えー、皆さん、こんにちは、えー。本日はお集まりいただきありがとうございます。えー、久しぶりの基礎言語学研究会、えー。本日は言語研究博覧会の第1回として、えー、宇野涼子先生の、えー、とお話を聞くことにします。でえー、と基礎言語学研究会、まあ、初めての方もいるかもしれないので、えー、簡単に説明しておきますと。 えっと、まあ、基礎っていうのは、この場合は、なんていうか、優しいところとかそういう意味ではなくて、あの根本とか、えー、土台とかそういう意味なんですけれども、まあえー、っと言語学、言語研究において、えー、重要だけれども、あんまり普段こう表に出てこないような、えー、例えば理論の、えー、っと基盤的な、基礎的なところですとか、えー、あるいは言語の哲学的な基盤ですとか、まあ、そういったところを、えー、っと主にこれまで、 研究会で一緒に考えてきました。で、えー、とそういったその表に出てこないけれども重要な部分というのは、まあ、言語研究個人個人の言語研究にもあると思っていましてそういったところにも一人の研究者に焦点を当てて、まあ、見ていければなというふうに思いまして今回の「言語研究博覧会」という企画を始めることにしました。 1> 第1回は今回、宇野涼子先生。で、第2回も決まっておりまして、ちょっと画面を変えますが、こちら。で、第2回のアナウンスも今させていただきますが、第2回は、 えっと、浅尾先生ですね、6月3日になりまして、えっ、ー、と、インタビュアーが萩澤さんということなので、えー、萩澤さんにちょっと、えー、次回の紹介をしていただきます。はい、萩澤さん、お願いします。はい、えー、萩澤です。えっ、ー、と、次回の、えー、言語学、言語研究博覧会の、えー、司会を担当させていただくのすえっ、ー、と、もうこのポスターに書いてある通りなんですけども、えっ、ー、と、次回は、えっ、ー、と、浅尾先生、 えー、をお呼びして、えーと、浅尾さんが今まで、えー、とやってこられた中でも、まあ、本当に幅広い、えー、研究されてきてるんですけども、まあ、特にその単語にまつわることをざっくばらんに、えー、心ゆくまで語っていただくという会を、えー、企画しております。まあえー、と日付とか、えーまあ、日程とかタイトルとかもしかしたらまた、えー、と変わる可能性もあるんですけども、まあ、大体、えー、今のところこういうことになっております。 また詳しい情報などは、えー、との基礎学研究、基礎言語学研究会の方からまたアナウンスしますので、えーとまあ、関心のある方は、えーと、ちょっとこの6月3日、ひとまず押さえておいていただければと思います。はい、はいえー。萩澤さん、ありがとうございました。えー、それでは、えー、今回の、えー、宇野さんの企画に入っていきたいと思います。えーとえー、今回の司会インタビュアーは、 田中さんになっておりますので、えー、では、これ以降は田中さん、よろしくお願いします。あはいあ。皆さん、えー、こんにちは。おはようございますと。えっと、まあ、先ほど、山泉さんからえ紹介があった通りで、まあ、今日はあの言語研究博覧会、まあ、初回ということで、で、えー、と宇野涼子先生にお話しいただくと。でえっと、まあ、内容に関しても簡単に先ほどえ説明がまあった通りでという感じなんですが、まあ、要するにその 我々というか研究者の人っていうのは、個別の研究を論文にしたりですね、あるいは学会発表で発表したりとかして、その時々いろいろなテーマを研究して、その成果を発表するわけですが、ただそれは一つ一つのパッケージにはなっているわけですが、その背後にですね、どういう問題意識があるかとか、その全体としてやりたいことっていうんですかね、 こう自分の問いが何なのかっていう部分っていうのは、まあ表に、まあ普通は出ない部分なわけですね。そこをあの、もろに出して流通させる、まあ、わけではない、えー。ではあるんですが、ただ、その研究を、なんていうか、実際に進めていく中で、その自分自身の問題っていうのが、まあ何なのかっていうのが非常に重要なのではないかというようなことも考えていて、でまあもちろんそれはあの、直接語るってことも、まあ、 やるようによってはできると思いますし、あるいはそ,のそれぞれの研究ですね、これまでに、えー、とそれぞれの研究者がやってきたような、そ,のそれぞれの研究がどういうものであるかってことを、まあ、通して、この、えー、なんていうんですかね、つまり例えばその今、自分が、えー、といる場所からこう見えるものを報告することによって、例えば新宿駅があるよとか言えば、まあ、新宿駅の前にいる人なんだなってことが分かるっていうような仕方でですね、まあ、その人のまあ問題意識というか、視座というか。 まあ、そういうものを共有するということも、まあ、できるのではないかというようなことを考えています。で、えっ、ー、と、まあ、早速多分、宇野先生に話していただくのが、えっ、ー、と、いいかなというふうに思いますので、えっ、ー、と、じゃあ、あれですか。山泉さんの画面、今日一体これ閉じていただいて。はい、じゃあ、えっ、ー、と、宇野先生、早速、えっ、ー、と、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。スライド共有しますね。 これ今、全画面で見えてますかあはい、はっきり見えてます。あ大丈夫ですか、はい、はい。では、えっ、ー、と、宇野です。それで、まあ、あの途中途中あの、田中さんや皆さんからご質問などを受けながら <laughs> 進めていきたいと思うんですが、チャットに何か来てるのは、あはいあの、チャットでも質問は受け付けております。で、えっ、ー、と、宇野涼子で、えっ、ー、と、現在、東京農工大学で、えっ、ー、と、 に勤めていて、ま言語文化科学部門というところに所属しています。はい。ではちょっと始めていきますね。で、あとでですね、あのこのまず言語研究博覧会というのがまだあの今日まで行われたことがないので、えっ、ー、とちょっと今田中さんからも説明ありましたけど、まあ、言いますと普通の研究会は一つの研究内容を発表するんですけど、こちらはなんと複数の研究 で歌い文句としては全研究の背後にある考え方や動機について話すということで、まあ、全研究というのはあの結構大変なことなんですけれども、まあ、なるべくそれに近くなるようにまあやっていきたいと思います。で注意点なんですがあの通常の研究会ですとあの共同研究者のお名前の紹介やあるいは論文の えと情報とかをあのかなりあの細かく出していくわけですけど、今日ちょっと関連しす,ぎする論文がありすぎるので、リサーチマップの方の情報を更新してますのであの、キーワードとかで検索するとすぐ出てくると思いますので、なんか興味がある研究とかあった場合は、そちらでご覧ください。また直接私にあの聞いていただいたりしても構いませんお願いしますはい で今日あの一応用意しているものをどんなふうに進んでいくかなんですけれどもまず、まあ、あの全研究なのであの自己紹介をしてで、まあ、今日こういう問題に答えたいなっていうゴールを2番で示して。 でその後、何とか全研究を入れるためにですね、あのあの考えた、あの苦作なんで、秘策、苦肉の策ですね、苦肉の策、苦作になっ,っあのた、なんですけど、あのちょっとあの全研究分類っていうのをやってみました。ただ、こちらは事前録画していますので、ダイジェストだけをお見せしまして、最後が、まあ、あの研究の背景にある考えを話すということで、で、えー、とまとめ。 ににになりますあの問いいえたかううふうに進んでいきますであの90分ごとにお休みを入れるということで90分で終わればそれでいいですしひょっとしたら、えー、とお休みは挟んでみたいな感じになるかもしれません。はい、でえっ、ー、とまあ自己紹介から始めます。 私のことを知っているというよりも、基礎言語学研究会に興味を持って来てくださっている方もいるかもしれません。こちらの紹介はです、ね、言語学者向けではなく、一般に向けてトークするときに使っている紹介になりまして、でまあ、東京大学の駒場にあります言、えーと、言語情報科学という専攻を、まあ、あの卒業しています。で現在は東京農工大学の工学部の方にいます。 でえー、と研究していることを一般にあの紹介する場合はです、ね、私が発した言葉は私の一部なのかということに興味を持ち、言葉と心の働きの関係を研究しているというふうに言っていますね。で特に自然言語や、えー、と人工言語で新しい語が生まれる仕組みを分析してきたというふうに言っています。また、アートやファッションのような、えー、と言語以外の人間の創造活動に言語分析を応用したりもしているということと、 あとは、まあ、あの書籍の、まあ、紹介などをするという形になっています。で、えー、と一番今日関係あるのはここですよね、えーと。ここに興味を持って研究しているという話です。で、あの言語学者の方、今日は多いとは思うんですけれども、まあ、一般に噛み砕いてこれ、どういうことなのかといいますと、そもそも言語学を始めた動機と関係してまして、私、あの子供もの頃あの アメリカに住んでいてあのシアトルとロサンゼルスにで、まあ、3歳ぐらいに帰国しているんですけれどあ3歳から行って7歳ぐらいで帰国してるんですけど、まあ、その戻ってきた時はすごく英語が普通にしゃべれるんですが、まあ、すぐに子供って英語を忘れてしまいましてで、まあ、あの小学校2年か3年の頃に英語で聞いた話を人に伝えようとした時にあの内容は伝えられたんですけどあのかつてしてたように。 えと聞いたままの英語の文章ではあの再生できなくなってて、まあ、でその時以来ですねなんかそれ以前はあのつまり7歳より以前はなんか言葉って昨日喋ったことって今日も喋れるっていう風にすごくまあ自分の,あの完全に自分のコントロール下にあると思ってたんですけど意外に今そうでもないっていうことで。 まあどれぐらい自分のものなのか、この場合はまあ個別言語の話になってきちゃうんですけど、でもまあこうやって使っている母語も含め、自分と言語っていうのは、まあ、だから言語はどれだけ自分の拡張であり、どれだけもっと道具的なものなのかっていうことに興味を持ってまあ研究してきたというような感じです。はい、で、えーとまあ、あの近年出してる本はどちらも、えー、と篠原和子先生、農工大の同僚ですが、 と、まあ、あの、共編のもので、オノマトペ研究の射程と実験認知言語学の進化とあります。で、オノマトペ研究の射程は割と,、えー、と研究分野問わずに読めるものと思いますので、ぜひ興味のある方は読んでみてください。で、ここから参考リンクが3つ続くんですけど、こちらはですね、今日今から話す話、相当何というか、あの、田中さんの説明にあったように、こ背後の、えっ、ー、と、考えていることになります。もうちょっと、 具体的な内容と絡めて聞きたいよっていう方は、えっ、ー、と、まあ、き話す話よりは狭い範囲の話にはなるんですけど、こちらの認知科学で、えー、と市場討論、インタラクションから現れる生命性っていうのがあったときに、まあ、認知言語学代表としてあの書いた認知言語学から考える言葉の生命性、こちらの,あのオープンアクセスの論文読んでいただくと、 一番あの文字で確認したい方はいいかなという思います。途中で脱落しちゃった方は、ぜひこちら見ていただければと思います。また、もっとなんか、えー、と私がなんであの、なんでしょう、あの研究、ま、工学の方とか、あの理学の方とかの共同研究も多いんですけど、そうじゃない、まあ、あのアートやファッションの人との活動していることの方が気になる方は、 どんなふうに関連しているのかっていうのは、こちらのファッションテックニュースの方の、まあ、あの私の先生の池上隆先生とデザイナーの山形義和さんとトークしたものがあるんで、こちら見ると関連の雰囲気は分かっていただけるかと思います。また、もっと動機としてなんで、まあ、これよく聞かれるんですけど、ファッションやアートと、 言語学ということをしてるのかっていうことで、まあ、言語学者としてファッションやアートをやってるということで、そちらの専門家でもあるっていうことではないんですけど、えー、と実はあの友達のやってる YouTube チャンネルですね、渦中の一日の中で話した回がありまして。 この新さんの制定、ダザイオサの小説家の中に出てくるのから撮ったんですけど、これは、あの、な聞いていただければ何のことかわかるんですが、のエピソード2のところで、えっ、ー、と、言葉はどのくらい自分の一部っていうところで話しているので、ちょっと、えっ、ー、と、まあ、本当に興味があったのはここら辺だよっていう方々は、ここら辺のリンク見てください。はい。で、ちょっと話戻しますと、最近やってる研究のトピックが、 まあ、いろいろなので、そういうなんかファッションやアートの人と活動してること以外で、そもそもあの言語研究のトピックがいろいろだねっていうことが気になる方も多いみたいで、こちらについてもたまに質問を受けることがありまして、まあ、こんなふうに、まあ、赤と、まあ、黒河川で引いてみると、まあ、あの手法としても Web コーパス分析したり、人工テクスチャー作ったり、シミュレーションしたり、あとは、まあ こういうファッションショーやお,あのおせんべいやキャラクター名とかの、まあ、分析したりなどいろいろだし、まあ、あの言語現象的にも公文交代、おとしち、一語文助動詞メタファーなどいろいろ見てるねということは言われますが、まあ、ここはちょっと一応あの整理ができて、まあ、ざっくり2個に分けられるんですね。で基礎研究の方はもうあの新しい言葉が生まれる仕組み、まあ、この場合の言葉はまあ語。 ということになってくるかと思いますが、の研究と思えばそんなにばらついてはいないかなと思います。で、ウェブコーパスを作った新同士の生水の分析、こちら、ファブリーズをかけることをファブリーズするからファブルになるみたいな、ああいうあの信号をです、ね、分析し、それがまあどんなふうに現れ、えー、意味変化をするかとかっていうことを分析したりしてます。あとは、いろいろなものを オノマトペで表現してもらって、その時に、なんていうか、すでにあるオノマトペじゃなくて、その場で作ったオノマトペを使うのはどういう条件だろうみたいなのも、即信号ではないんですが、信号が生まれる一歩手前の、あのその場であの既存ではない、慣習的ではない表現をするっていう研究として、臨のオノマトペの研究もしています。で、まあ、ちょっと、まあ、割と、まあ、変わってるかもしれないのは、ここら辺の。 研究でこれは言葉を作る研究というのをしていて、これはポストクの時にあに人工生命の研究室にいたことがきっかけで、人間じゃなくてロボットの新語と,とか、あとはまあ人間が使うんだけれども、自然言語ではなくって、それ以外の道具とかで新しい語を作るみたいなのもやってます。 さらに、まあ、ファッションショーにおける、えー、とデザインの一個一個言語だと思ってデザイナーと観客の間のコミュニケーションとして見てというようなこともしています。で、このデザインは一応、信号的にも見られるという感じになります。で、応用の方なんですけれども、こちらの方は、えーとまあ、こういうオノマトペや、あるいは、まあ、あのキャラクター名に含まれる音象徴とか、あるいはまあツイートの中に含まれる。あの 助動詞などをま分析することによって、どんな認知をしてるのかっていうのを見るみたいな感じで、まあ、上の研究から分かってきたことを逆側からま役立てるみたいな感じです。なんで、というわけで、新しい言葉の研究をしてるんだよっていうことで、まあ大体今日の、えー、とやるべきことが、まあ、済むかなって思うと思うんですが、あの一応、そう言われてもまだまあ3点ぐらい不思議に皆さん思うんじゃないかなと。 思って,いてで、えー、と今日のゴールということになりますが、えーと、この研究会で今日皆さんが持つであろう疑問を勝手に私が想像してみたということで、認知言語学のアプローチで新しい言葉が生まれる仕組みを研究しているとして、1、えー、と新しいこ言葉の生成の仕組みを研究するなら、もっと対象と方法を絞った方がいいんじゃないっていう意見がありそうに思います。 なんか、あの、いろんな方法をなんでやってるのかっていうことに対しての疑問ですね。あの、効率悪いんじゃないかと。これが、あの、なんて言うんですか。言葉が生まれる仕組みが本当の、まあ、究極ゴールだった場合ですね。それから、二つ目ですね。あの、最初の一般向けの紹介のところで出てきた。私が発した言葉は私の一部なのかっていう、まあ、自己の視点、まあ、話者の視点と言ってもいいんですけど、 が、まあ、の話ですね。これは、あの、新しいあの言葉、新しい語の生成の仕組みっていうのと関係してるんですかと。で、それとも別なのっていうのがあると思います。まあ、あの、つながってるんですけど、そこら辺を、まあ、ちょっと今日はお話しすると。で、3点目なんですけど、これは、あの、マニア向けの質問ですが、でもこれも割と、あの、実際聞かれることがあるんですけど、 私の博士論文のテーマですね、理由説を含む副文で、あの本日もいらっしゃってる本田明先生もあの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 、副作の1人だったんですけれども、であの理由説というか、副文の研究を、まあ、あのキャリアの最初ではしていたんですけど、それは完全にやめて今のをやってるのか、あるいは何か共通した興味があるのかということなんですが、ぱっと見、全然違う問題に見えますが、ここはまあ共通していると。 ということなんですね。で、そこら辺を、まあ、あの、もうちょっと説明していきたいと思います。ですが、今、仮に答えとくと、あの、お忙しい方で、ここで終わる方がいらっしゃれば、言っとくと、えっ、ー、と、絞った方がいいんではないかなんですけど、えっ、ー、と、ゴールがさらに外側にあるので、これ、絞らない方が私にとってはよくて、2点目の、あの、私にとって言葉は私の一部かっていう問題と、まあ、関係していると思ってやっていて、 でまあ、そういうふうに、まあ、つながることになった理由の一つとして、まあ、博士論文の時きの、まあ、理由説の研究がありますよという感じです。はい、で、えっと、博士論文の話、さっきからしてるんですが、もうちょっとあのなんか情報がないとなんかよくわからないという方もいると思いますので、でであの博士論文は2006年に出してるんですが、そのっと羊処方の方から、えっと あの出版していて、英文になるんですけれども、最後に、えー、と和文のまとめがありまして、そちらは読みやすいと思うので、えーとまあ、そちらも手がかりにしていただければと思います。で、えー、Detecting and Sharing Perspectives Using Causals in Japanese というタイトルですね。で、これもちょっとあまり詳しく説明しちゃうと、あの内容が、何というか、回が滞るので、ふんわりした内容を説明させていただきますが、 まああの何々からという理由説を含むから文ですね、にを取り上げて、どんな和社、えー、の見方が、視点の取り方が、まあ、どんなふうに関わってるのかというのを、まあ、分析していったんですね。でまあ、そういう和社、えー、の視点がどう関わってるかを見るのに結構いいトピックだったわけなんです。で、まあ、そして、まあ、最初はですね、私も。えーと まあ、ある見方があったとして、それはどこから誰にとっての見方なのか、主説主語が見てるのか、話者が見てるのか、みたいな、まあ、それは他とかだろうとかの視点がどこにあるかで、えっと、だろうからと、あと主説のだろうとかをまあ見るっていうことで、ダイクシスの,あの指示の中心の研究だったんですけれども、まあ、いろんなデータを見ていく中で、まあ、それだけでは分析できない、 あの例文とかがありまして、そちらの方はですね、自分の見方を他人と共有するメカニズム、広い意味でのジョインターテンションと関わってくるっていうことが分かったので、なのでタイトルの視点の追跡と共有ということで、まあ、追跡の方はそういうまあダイクシスの問題なんですけど、共有っていうことはまああのジョインターテンションの問題になってくるというようなことをまあやってました。それでもうちょっとあの補足情報なんですが、 えとこれまで、まあ、研究してきた中で、当然論文をいろいろ読んでるんですが、書籍の方が皆さんアクセスしやすいと思うので、まあ、各時代に影響を受けた書籍をこう並べてみると、少しあの研究について分かっていただきやすいかなと思います。で、入ってないんですけど、まあ、高校生の頃、池上義彦先生の記号論への正体を読んで、まあ、あの元から持ってた ちょっとそういう事故の拡張について言語を見ていきたいなって思ってたこととこういうの関係してくるんじゃないかなというふうに思ったりしていました。それで、えっ、ー、と、何でしたっけ、あのまあ、そういうのがあったんですけど、で、大学に入って ICU の、まあ、語学科、教養学部語学科に入ったんですけど、ちょうどあの UC バークレーのジョージ・レイコフのとこにサバティカルで行ってて帰っていらした。 えっと、ピーター・マッキャグ先生が、あの、まあ、認知言語学についていろいろ、まあ、あの、教えてくださって、こうレイコフ・ジョンソンのメタファース・ウィー・リフ・バイを使った授業員に出たり、あと、まあ、あの、卒論のところから、この,あのスイッツァーのフロメエティモロジー・プラグマティクスを読み、また、その副文の問題ということで、南藤夫の現代日本語文法の輪郭など読んだりしてました。で、大学院の頃は、 えっと、場の東大の駒場の言語情報専攻にいたんですけど、まあ、一番ある意味、あの西村先生にまあ紹介していただいて読んだ佐藤の方の意味の男性とかがあの一番影響を受けてるんですが、でちょっとこのままあの全部細かく言うとあれなんで、ちょっと飛ばしていきますと、であの言語情報にいる間に、あのフルブライトの小学生として1年だけあのカリフォルニア大学、サンディエゴ校の言語学科の大学院に入って、 まあ、あの在籍していてその時あの、まあ、ロン・ラネカ先生に習う機会もあったんですが、まあ、あの非常に、まあ、あの今の考え方とかの基礎になっていると思います。で、まあ、ポスドクインをここが、まあ、さっきも言って結構キャリアの特徴かなと思うんですけど、まあ、ずっと結局1996年からあの農工大に来る直前の2009年まで,です、ね、私駒場にいたんですけれども、まあ、言語上 文法科学っていうところから、えー、と広域科学のポスドクになったんですね。で、どちらもあの総合文化研究科でしたっけあのっていう、まあ、教養学部的な、えー、と,ところなんですが、言語情報が文系なのに対して、広域科学の方理系のところで、まあ、理学の、えーとまあ、研究室だったので、 まあ随分研究のスタイルとか、まあ、例えば業績の出し方とか、議論の仕方とか、随分まあ違ったんですけれども、まあ、池上隆先生の研究室に入り、で、まあ、そこで、えっ、ー、と、まあ、あの、池上隆先生の動きが生命を作るに書いてある辺、まあたりの研究がなされてたときに、まあ、いたという感じですね。で農工大来てからはあの、この池上県のみんなと、えっ、ー、と、この あのクラークの「ビーング・セアー」という本を翻訳したんですけど、現れる存在として2012年に出てますが、こちらがまさに、まあ、言語っていうのは自己を拡張する道具で、まあ、心が世界ににじみ出るっていう状況について論じている本だったりします。まあ、でで特に今日ここの 佐藤の棒の意味の男性それから大学院の頃駒場の言語情報にいたんですけど本郷の,あの国語学研究室の方の授業大学院の授業とかも参加させていただいて尾井先生の授業を受けたこともすごく、えー、と研究上重要な点を持っていましてでその後、えー、と言語の分析だけじゃなくて、まあ、シミュレーションしたり言語を作ったりっていう研究に進んでいくっていうようなことが。 ありでちょっと細かくは取り上げませんでしたけど、でもまあ基本には認知言語学の,あの、まあ、先輩たちの研究が非常に先生や先輩たちの研究が下敷きにあるという感じです。で、はい。でですね、なんかいろいろ喋ってきてるんですけど、で、まあ、こんなふうに研究してきたわけなんですが、でやりと、研究してきたわけというか、まあ、いろいろな、あの、 楽しい研究があるなっていう中で、まあ、自分はどういうふうに研究してきたかなんですけどあのまあこの回の前例がなかったんでちょっとどうやってこの回やったらいいかっていうのを、まあ、結構考えたんですけれどもまあ時間もあまりなくでもあのやれて。 今後いろんな方がこの回で話してもらえる、どういうふうにしたらいいかなっていうので、ちょっと試行錯誤だったんですが、まあ、これがいいのか分かんないんですけど、業績を分類して研究の地図を作るということをしました。で、えー、とこちらの方ですね、あの分類するの1人でやるんじゃなくて、今日のインタビューしてくださる田中さんと一緒に。 まあ、いろいろあの聞いてもらいながら分類し、分類したもののさらに関係を記入していくみたいなことをしたんですね。で、まあ、事前録画しまして、1時間11分かなんかあるので、今見たら大変なことになるので、7分にまとめた動画があります。それで、あの田中さん、このまま動画流しちゃっていいですかそれとも何かここまでであの何かありますでしょうか ああそうですね。ちょっとだから、うん、えっと、動画の前にいる、あと、あと、えっと、チャットであれですね。うん、浅尾さんからまず、スライド、スライドがあって、あの、まあ、宇野さんの差し障りがなければ、送っていただける、うんそですね。はい。じゃあ、あの、スライドなんか入手できるようにしたいと思います。PDF になるかもしれませんが、ちょっともう一回、あの台夫、チェックはしてますが、著作権に、あの、問題があるところがあれば、ちょっと変えるかもしれませんが、はいはい、あの、入手じゃできるようにします。はい。 で他にどうですか田中さんやっぱりあの最初の、えー、とスライドでいうと5枚目ですか、うん、一番最初の自己紹介みたいな部分。はい。あ、浅尾先生、どうも。で、えーえー、っと、何でした自己紹介のこれ。私が発した言葉はっていう、うんそ、そこがやっぱり一番気になるところで、先ほどお話伺って、あのまあ、要するにその英語をごく小さい頃にあの現地で話していてで、それを日本に来て。 で、しばらくしたらその話せなくなるというか、まあ、内容、細かいところは言えなくなるみたいなことだと思うんですが、で,すね、で、この場合っていうのは非常にその個人的な経験なわけですよね。ねつまり、宇野さん自身の経験で。 そうすると、この時の私っていうのは、えっ、ー、と、宇のう子個人の話なのか、それともそのもうちょっと一般化した、だ誰でもその、その人自身っていうぐらいの、えっ、ー、と、問いなのかっていうのは、そのあたりはどうなんでしょうかあ。最初の動機は自分自身だったんですけど、もちろんですが、あの、研究に展開するときには、これは、あの、和者一般がっていうふうにまあ考えています。なので、あの、もちろん、その、なんでしょう。 すごくだから、あのなんていうんですかねあの、一人称的な研究ができればいいのかもしれないけれども、たとえなんていうか、和者、それぞれの和者一般があのにとって言語がどれぐらいその人自体の拡張となるかっていうようなことがある程度、三人称的に記述できるんでもいいなというふうには思っているっていう感じです。 いやいや <laughs> あのそうしたときにあの、うん、いや、これはあの研究の内容というよりは、んていうんだろうな、うん、あの興味の、つまり、宇野さん以外の人がそのどう興味を持っていくかってにそに、多くの人はその、まあ、特に日本で暮らしていたりすると、そういうその分かっていたはずの言葉を失う経験っていうのは、おそ、うん、らく、し、ま、か、あ、くとそれほど普通には起こらないことだと思うんですね。うん、まあつまり、ずっと日本語で生活していて、まあ、それ以外の言語って、学習して、その 時には使うかももしれれないけれども、まああくまででサブであって、まあ、何か自分のメインの言語があの、まあ、日本語以外のものに例えば、まあ、日本語で併造するぐらいの地位にな立っていて、それを失うってことは多分、それほど一般的な経験ではなくて、でそうすると、何て言うんですかね、他の多くの人たちが経験するようなタイプの 出来事としてこういうことっていうのはな、うんな、なんかあり得るんですかうる、ん、先ほどもちょっと紹介したその、アンディ・クラークの現れる存在、結構そういう例がたくさん出てたんで、興味深かったんですけど、うん、まあ一番例えばあり得るのは、なんか手帳とかに、まあ、あのスケジュール書く、でこれってまあ自分の記憶を拡張してるのと同じようなことになりますよね。はいであの なんていうか待ち合わせにスケジュール,スケジュール帳を見,た見てきた人になんかもっと私のこと大切に思ってるならそんなスケジュール帳とか見ないで自分の頭で記憶してよとかあんま言わないんじゃないですか。はい、それぐらいスケジュール帳っていうのはその人の,、まああのまあ、文字で書かれたものということで拡張になってるわけですけどでそういうものを例えば、まあ、なくすっていう経験は結構近いのかなと思うんですけどだから言語自体はなくさなくてもその。うん 言語によって自分がなんか、あの、外付け的に拡張されて、うん、で、その拡張されて、あの、ストレスなく使ってるときは、なんとも思わないけど、はい、まあ、これメガネで視力が拡張されるのと一緒ですけど、うん、なんかなくなってみると非常に、 なかくなるっていうのは今、うん、具体的に例えば手帳,手帳,が,手帳があって、うんうん、その要するに手帳に記していた情報っていうのは、まあ、自分の一部であるかのように使っていたものなんだけど、うんまあ、手帳っていうのはもちろんなくすことがありえてでそうすると自分の一部のように使っていたはずの、まあ、言葉なりその情報が失われるっていう経験があるだろうっていて 経験しやすいことかなや、そう。いや、でも、その時にこういう問いを抱くかどうかって、ちょっと、うん、なんか、ちょっと不思議な気もしますが、うん、まあでも、そういう着脱可能な部分としての言葉っていうものそうそう、ね、だから、手帳だと、なんとなくそれ、本当に言葉の問題なのかみたいに、皆さん思うかもしれないけれども、うん、なんか、だから、あと、まあ、ちょっと若干ずれてくるんですけど、雰囲気分かっていただけると思うんで言いますけど、例えば、入力してて、 入力,ミス入力っていうのは<の>携帯でなんかメール送ろうとしてて変換したら全然違う単語が出てきちゃったんだけど、うん、なんかこれ使おうかなって思うことあるじゃないですか。元のプランと変えて、うん、これでもいいかなみたいな、うんうん、でそういった時にそれってその変換ミスみたいなのが差し挟まれたのって、うん、なんか自分なのか 自分とは別のなんか言語なのかってちょっとなんかちょっと分かんないとことかあるじゃないですか、うん、だから言語が完全に自分のコントロール下に入ってるわけではなくやっぱり言語っていうものがちょっと自分と離れるけど自分に影響してくるみたいなようなこともあったりしてそういうような感じでなんか普段は本当にだからメガネかけてるとメガネが見えなくてかけてること忘れてるような感じですけれども たまに、だから、メガネに水滴がついたりとかっていうことで、ああ、なんか、自分とメガネは違うんだとか、いうことが分かるみたいなことは、なんか、いろいろあるのかなっていうふうに思いますね。ああ、なるほど。いや、なんか、それはなんか分かりやすいような気がします、ねはい、そうです、よかったです。えー、その今、そういうような話が結構、その、現れる存在のあたりには入ってて、現れる存在のタイトルだと分かりにくいんですけど、あれ、何でしたっけ、うん ナチュラル・本サイボーグっていう本が書いてて、あはい、まあそれに近くって、言語を持ってることで私たちはサイボーグになってるっていう考え方を、まあ、結構早くからアンディ・クラックしてて、だから、まあ、サイボーグっていうとなんかあの体機械にするみたいだけど、もうすでに言語を持ってる時点で能力の拡張がなされてて、でまあ、そういうサイボーグ化できるって点が他の動物と違うというような本なので、そちらの本も結構、まあ、あの 言語学の人も興味持てる内容が結構多いと思いますので、まあ、おす,すめという感じですかね <laughs>、はい、あのちなみに今の点に関係して、うんいや、この後でも何回かキーワード的に出てくると思うんですけど、うん、あの質感ってことを宇野先生がおっしゃる、うん、そうなんですが、つまり言葉の質感みたいなで、その質感っていうのもなんていうかその、自分から離れたところにあるものとして、言葉なり、あるいはその言葉の意味なりを見ている。 っててここととと関係があるななんですか、ね、そうなんでですすそうよだから言葉がやっぱりなんか物理的に存在してるっていうことを結構ポイントと思っててつまり音があるとか形がある普段は透明化してるんですけどまあ素材感みたいに言ってもいいかもしれないんですけど、うん、普段は透明化してるんですけどまあたまに見ちゃうみたいなことで、うん、あの言葉と自分の間に関係が生まれちゃうっていうポイントが差し挟まれる。 ということが結構あの自然言語の本質にあるんじゃないかなと思っていて、うん、だから、まあ、いろいろな問題例えばそういうチャット GPT とかが言語を使えるようになるかとかっていう問題とか考えるときに、まあ、身体性の問題とか出てくると思うんですけど、まあ、人間の側の、まあ、身体性ももちろんなんですけどその言葉の,、まあその素材感みたいなのにたまに目を向けるかどうかっていうのは結構 大きいかなと思ってて。まあそのことでまあ言語も変化したりするし、こちらも変化したりするみたいなことなんですね。なので、あの言語の質感っていう言い方はなんかちょっと。 私のテクニカルワードみたいな感じになっちゃってるんですけど、<laughs> <う>はい、そんな感じです。なるほど。いや、はい、そのあたりはよく分かりました、ね、はい。<で>あ,とあと、あっ。あとあの、いや、ついでに、えっ、ー、と、多分他の方も気になってるかもしれないなと思って伺うんですが、えっと、今までの,あの、まあ、なんていうんですかね、まあ、本との出会いとかのところで示されたような、うん、まあ、なんていうか、こう、 研究点てんですか、たどってきた即席、まあ、みたいなものは示されてたと思うんですけど、うん、あの池上隆先生の,、うん、あの研究と接続するあたりがな、何があって接続されたのかっていうのが。まずあの,の まあ、池上隆先生、西村義樹先生と大学の寮が一緒だったから、まあ、お二人は知り合いだったんですけど、あの、直接会ったのは、何かの、ダイナミック優先ペーストモデルを読むっていう、あの、読書会があったんです。で、それがあの大学院時代に、あの、言語情報で。でそれ、でも、えー、っと、はい、あ、大学、でも、えー、っと、それな、何年頃ですか、ちなみに。留学する前だったので19、1990年。 9年より前ですよね。ああで,でと、大学院入ったの96年なんで、9六年、十7年とかだったんじゃないですかね。でも、でね、出版はされてなかったかもしれない。そうですよね。うん、多分出たのは2000年で、その前に多分えっ、ー、とマニュスクリプトみたいな形であったってことですそれの読書会があ,ありました。ちなみに、それ、和訳がその坪井先生により、この大学院時代に上がっている認知言語学の発展の中に、 はいっていると思うんですけどす、はい、なので、今は広く読めると思うんですが、まあ、そのとき、西村先生も多分 UCSD のサバティカルから帰っていらして、結構すぐぐらいだったのか知れないんですが、まあ、いずれにせよ、それを読んでいて、でそので、読むことになり、でそれ、かなりあの最初の方のセクションで、あのニューラルネットワークとユーセスベーストモデルのアナロジーについてあの書いてある部分があるんですね。うん 田中さんも読みになったい分かると思うんですけどね。で、えっ、ー、と、そこで、マニューラルネットワークに、まあ、詳しい先生もいないと、言語学者だけだと分かりにくいかもしれないということで、はい、あの、池上隆先生がマニューラルネットワーク使ってシミュレーションとかもなさってたので、あの、来てくれて一緒にあの読書会することになり、で、そこで、まあ結構、あの、研究上の興味が まあ一致することに気づきまして、でまあ、ちょっとその後すぐただ留学しちゃったので、あのな,なんていうんでしょう、共同研究とか始めたのはあの留学から戻ってきた2003年以降なんですけど、でその時にあにもう一個関係してるのが、ラネカのダイナミックユー雪ベストモデルと、ここにも挙げてますけど、あのやっぱりトマセロの本をまあ読んでたり、まあ、トマセロの研究がこう出てきていたということもあって。 まあこれは人間と、まあ、動物どう違うか <laughs> っ,ていうと、まあ、あっていうようなまあことを、ね、いろいろ書いてたりするんですけど、まあ、その時に、まあ、同じものを共有するためのジョインターテンションの話とかにがまあ言語の基本にあるんじゃないかっていうことに関して、まあ、あの池上先生とこう研究続けあの始めるののまあきっかけになったのはまあこのトマセロの本とかだったりするわけですね。で<れ>一見だだけだとなんで <laughs> って思うじゃないですかあのだったらトマセロのような動物のおかのやさんとかみたいな動物の研究者と一緒に <laughs> やるとかなとか発達の研究者とやるんなら分かるけどって思うかもしれないんですけれどもまああのそうですねあの何て言うかこうコンピューターシミュレーションでコンピューター上のエージェントに何かさせるっていうのは非常に何て言うんでしょう、ま、行動主義的 なんですよねだから人間みたいに内面がリッチなわけじゃないのであの少しは内面あるんですけどなんかこう行動にまあ展開していくだから2人が同じものを見るとかっていうのはそこにおいて実現できるんですけどそれぞれがこんな想像してますっていうのは難しいわけなんですね。であのジョイントアテンションが基礎にあるって考えた時にある程度そのだから言語が例えば 人を動かすだから命令的だったりあるいは同じものをこう見るみたいなまあ平常分的っていうのが意外とそのある音を発するあるものを相手が反応するみたいな行動的に展開できるんじゃないかっていうようなことがあって。でまあ,あの 認知言語学を始めて意味と形が結びついているという点は本当に賛同したしそういうことを研究してきたかったんですけど実は意味の研究をするというのにおいて、まあ、意味の特有のなんて言うんですか分析手段というのがなんとなく認知科学で使われているいろいろな心理学などの概念を援、まあ、用するみたいな形になっているわけですね。すで既にそのエライ・ラネカやレーコフやタルミーなどが援用しているものを さらに使うっていうのはいいけれども、本当ここ,こういうのもあるんじゃないか、ああいうのもあるんじゃないかっていうのを拡張していくとして、どういう手段があるか、意味論に関係する、まあ、認知能力とか、どういうふうに探していけばいいのか、あるいはその意味を分析するセットはあるのかっていう、意味の側を扱う、なんていうんですかその、テクニックっていうのが、もちろんあの従来の意味論のかなりしっかりしたものあると思うんですけど、 認知言語学的な身体的基盤っていうことにフォーカスして意味を分析するとなった時にそういうフィギュアグラウンドとかねプロトタイプ理論とか、まあ、既に言われてるものを使う以外にどういうふうにしていけばいいのかっていうことにまあ終始の,の学生ながらこう悩みがあって、まあ、その時だから副文の研究をしててであのまあもしかしたらまずはそういう 行動的なところでできるところをできるところまでやってでその上で、まあ、あの補えきれない部分に関してその一番難しい意味の何、まあ、て言うんですか単位みたいなのを考えていくっていう戦略の方がいいかなと思ったということでどうですかねだからそういうシミュレーションとかっていうやり方で言語学を考えるっていうことは ジョイターテンションというヒントがあると、結構、あの、いいなというふうに。当時、思ったということですかね。あ,あ、なるほど。いやでも、この繋がりは、はい、ね。はいで、いろんなことが同時に起きたんです。あの、これは後で話が出てくるんですけど。その尾上先生の一語ご分の研究とかと、あ、もう、まあ、つまり国語学で言われているような、あの、研究とかは。ジョイターテンションというのを取り入れるとは、なんか、こう、繋がってくるなみたいなことも同時に思ったりしていたので。 なんかそのまあ、ある意味3つのものです、認知言語学と、まあ、国語学的なあの文法観と、あとはまあ池上さんたちがやっているようなあのエージェントシミュレーションとか合わさると、なんか今まであまりあの扱われてこなかった、非常に認知言語学っぽい問題なんだけど、認知言語学にはツールがない問題を解決できるなっていう、なんか気づきがなぜかこの頃 あの駒場にいた頃起きてそういう意味で言うとやっぱり今私あの理系の学校にいるわけですけどこういう分離融合のキャンパスっていうのは非常になんかあのなんかいろんな気づきが起きる場所になるのであの本当にあの大学院を過ごしてたのが駒場でよかったなっていうふうにまあ言語情報の宣伝するのもなんです、ね、<laughs> 今思いましたねはい。 そんな感じでしょうか他にもこ、まあ<あ>の辺りわかないとこあると思うんですけど、おいおい聞いていただければ。えっと、どうなんだろういや、私ばっかり喋ってもないらなんなんか他の方でも何かあればいいんですけど。ちょっと全体にマニアックな、ね、あの感じに進むんですけど、<laughs> <laughs> どうしてもまあ、会の性質上、こんな感じで。どうでしょうか素朴なこと聞いていただくんで、全然。 いいと思いますが、田中さんとは打ち合わせとか、あの今から見る、あじゃあ,山あ、山泉さん。はい、うんあはい、山泉です。えっ、ー、と、はい、先ほどの質問の延長なんですけれども、小野さんの研究は、あの言語学。 えの研究の中でも、こう、手法がいろいろで、まあ、そこが特徴だというのは、先ほどもおっしゃってたと思うんですけども。で、えー、そういえば、私なんかがそういう手法を取ろうと思っても、まあ、全く何をやったらいいかわかんないわけなんですよね。で、えー、っと、じゃあ、宇野さんはなんでそれができるようになったのかというところなんですね。え、うん、それは、池上犬のポストドック時代にいろいろやったからなのか、それとも他に何かあるとか、えー、その辺を聞きたいです。ありがとうございます。いい質問だと思うんですけども、答え観点で、これは、あの、共同研究するっていうことに、 踏み切ったからだと思うんですねであの研究者の方々の中にはご自身があの2個の手法を持ってるあの方も結構いてそれも素晴らしいなと思うんですけど私の場合にはそのあのトレーニングを受けていなかったので、まあ、あのこれはむしろ言語学者としてプロジェクトに加わってやるっていうのが、まあ、いいなというふうに思いまして。 なので今日に至るまで、まあというか今もあのいろんなだから自然言語処理の人や心理学者の人や、まあ、計算機科学の人とか、まあ本当にいろんな分野の人と共同研究してるわけですね。ただ共同研究するときに、まあ,あの、相手の分野もよく知るっていうことが非常に大事なので、フォストックのときに手紙研に行ってすぐになかなか共同研究できるようになったわけではなく、あの 同じ,同じ研究室の人たちの、まあ、発表とか聞いてる中で、あとこっちはすごく言語学的なことを発表したりして、ま、割と今日みたいなののちっちゃい回みたいなのも <laughs> あったりして、あの具体的な研究の方以外に背後にある、まあ、あの問題意識を話し合う、まあ、あの回とかが結構こう合宿の時とかいろいろあり、でも背後の考えを考えると、全員ではないけど、まあ、理系の研究者の人でも、 なんか背後の言語について、あるいはコミュニケーションについて思っていることが一致する人っていうのはいたりして、でそういう時に、まああの、その手法をどういうふうに合わせていくかっていうことを考えるっていうことが、まあ、やっていることですね。であとは、まあ、相手の手法の特徴を知ると、何にでも使えるわけじゃないじゃないですか、ほ,ほとんどのものが。なのであの、まあ 相手の方の研究とか読んでこういうのに応用できそうだなっていうのをあらかじめこう想像して、まあ、あの企画を持ち込む <laughs> みたいな感じになってますね。一番最初に多分、まあ、池上研はそういうわけでそのゆっくりとできたわけです。あの研究室に入ってあの他の学生やポストドックと一緒にまあこうまあ 自分の研究したりしてる時間もあったけど、空いてる時間に自分の研究の興味について話したりしてたから。ですが、あの、同じ研究室じゃなく、最初に多分共同研究したのって、あの、きつれ川先生のところの、あの、何でしたっけ、助教じゃなくて、助教、准教師だったのかな、ちょっと、あの職業忘れちゃいましたが、梶さんとあの、自然言語処理の人と共同研究した時なんですけども、もそれはすごい、 あのきっかけとしては、私は駒場の、まあ、でポスドックしてたんですけれども、駒場、東大って駒場にあのキャンパスが2つあるじゃないですか。その教養学部のキャンパスと、もう1個、リサーチキャンパスがあって、リサーチキャンパスの方ほうに、敦川先生のデータ分析、データ,データ,データ、えー、とマイニングする研究室があって、そこのなんか、オープンオフィスかなんか行ったんですね、第2キャンパスに。 なんかあの「ばもるはらしまるなんとか」って言ってあのなんでしょう自然言語処理のポスターでで辞書未登録語どうやったら見つけられるかみたいなポスターだったんですけどでそこで辞書未登録語見つかったらそれを登録していくって作業してたんでなんかそれ見た時になんかその登録するともう用済みになっちゃう辞書未登録語ってまあ言語学者にから見たら心臓語で。 その深層語自体を研究すると結構言語学的に面白いんじゃないかなと思ってあの向こうにとってはすぐ、まあ、ゴミ箱に入っちゃうわけですけどゴミ箱に入る前になんかもうちょっと意味変化とかもうちょっと書く変化とかを見ていったらどうかなっていうことでなんかそんな知り合いではなかったんですけどちょっとこういう研究しませんかみたいに言って始めたり。 したみたいなことなんで、皆様だからあの自分の分野以外の学会に行って、ポスター発表など聞いて、発表者の方に、こういうふうな研究もできますねって持ちかけるとあの、共同研究っていうのは広がっていくんじゃないかなと思います。それで質問の答えにはなってるでしょうかあ,、はい、ありがとうございました。はい、えっと、そうですね。あと、まあ、もう一つ今思いついたのは,いはい、はい、思いついたことま聞いてください。 まあ、いろんな研究をしていってで、その結果をどこに出すかっていう話が、ねうん、重要です、ねえーまあ、どういった学会に、えー、参加してるのかとか、そういった話を聞かせていただければと思います。うんはい、あでもそれも結構重要で、なんでかっていうと、共同研究したときに、相手の方の研究活動のやっぱりメリットにならなくちゃいけないと思ってまして、言語学の方がゆっくり研究していっても、なんか業績として認められるんですけど、 理系の方の方があのまが、あ、いろんな科研費などのプロジェクトにも入ってたりもするし短期間にあの確実に成果を上げなくちゃいけないというスケジュールで動いてたりすることが多いですよね。なのであのなるべく共同研究者の方にも業績としてカウントされるような媒体であの出版しようっていうのはあのそういう理由であの昔から。 昔というか共同研究を始めてちょっとした頃から思うようになりました。なので、あのー、そこら辺はあの、まあ、相手に合わせてい <laughs> くわけなんですけど、ただ、相手の分野でもはまらないみたいなことあったりして、まあ、現在もあの何でしたっけ、保健の麻原先生と,あと農工大の小宮先生と、なんかこう NLP を使った、また新語の研究の第2弾やってたりするんですけど。 ちょっと言語学とやると NLP の学会的にはそのこういうふうに性能が上がったとかっていうポイントがないからちょっと違うけどっていうときはまあ学際的な分野とかもあったりするのでそういうプロフロンティアスとかプラスワンみたいに学際的な分野のところに出していくまあ心理学系とか認知科学系に出していくっていうのが まあとはまあいろんな方に読んでいただけることがあの向こう側からしたら学あの言語学と結びついた時の、まあ、メリットの大きな一つだと思うのでなるべくオープンアクセスのところに出した方がいいんじゃないかというふうに思っていますでそれでも雑誌論文ね。でまあ雑誌論文ちょっとあのハードル高いっていう場合は学会になると思うんですけどそうしますと認知科学会か あの人工知能学会とかがいいのかなと思いましてであのやっぱりあのなんでしょういろんな人がたくさん集まるのででまああのあとはまあそうですねいろんな <laughs> えとなんていうんですかことをやることに対してまあオープンなので国内で言ったら、まあ、人工知能学会とか認知科学会とかあたりがいいのかなというふうになって ふうに思ってますただそれ自体は業績にはならなりづらいのでその後、まあどっかの雑誌とかに出すっていう感じを目指すのがいいかなって思います。ただまあ研究が楽しいっていうことがさらにお互いにとって大事なのでちょっと向こうに余裕があったらこちらが。 のか認知言語学的などっかにに出すことに協力してくれる場合もあるかもしれないです、ね、もうでも話し合うことは結構大事で後でトラブルになったりするとオーサーシップとかでトラブルになったりすると良くないですので研究の最初にどういうふうなアウトプットを出していくかっていうことまであのぼんやりでもいいけど最初に出口もちょっとイメージしておくのは結構大事かなというふうに思いますね。はい ありがとうございます。補足の質問なんですけども、おっしゃってたフロンティアーズとあとプラスワンっていうのは、これは雑誌、うん、ジャーナルの名前ですかはい、オンラインジャーナルの名前ですね。えっと、私のそのファッションショーのやつはフロンティアーズに出てて、ちょっとプラスワン私は出してないんですけど、篠原先生とかも出してるまあし、あの認知言語学の人だと、あのボロディツキーの何でしたっけ、犯罪は獣か、 犯罪はウイルスかどっちのメタファーを取るかで、えー、と文章の読み方が違うっていうメタファーの有名な分析あるんですけど、あれとかもプラスワンに出てたものですね。なので、でフロンティアスの方は、あの、何でしたっけあ今、名前が <laughs> 思い出すね。えっと、あれ、トマセロと一緒に本書いてる、ダイクシスの研究してる研究者の方、何て言うんでしたっけポインティングの研究してる方いらっしゃいますよね。 ちょっと今思い出せないんですけど、ディじゃなくちょっとまあただあの言語学の人、あタルミも書いてましたね、ただそのポインティングの特集かなんかあったとき。なので、あの言語学者もその2つに全く書いてないわけではなく、まあ、そういうのがありますで、まああのそういう感じですね。すいません。ありがとうございました。<laughs> 失礼しました。はい。えっと、あ山井伸さん。<laughs> <あ>えー、そうですね、ありがとうございます、コーさん、ディーゼルさんです。はい、あ、助かりますね。はい。あ、さっ<あ>、あ、今チャットの方,トの方をご覧、はい、はい。ありがたいことです。えっ、ー、と、ホルガー・ディーゼルさんもえっ、ー、とフロンティアスであの特集をまあ組んだりとかもしているので、まあ言語学の人が言語学でそっちの方に進出もしているという状況もありますよね。 はい。他に何かありますかもし、また、後で聞いていただいてもあ、ありがとうございます。久保田さんからも、あの同時、同時刻ですね。13時56分、同時に、えー、と教えていただきました。はい。じゃあ、一旦動画見ましょうかね。それでまた、そうですね。はい、そうしますかね。いかはい。はい でえー、と動画を見るので、ちょっと一旦まず、毛穂いを停止しますね。そして、えっ、ー、と、ちょっと。 はい。では、えっ、ー、と、東京農工大学の宇野良子です。そして、武蔵野大学などで非常勤講師しています、えっ、ー、と、田中大一です。はい。では、今から、えっ、ー、と、私の全研究の分類をしていって、まあ、どんなことが背景にあるか、ブレインストーミングしていきたいと思います。はい。じゃあ、えっ、ー、と、全部の研究がカードになってるんで、最初にちょっと、あの、全部並べちゃうとすごいたくさんになっちゃうから、はい 私がまあ似てるのを、はい、あの合わせていくのとちょっと喋りながらやりますねそれからあでこれスペードの14番は初めてファッションの,あの論文にできたもので、うん、だからあの結構なんかその同志みたいなものを作りたいというか自分の喋った人の視点が含まれるような。 人工言語を作りたたいっていう気持ちはあったんですけど別に人工言語だから助動詞にならなくてもいいなっていうのは思うんですけどでもまあまあでそうしてた時に人工言語って質感が貧しいのであんまりみんな,なんか長時間そこにアテンションあけど難しいじゃないですかあの実験だからみんな嫌々や,や,やってるだけで,でなんかゲームやりなさいとか目的決まってると結構できるけど。 雑談してもらってるじゃないさっきから言ってるようにそうなってくると結構なんか人工言語がリッチじゃないと難しいなってなってきてて当時でだったら人間のやってる別の創作活動を人工言語と見た方がいいんじゃないかなってなったっていうのででまあそういう観点からあのファッションをそういうふうに思ったのは結構震災前の2010年ぐらいから思ってたんだけど まあそれで論文になんかファッションがなったのはこの2019年のだから結構最近で,であとあのこのスペードの15番これなんだっけあの音象徴の分析なんですけどなんか悪人の名前と善人の名前のに含まれるまあ音象徴の違いで,でこのハートの19番もここにないものであのコンパイラに怒られるっていう表現の。 分析でて、そういう意味ではメタファー、メタファーの分析とここ。あ、こんな感じですかね。これ以上はちょっと。せっかくだけど、<laughs> やった方がいいけど、ちょ、っと口に出さす、これ、さっと見てます。だから、結構やってませ、ね、んい。いやー、筋が多いです。<laughs> 筋が多い、どういうことですか。いやつまり、だから、いろんなジャンルの。あ、そうですね。でも。ね、つまりなん、だか<う>流れのような筋。流れ。 この研究があって、<ー>この研究があってっていうような。なるほど。で、なんか一本あってそこから発生していくっていうよりは、な,なんか見てると割と複数こうずっと走ってるっていう、うん。そうね。だから、あの、しかも長い期間にわたって、やめてないっていうのはあるよね、なんかね。よくて、ただ今知りたいこととかっていうのが、うん、えとどの方向から着いたらわかるかっていうのが先にはわからないので、うん いろいろなものとこうぶつけることによりうまい具合になんかこう明らかになる場合もあるみたいな感じかなと思って、うん、ここら辺はあの心臓語なんですけどでまあ心臓語のものを 緑印つけるとするとオノマトペの一部も心臓語だしファッションデザインもそういう意味であのファッションショーを見る側とその作品で作品を心臓語と見たりするんでだから心臓語研究は結構見ててでなんで心臓語を見るようになったかっていうと結局実験記号論とかあのシミュレーション全部心臓語なんですよ心臓語ばっかりじゃない。文 で何なのかっていう問題考えた時なんかその尾上先生の修行を受けて国語学のその「艦隊」用文の基本と考えて艦隊から「十体」が出てくるって言い方はしてないと思うけどでもなんか意味的には艦隊にあったものが十体に展開するみたいなアイディアあるじゃないですかでもそれはその歴史的にそうだったとかそういう話ではなくそう整理できますねっていう話なんですけど。 でな,ならばなんか艦隊ぐらいならロボットも話しそうだから、うん、シミュレーションで艦隊作ってそこから出体が出てきてっていう形でできるんじゃないかなっていうふうに思ってまず最初ここら辺の研究をやった。 研究の関心とと重なるとことかああったりりしまますす。私はだいぶちょっと、ね、前も言ってたけど、うん、私の方は自己の自分がどれだけ広がるかだけど、うん、どちらかというとどれぐらい自分はないか、うん、だから観点が逆のところ狭まるかじゃない、うん、観点逆だったと思うんですけどだからそれで言うと何かあったりはしますかね。 結局だから私の場合は割とつまりなんていうんだ自分の探るのも自分のその感覚を探るのも世界について知るのも私の直感だとほとんど同じことをしているという感じでだからあえて自分が探る方はそんなに見る必要がないんじゃないかってことですね。ええまあ、そこに特有の問題というか考えることがあるとし何があるのかなっても。も、うん 自分を探るのにためになってる、うん、ためって言ったら変ですけど、うん、探ってることが起きてて、はい、あのなんかいかにも自分探ってますっていうのと、うん、重なるところがあるっていうのはそこは同じ意見なんですけど、うん、現実描写の文を分析しようとすると、うん、情報伝達のためにやってるやつと、うん、そうでもないのが混じってるんでどっちの研究してるかが、うん、るまあ分かりにくいのでもうそっちには読みづらいものを、うん やってるってぐらいね。だからそこは割とそうですね。う,ん、うん。じゃあこれはどうですか。これでもう結論とかつけず一旦これはこれでいいんですか。うん、そうですね。じゃあ結論はあの、ええ、発表の時にもうちょっとつけたいと思います。<laughs> じゃあ一旦ここではい、はい、どうもありがとうございました。 はいあの、動画以上となります。えっ、ー、と、ちょっとスライドに一応戻って。この動画に関しては、田中さんどうですか、何か。いやいや、か <laughs> ど <laughs> もうも出ちゃってますからね、えーまあ。ちょっとこういうこと言うとややこしいかもしれませんが、あの最後の質問が田中さんから。うん、あの、 外で起きていることと心の中で起きていることは同じなんじゃないかなのに、心の中で起きていることをなぜ取り上げるのかっていうご質問いただいて、うん、たじゃないですか、今の一番最後のところ、そういう質問を。で、ちょっとその時私勘違いしてあの答えてて、その外っていうか情報伝達と内部の感覚探るっていうのの、 が普段は一体化しちゃってるから内部感覚探るの方を取り出せるようにしてるって言ってるんですけど多分ご質問の趣旨それじゃなかったと思うんで一応答えておきますと私も外であの起きてることそのああの雨が降ってますとかっていうのと心の中で今私は嬉しく思ってますみたいなこれ同じようなことだと思ってるんですよ。はいうん、で中のことであってもそうで,でこの間にやっぱり事故ってあると思うんですよね。 間間っていうのののは今何何と何との間ですかその外を観察すると自分の内面を観察するの間をし切っている部分が事故だと思っていて、でそれは、そのなんでしょうあの例えば私は花に感動しましたっていうのは私についての報告じゃないですか。はいそれは外にあの赤い花が咲いてますと同じで報告なんですけれども、うんうん、なんか そのあっ花だみたいに言う時これ、うん、あの間になると思ってて、はあ、だからそこにおいてだけその両方を仕切る膜みたいなものが、まあ、膜が自分なんですけど出てくるっていうふうに思っててその間の膜のところを研究したいっていう気持ちがあってでその間の膜が出てくるなっていうふうにかんだか報告をやめなくちゃいけなくてそのためには。 報告つまり心の中を報告するのも外のです報告するのもああ同じようなことで、中だから。うん、あ,あそう、うん、はいはいいや、それはあの分かります。うん、つまりあの対,対象として描写するみたいなことをしている限りはそ。そうですよ、ねまあ。描写されているのはそのあくまで対象であって、うん、それはそうですねあの。つまり心について描写しても、それは誰かが心を描写しているだけで。 なんとかしてその描写してる元が、はいはい、元がその、まあ、一応自分だと私の場合は考えてるわけなんですけど、その元自体にアクセスする方法はないかなっていうふうに考えたときに、うんあの、さっきの,その内面を探るっていう言い方をしてるのはそっちの方なので、かその田中さんが分けた2個っていうのは、私にとって両方とも何だっけ。 情報伝達部分になってて、はい、情報伝達じゃないそれを報告してる自分自身っていうのがいるわけなんですけど、うん、それがあの引っ張り出されるような、うん、そういう部分を、えー、となんか探していきたいので,でも、まあ、ちょっとざっくりっち新しい言葉作る時とかっていうのは割とそっちの方になってくるわけですね。 なんか描写してるんじゃなく、うん。あ、簡体的になってるってこと、ね、簡体的、そうですね。まあまあ。まあ簡体的って言ってもちっ、ね、いやいや、だから私の気持ちちょっと、あの、なんかハイコンテクストの言い方で言うと、まあ、簡体的になってるっていう、えー、だから、なんか状況のを、なんかいくつか作り出すことができてて、うん、まあ、新しい言葉を作るときとかっていうのは割とそれが観察しやすいから、 なとでちょっと動画の中では、うん、あの、ポイと答えが一致 <laughs> かったので補足です。ただ、今のでより分かりにくくなったかもしれません。で、一応カードこういうふうに分けて、で、全研究の紹介って言われたのが、結構、あの、プレッシャーで、であの、浅尾さんも大変だなと思うんですけど、なんか、今回の発表に全研究を取り入れるために、こういうあの全研究分類っていうのを入れてみたという。 感じですね。ただ別にあの今後の人が全員やらなくちゃいけないっていうわけではなく、まあ、こういう試みもどうかなっていうことと、まあ、あと国権のレクチャーシリーズ撮ってる河村さんにあの動画撮ってもらったんで、非常にいい動画ではあるんですけど、必要だったのかどうかはちょっとよくわからないけど、まあでもまあ感じはなんかちょっとわかっていただけたかなと思います。 はい、ではどあのあ、これでもあれじゃないですか、ついでにどこまで有益か分かんないですけど、このカー,カードの色とマークと数字について、ちょっと詳細はいいんですけど、大雑把にどういう観点でっていうと、黒い方があが書いた媒体で、赤い方が口頭の、だから学会発表とか講演ですね。で、あのそれぞれ3タイプずつぐらいあるんですよ、著書と <laughs>、なんかあの雑誌論文とその他みたいな。 まあそれはもう濃厚台の業績分類をそのまま使った方が早いんで、それに合わせてるだけなんですけど、で、でマーク変えてる感じで,で、普通は春夏秋冬というか、その何、あのクローバースペードハートダイヤなんですけど、6個になっちゃったから、あの太陽と星も入れててっていう感じです。<laughs> で、トランクのカードのサイズに、うん、あのしてもらってあの、ちょっと研究員の石山せ原さん、デザイナーでもあるので。 なかなかブレーストを見がしやすかったです。田中さんはでもリストの方が分かりやすいんですよね、こういう。<laughs> よくそういうことを覚えてます <laughs>。<laughs> いやいや、一覧にあったのは私は、ええ。こうやってあるとなんかいっぱいあるように見えてよく分かんない <laughs>、うん、あだ,けだけど、こういうふうになんて言ったらいいんでしょう、研究がまああのプロジェクトで区切りがきれいに分かれてる人は、はい、あの最初からあのこういうことしなくていいかなと思うんですけど、うん、まあこっちとこっちに の間みたいなのをよくやったりするので、まあ、確かにこう空間的に配置すると、まあ確かに、関係は分かりやすい。まあうんうん、なんで、まあ、ちょっと今日の準備するのにはよかったんですけど、あれが9月で、ね、すごい暑そうだったというのが。そうですね。はい。で、一応、この今見せてるもの をもとに、この後のですね研究背景を話すというところを作って、まあここがまあ今日のメインかもしれないんですけど、ここをまあお話しするという形になります。山泉さん、ちなみに休み時間ってそろそろな感じなんですかこれって。あでもまだ70分ぐらいだからともうちょっと行きましょうか。では、えっと、今の、まあ、今の聞いただけじゃ、あの 勘のいい方だと何か分かるところもあるのかもしれないんですけど、えっ、ー、と、もうちょっとそれを、なんていうか、一直線の話に、だから、田中さんが筋が多いですねって言ってたじゃないですか、こういう研究がここから発生して、はい、みたいな感じで、一つのまあ流れとして、なるべくあの全体をまとめたという感じです。で、全部で、丸9まであるのかな、1から9まであって、 いきますねでが、まあ、認知あこれ、あれじゃあ、あすみませんこれちょ、ちょこちょこ区切っていった方がいいなけて。ちょっと、すごい先の方に全体の、うん、ちょっとごめんなさい、あ、これ、こうやって出ればいいのか、ちょっと待ってください。えっ、ー、と、1から9までの目次的に先に見せればよかったですね、ここから。えっ、ー、と、まあ。こういう感じになっていてあの、ちょっと全体を先説明すると、まあ、認知言語学 どういうふうに興味を持って、その後言語研究から、まあ、シュミュレーションを始めたところ、シュミュレーションからあの人間の実験を始めたところ、あともう一回、言語に、信号の研究に戻ってくるところ、そして、まあ、デザインとかに応用するところっていうことですね。ですので、まあ、まとめて、まあ、話し手の側と聞き手の側に、まあ、それぞれ注目するといいなっていうことと、 まあ聞き手共有と不確かな共有っていうのがキーワードになってくるよっていうことと、まあ、さらにあの言語進化学の,あの何でしょう科研費の進学術のグループにいたときに、まあ、あのみんなで未来のコミュニケーションについて考えようっていうのがあったんで最後ちょっとこれらの1から8までを未来のコミュニケーションということに かついて考えるとこうなるよっていうことで、8まではだから今までやってきた研究の流れで、9はまあちょっとその先みたいな感じですね。じゃあどう,どうします一やったら、あ山泉さんどうぞ。あはい。えー、っと、そうですね、時間的に、えー、っと、じゃあちょっと先に聞いておきたいことがありまして、先ほどの動画で、はいはい 宇野さんと田中さんで観点が逆っていうようなことをおっしゃったと思うんですけども、それについて、えー、とき先に聞いておけば、その田中さんの、えー、と言ってることとの対比でも分かりやすくなるかなと思ったんで、うん、ちょっとそこを先に,かに。なんかこれは結構面白い点だと思ってて、さっきの動画の繰り返しにちょっとなっちゃうかもしれないんですけど、 私、さっきから事故の拡張の話してるじゃないですか。だから自分が言語でどんどん大きくなっていったり、まあ、より認識されたりっていう話なんですけど、まあ、田中さんはあの事故が、な,、まあ、なんていうんですか、広がっていくというか、どれだけないかっていうことを興味を持ってるっていうことですよね。これはもう田中さんにお話しいただくと、まあはいはい。そういう差があって。うん、だから そっち側、ちょっと説明してくれますか、うん、その事故がどれだけないのかっていう話ですけど。まあまあ、でもこれ、多分先ほどの、あの、えっ、ー、と、宇野さんの方から補足であった、うん、つまり、えっ、ー、と、応答のすれ,ちすれ違いの、多分すれ違ってな,ないというか、えっ、ー、と、すれ違ってない方の、ない方じゃないな、えっ、ー、と、体勢があった方を、多分踏まえて聞いていただけると分かりやすいと思うんですが、つまり、うん、えー、例えばその自分の感覚だから、これが赤く見えるとか、 を言うときにも、えっと、赤く見えるって出来事が、なんていうの、要するに、こう、田中に起こってるだけであって、それが別に、要するに田中、環境の中の田中部分に起こってることを私が報告しているということで、でそれは別に、あの、事故ではない。えーまあ、報告しているのは事故なわけですが、つまり、ここに起こってるというだけであって、事故ではないというふうに、まあ、私は感じていて、うん まあ、つまりその自分の心みたいな、まあ普通に言われるものっていうのは、まあたまたままあ自分には独特の見え方をするけれども、まあでも別に自分に独特の見え方をしているからといって自分であることには全くな,、まあ、ならないわけです。少なくとも必然的にはならなくてよくて。で、えー、なんか普段はそういうものをこう引き受けて生活する。つまりこの心ってお前のもんだよって、むしろお前だよっていうふうに言われて生活しているんだけれども、 まあよく考えてみると別に、えー、引き受けさせられているだけでどんどん切り詰めて、でもこれも別に普通に報告できるような対象の側にあるものだよなっていうふうにどんどん見ていけるわけですよね。だからその、まあ要するに単に要するに眼鏡を外せるのと同じで、生まれつき眼鏡がかかってるんだけど、まあこれも実は環境の一部でしかないとも見える。で、その、まあどん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 切り詰めて、ここになんかある種の経験が成立してるとか、 認識が成立しているとか、まあ、そういう部分まで、えーとまあ、切り詰めていける、むしろ言葉によって切り詰めていけるっていうふうに、どっちかというと私はそっちの方に関心があって、まあ、でも多分それはあの広げていくのとおな同じ運動なわけですよね。例え車に乗っているときに車が事故の一部になるみたいなものも、それはあの同じのを広げて、で例えばその身体みたいなものもある意味事故の一部でない形でももちろん捉えられる。 し、まあ、現にそうな,なる人もいるわけですよね。な何かの、まあ、病気なのかなんか分かんないですけど、何、うん、かの症状でそうなってしまう人もいるわけで。なのでむし、むしろ私は切り詰めていって、あ、でもこれも実は環境の側だとも見えるじゃないかって方に関心があるということですね。なんか切り詰めた先には、その言語で私っていう時だけが私があって、はい、それ以外は。 欲しいみたいなことでいいですかまあでも、私って言ってしまうと、それも環境の側にも配置されるので。でもまあ、なんていうんですか、最後の切り詰めていくとそこら辺に。まあまあそうですね、言える範囲で言うとそうなるっていう。確かに。そうすると結構、まあ思ったよりモデルは一緒なんだけど、どれくらい広がるかってことになぜか興味を持ってるんですけど、そうですね切り詰めていくってことですね。まあ 身体がまあ全くないっていうのもちょっと想像しづらいですが、まあ仮に私の身体がすごく小さな、例えば四角い箱みたいなものになったとして、そこに口がついてて私って言えばまあその箱を普通にみんな刺してくれるわけであ、いや、お前肉体ないから私なんて使えないんだよとは多分誰も言わないと思うんですよね、例えば。それはあの、もっと拡張していって、まあ何ですか、巨大な何かロボットみたいに乗り込んで私はって言ったらそのロボットを刺せるのと、まあ同じ話ですね、それ自体は。 で仮に心みたいなものがあんまりなくなっても、まあ、私って言えば、その薄い心なり、内容のない心なりのことをちゃんとみんな指してくれるので、あんまりその内容は実はいらないんじゃないか。ということです、ねうん。まあ、なんかそういう、そうですね。うん、だからまあほとんどがあの、心の中も外も環境で本当に薄い、はい、 あのその2つが接するある部分にたまに現れて、うん、まあ私の考えだと言語によってそこが評価されやすいかなと思ってるんですよね。なので <laughs> 狭めていくと方が難しい研究かなっていう気はね。 ああまあ確かに。まあそれはそうですね。つけ,、えー、付け足すのはまあ実験環境とかでもまあできますからね、現に減ら。減らしていくのはなかなか。<laughs> 広げていくと、実はあのすごく、なんていうんですか、元にじゃあたどっていくとどこになるのってことで、はい背、実はすごい狭いかもしれないっていう可能性を提示するっていうことでは同じだと思うんですけど、研究プランとしてなかなか。 狭めていく方が今まであんまり思いついてなかったですね。まあでもそうです、ねこ。これは山泉さんにはこれで納得感はあるんでしょうかえっと、うん、まあ少しだけ分かったような気がしました。うん、えっとそうですね、ま、主に田中さんに2つ聞きたいのは、うんえー、言葉によって切り詰めるって言ってたと思うんですけども。 言葉以外でも切り詰められるのかっていうのが一つと、うん、あとその切り詰めていくっていうのは一体何のためなのかってことですね。まあ拡張はなんとなく、えっ、ー、と、例えばこう、成長だとかメガネだとか、うん、ファッションだとかって、まあ、なんか何のためにやってるか分かりやすいと思うんですけども、うん、切り詰めていくっていうのはそれは何のためなのかという、まあ、素朴な疑問二つがあります。ああなるほど。 まあじゃあ、えっ、ー、と、最初の方から、えっ、ー、と、お答えすると、まあ言葉によってっていうのは、まあ、えっ、ー、と、なんていうんだろう。まあ要するに描写する作用のあるものであれば、まああるいはその伝達する作用のあるものであれば、まあ良いわけですが、つまり記述の対象にするということですね。で、それが、まあ、まあでもそういうものができれば、それは言葉だって言えば、それは言葉によって、<laughs> ということでしかないと思います。だからその絵画とかまで含めて、例えば、あるいは。で、 まあそれはだから、まあ、要するに描写していくってことですね。その対象の側に持っていくと。で、でなんで切り詰めるのかというときに、まあ、これは、あの、それこそ、あの、なんてうんですか、あの、研究には乗らない方のモチベーションの問題だと思うんですが、うんうん、これは、あの、えっ、ー、と、なんていうかな。例えば、その、うのさんなんかが、えっと、捉えようとしている、その、なんですか、その、間にあるものっていうのに、 えー、あんまりその内容的なものを含めたくないっていう欲求があるわけですね。つまり、えー、今、私が何か、まあ、いろんな、まあ、偶然によって肉体を持っていたり、まあ、いわゆる心のようなものを、まあ、持っていたりとか、多分する。まあ、少なくとも公共的なそうしているわけですよね。で、ただ、それは何ていうか、あの偶然あるものであってその、私がここで何かを経験しているとか、私がここにいるみたいなこと。 にとってはか、かなりその偶然的な要素で、つまり全然変わっちゃってもいいわけですよ、ね。だから身体の作りが全然変わっちゃうみたいなことも、まあ現実には想像しづらいですけど、あったってよくて。でもその場合でも、この人が私はとか言えば、ちゃんとみんなこの人指してくれるわけじゃないですか。なんかその、なんていうのまあ要するに余計なって言ったらいいかもしれないけど、偶然入ってきてるものをなるべく排除していきたいっていうような欲求が多分ある。 だと思いますね。だから、メガネとかもたまたまかかってる人にとってはかかってるんだけど、でも、まあ、簡単に外せるんだったら、あ、これ別に必然じゃなかったんだってことになるわけじゃないですか。でも、それ、外せないメガネかかってる人はそれに気づけないわけですよね。あの、が概念的に外せないメガネというか、メガネというものを知らない人にメガネをこう生まれつきくっつけてお,けお,おいた場合に、その人はあ、私の目ってこういうふうに見えるんだとしかならないわけじゃないですか。 で、私の世界ってのはこういうふうに見えてるもんなんだと。でもその人に、いや、それメガネだよって教えてあげて、実はここ押すると取れるんだよ、みたいに言われたら、あ、これって環境だったんだ。別に私が引き受けるものじゃなかったんだっていうふうに、まあ、なっていく。で、それはあの、今メガネがついてるってまあ偶然だったわけで、でもそれはだから必然ではないわけですよね。なんでそう、そういうものを取り除いていったときにあのこうど、どこまで取り除いていって、こう 取り除けないものっていうのをどう、どうか、なんていうかな。まあ観察はできないわけですが、どういう仕方で言えるようになるのかっていうのが考えたいというのがあるということですね。えっと、どう、どうなんだろう。これで山井水ん向けの回答になってるんですか。<laughs> <laughs> ええー、まあ少し分かったような気もします。まあ、こう、必然的なものを探求したいんだなというようなことが分かり。<laughs> はい。で、えー、っと、 まあそれと言語を合わせて考えると、まあ、よくあの言,言語学の最初で言われる言語記号の使い性みたいなものもあるじゃないですか。そうなると、でえー、と言語学の多くって慣習の研究だと思うんですよね。慣習、うん、で,であるからにはまあ他でもあり得た、そこの恣意、まあまあ、的なものがあるということなわけなんですけど、そうすると、じゃあ、田中さんのやっている研究っていうのは慣習、まあの え研究である言語学とはまあかなり異質な,も異質なものというような感じなんですかね。こう一,一般の言語研究で想像されるものとはだいぶ違うというような。あの多分それは何て言うんですかね、あの実,践実践的な問題で、おそらくは。でそのつまり、えー、と可能性の範囲をどこに制限するか、あるいはその現状みたいなものをどこまであの保ったまま、こうでもありえたってことを考えるのかって問題。 だと思うんですね例えばその、えっとまあ、人間の言語とは何なのかみたいなことを仮に問い、まあ、すごく大雑把な問いですけど問いに立てるとするとその今あるような、まあ、これはあのまさに宇野さんの話とも関係するところですが今あるような言語をまあ見渡してであ人間の言語ってこういう特徴を持っているんだっていうような、まあ、結論に至るってやり方がま,あまずあるじゃないですか。 でこれはあの考察の範囲というか可能性の範囲を今あるものに絞ってるわけですね。現実に成立した個別言語たちのまあ集まりから言語とは何かを考えようという方向になる。で、えっと、それとは別に、どんどんこういろんな、えっと、現状成立しているようなものをまあ外して、ここは単に可能性としてこうなってるだけで、他の可能性もありえたっていうふうに。 まあ言語を広げていくってこともあり得るわけじゃないですか。で、現にその、えー、なんていうんですかね、まあだから人工。人工生命とかに言語みたいなものをこれから、宇野さんがやるような。まだそういう、そういうその、なんていうかな。現に言語が持っている特徴のうち、本当に我々が、あ、これは言語だねっていうふうに、まあ、見なすものであるためには、まあ、何が必要だったのかっていうのを、まあ、 考えていく試みだと思うんですねだからその慣習みたいなものも例えばこの慣習が成立しているみたいなことを、えー、と可能性の探索をするときにここはじゃあ固定でやっておいてで他の部分は緩くするとか、まあ、そういうそのなんていうかなあのぜ全部を全部の可能性いきなりバラバラにしちゃったらそもそもそれが言語って思えるかどうかみたいなことも分かんなくなるわけで,でど,どっかは固定してどっかは緩くしていくっていうのはおそらくその え個別の研究ごとにいろいろやってるんだと思います、ね、あの実践的には。っていうと、どうですかなるほど、なるほど。そうなると、じゃあ、その言語の本質みたいなものにそうやってまあ迫れると、うんうんあの。少なくともその一つのアプローチではあると思います、ね、つまり、我々が今使っている言語だけがあの言語なのかっていう、まあ、問題ですよね。<laughs> で、まあ、これじゃなくたって、 まあ、良いかもしれない。まあ、もちろんこ、これに関心がある場合は、もちろん、これを見るしかないわけですが、少なくとも私は、あの今、我々が使っている種類のものじゃなくても、言語だっていうふうに、まあ、思えるようなものはあり得るし、で、それは思える以上は、なんでそれが言語だと思えるのかそ、そこにある言語らしさは何なのかっていうのは、まあ、関心がありますね、はい。補足させていただきますと、 あのまあ、今のはすごい人工生命的な考え方で要するに人工生命っていうのは人工知能と違,ってあ違うんですけど何が違うかっていうとありうる生命を考えるっていう立場なところであの今あるなんていうか知能をこう作ろうっていうよりも人工生命は今生命って何かって考えるときになんか生命作るわけですけど作るきに今あるの をモデルにするんじゃなくて、まあ、生命って何かっていうのを考えつつもありえた生命も作るみたいな感じなわけですねでそういうところの研究室でポスト読してたので当然私のモチベーションとしても今ある言語はヒントでしかなくてありえる、まあ、言語っていうのは何かっていうことを考えてでそれでだから言語を作る実験とかするときに言自然言語と似てなくっても。 ある意味それでもこれは言語なんじゃないかっていうことが大事なわけですよね。なので田中さんと問題しか一緒なんですけど方法としては何であ,のありうる言語を作ってるみたいな感じですよね一方では。うん、ちょっとこの後の話の前取りになりますけどでもあとは一方はその慣習っていうことでいうときにその慣習が変わるときとかに どれぐらいのポテンシャルを持ってるかとか、慣習のロバストさとかって結構分かると思うので、信号作ったり言語変化が起きるみたいなとこの研究っていうのは、その可能性みたいなものを、まあ、ちょっと捉えるのに、すごいいい対象なんじゃないかなっていうふうには思っていますね。そうですよね、うんその。いや、あの、多分こう言えばよかったんですね。 具体的に今成立している個別の慣習について考えるとか、それを分析するということと、あのそもそもその慣習っていうのはどういうものなのかってことを考えるっていうのは別の、まあ別というか、抽象度が別のことで、で例えば言語っていうのは慣習性が重要であるってことは、まあある。これはあの あるってか、そこはあのい、なんていうかな、言語とは何かってことを考える上で入れていい条件だと思うんですが、その監修性ってものがあの、具体的に例えば今あるような英語とか日本語みたいな監修である必要は監視もなくてな、何かしらのそういう監修みたいなあり方を、まあ多分していれば <laughs> 良いわけで、で、そこが、それが何なのかってことは、あの、普通に関心の範囲に入ってきてるって言えばいいのかな。それすごい 極めて認知言語学的というか、レ、うん、イコフのウィメンファイアンドデンジャイ g e r o u s の、うん、ジルバル語のカテゴリーの研究とかも、こういうカテゴリーに固まってはいるけど、うん、だからこういう関心はあるけど、うん、2>, 2回目があったら必ずしも、だからタイプ巻き戻したらもう1回同じことが起きるってわけではないかもしれないけど、こういう理由でこうなったっていう動機づけを説明した上で、まあ、あのその放射状カテゴリー。 の構造とかこういう点はだけど、うん、まあそういう何て言うんですか、一回一回の慣習に関わらず、うん、まあ人間の認知にあるんじゃないかっていう話ですよね。そうですね、だから、現にあるものを可能なものの一つとして見るっていうような見方をしてるっていう、うん。ありうる言語っていう考えと、プラス自己の問題っていうのが、両方関心が重なってるっていうのが、田中さんと私の。 共通点な気があだからまああるある意味あのそういうあり得る言語を描くとこまでは言ってないですけどあり得る言語にまあ対応しようという姿勢って言ったら変ですけど、うん、まあ認知言語学的なそういうあのレイコフのあの本とかはまあそういうところはあると思うんですけど、うん、だということですよねはい。うん ちょっとここで休憩をさし挟むのが内容的にも時間的にもちょうどいい気がするので山、ねはい、泉さん、ここで休憩でいいですかあはい、そうしましょう。ではあの研究の背景を話すで1からいきますで、まあ。認知言語学への興味であの最初ですねであの。話者の視点がうめうめあのもうそもそもあの自分はどんなふうに言語と関わるかということを。 知りたいのは子どもの頃からちょっとあったりしたので和者イコール私の視点が埋め込まれた言語形式はどのように生まれどのように私たちの自己の認識に影響するのかっていうふうなことに、まあ、よりちょっと言語学とかして興味を持つようになりましたつまりなんかあの自分の視点っていうのが言語の中に含まれてるっていうことにポイントがあるんじゃないかなって。 思ったんですねで特にあの文法を形作るのに何か関係してるんじゃないかなっていうようなことを思っていましたので言語現象としては助動詞とかあるいはその助動詞が含まれてる説とか文に興味が出るようになったわけです。で、えー、とそこからあの博士論文ではそういう助動詞が今これあの主説主語にグラウンドされてるのか それとも和社にグラウンド、和社から見たたって言ったとき誰から見た過去なんだろうみたいなことが結構観察しやすい現象として、まあ空文っていうのがあったので、まあ、その助動詞の分析から始めたんですけども、まあ、あの視点の共有っていうことも必要だなっていうことを認識することに、博士論文を書くことでなりました。ちょっとこのスライド補足スライドが、丸1の補足があるので、この視点の追跡、視点の共有のあたり、 補足していきますそれで質問を受けますね。でまず、えーと、認知言語学的に助動詞から視点の分析しようと思ったっていうのに、まあ、こ,のこのとのっても、ラネカーの基本認識モデルをちょっとあの自分で絵にしたものなんですけど、まあ、これをもとに、まあ、言語表現と発話の場の関係づけを表す表現を分析するようになったということですね。でここが今で、これ時間軸でですね。で あの今しゃべってるこう私っていうのが和社ですねで本当はここに聞き手もいるんですけどちょっとあの最初の図にはいなかったんでここですねで、まあ、自分が体験してきた過去っていうのが現実で、まあ、過去の体験してないことや、まあ、未来に非現実がまあ広がってるっていうことがあってでまあこうだろうとかたっていうのは、まあ、基本はこの和社からのここら辺の現実非現実のどういうところにあるかっていうのを まあ示しているマーカーになっているという考え方から、まああの、事故の問題を扱うには助動詞見ようみたいなふうに思ってきたということです。で、補足1ですね。で、2が、じゃあ、ジョインターテンションの方何なんだという話で、しかも広い意味でのということなんですけど、まあ、狭い意味でのジョインターテンションはまあ当然のように、えっ、ー、と、 まあこうベイツ1973年のベイツが、まあ、全言語的コミュニケーション喋る前の赤ちゃんとかのコミュニケーションの中にやっぱりそういう目線や指を使ってやる、まあ、コミュニケーションがあってそれがこのジョイントテンションが当たりますねでなんか花があって花の方を見てお母さんを見るとお母さんも花を見てくれるっていう状況があの成立しますよねでまあそれに 全ああ命,命令的なものと全、まあ、叙述的なものがあるプロトインペラティブとプロトデクララティブがあるというふうにベイツが言っているわけですねで。こういう発達で見えるこういうジョイントアテンションなんですけど特にプロトデクララティブはあのプロトインペラティブは、まあ、あの霊長類でもやるものがいたりするんですけどプロトデクララティブはそういうのないっていうことからここら辺なんかこう人間言語の特徴と関係あるんじゃないかというような。 まあ着目は結構されてましたただ広い意味でのっていうのはこちらの方で2003年頃はまあ池上さんとこういうのでまあ論文書いたりしてたんですけど、まあ、花って言った時に、まあ、花に相手もこう意識を向けるっていうことでなんかあの同じその場で物を見てるっていうわけではないんですけどまあこう言語の機能としてこういうことがあるということですねでこれあの私はまああの花が綺麗だなと思って でまあ、感動して花って言って相手に見てもらうみたいな時もですね、さっきもちょっと話に出てきましたが、花が綺麗で私が感動してますって言っちゃうと、相手はあの感動してる私を見ちゃうわけですね。で、その場合は抗議のジョイントテンションにはならなくなってしまうので、えー、とこういうような、まああの、花の方に抗議のジョイントテンションが起きなくなってしまうので、 あの私にあの集中したわけですね。なんで、まあ、そこら辺の、えー、と説明するのに抗議上にタテンションを使うと、まあ、いいわけですね。で、えーと、副文でもこういう問題が起きるっていうことが分かったということですね。で、佐野さん、あの今日もいらしてくださってます、本田先生の2006年の,あの論文のこの,あの捉え方の意味論から見せ方の意味論へっていうのが、まあ、この頃出ていたのが、 非常にだからあの研究しているとき、まあ、自分でもこの捉え,方と見せか捉え方から見せ方の方に広げなくちゃっていうのが、まさに先ほどから出てる、ちょっともう一個戻しますね。ここの指定の追跡から指定の共有の方へっていうのと認識とあのかなり一致していて、さらにもうちょっと緻密に論じているので、あの非常に勉強になったんですけど、まあ、理解の意味論、捉え方の意味論っていうのが、 まあ当時の普通の認知言語学的な考え方ですよね。和者がどのような対象をどのように捉えて表現するか、そのような捉え方、背後から支えている認知のメカニズムはどのようなものか。でも、えー、と見せ方の意味論、理解停止の意味論は、和者がどのような対象をどのように捉えて、聞き手に提示するかで、そのような方法を背後から支えているメカニズムはどのようなものか。ということで、先ほどのここで花っていうのか、 きれいな花があって私はびっくりしてますっていうのかっていうのはあのここがまあ捉え方だけではなく見せ方にも関わってきてるっていうところが結構ポイントになってきます。でそれが文法の問題でも関わってくるっていうことですよね。語用論とかではなく文法の研究するときにもその見せ方っていうことがまあ基本になってくるっていう話です。というのが第1段階目ですちょっと あの今日博士論文の内容、そんなに話してないのに、ちょっとあの漠然としちゃいますが、まあ、子どもの頃のモチベーションからなぜ、副文をやるようになったのかっていう話ですね、ここはね、丸一は。もうちょっと進んじゃっていいですか。あいや、じゃあ、ちょこっとだけどうぞ、はい、お願いします、えっと、まずあの、一番最初のところの丸一、えー、1が何をら えっとまずこの最初のあれですねえっと和者の視点が埋め込まれた言語形式っていう時にえっとこれは単に確認なんですが、えっと、埋め込まれていない言語形式もあるっていう、うん、えっと立場なのかうん基本的にはみんな埋め込まれてるんだけどそれがその働きが分かりやすいものに注目するっていうタイプの、うん、あのどのように生まれって書いてあるようなとこから分かっていただけるかとも思うんですけどあのまあこ 自然言語はまず埋め込まれてるんですけど、はい、自然言語じゃない言語をゲームから作るときに、うん、単にラベル貼るとかっていうことができるわけですよ。あの赤とか、まあはい、部屋が4つあって1234ってするのが一番簡単なんですけど4つの部屋で遊んでてでそのなんか普通の言語は使えなくて何かの,あのものでて。あの 言語っぽいものを作れるとしたら、1、2、3、4って部屋を番号付けしたりするっていう現象が結構起きたりしてで、この時は必ずしも視点が埋め込まれてるって言えないと思うんですよねそ,そこは、えっと、どういう理由で言えないこれはあのちょっとごめんなさい、変な説明の順序になっちゃったんですけど、今ちょっとイメージしてるのは、あの実際にある実験で、2人でオンラインゲームをああのやるんですよ。 で4つ部屋があってあの、その4つの部屋のうちの同じ部屋に早く2人で入れると、まあ、上がりみたいな状況を作って、でこのゲームを遊んでる2人が、普通の言語ではコミュニケーションできないんですけど、ちょっと記号的なものは遅れるみたいな状況を作ってあげるわけですね。そうすると、お互いに同じ部屋に入るために、あのその部屋に、まあ あのラベルをつけるようになってくるっていうことが起きてきたりするわけですね。で、これは、えー、とものの識別にはなってるけれども、えーと、どこの視点から見るっていうことが関わってこないので、なので、和射の視点は含まれてないっていうふうに考えています。だから<ー>うん その例えば、時点みたいなものはどうなんですかいや、ここは個別のところに突っ込んでないかもしれない。あれごめん時点って何つまり、その記号を発する時点があるわけですね。それはその時点においてそうだっていう意味を担うのであれば、うん、そこにも。視点が埋め込まれてるっていうのがポイントで。はははだから、1語分とかも埋め込まれてないじゃないですか。<ー>だから、その,そううの話すタイミングとかで。うん あの後から視点は埋め込むことはできると思うんですけど。ああ、なるほど。埋め込むっていうのは、<ー>これじゃあ、コ、えード化されてるっていう,う。そういう意味でおっしゃってるんですね。<laughs> はい、ありがとうございます。そういうことです。はい、そっかそっか。それ,それをもともとコードとして含んでるような表現がどうですかギャップが大きいんじゃないかなと思って、うん、あの行為で埋め込むことはできるけど、うん、コードの中に視点が入ってるっていう、まあ、コード化されてるっていうふうになると、すごい言語っぽさが。 そこ,そこの,差差の差を捉えようとしている。そうですね。はい。ありがとうございます。うんでまあ、ちょっと今日は割愛してますけど、まあ、メンタルスペースの理論とか使うと、ちょっとそういう視点の状況とかも結構分かっていいなみたいに、まあ、当時は思っていました。うん、じゃあ2に行きます。あ、いやあもう、もうちょっと見 <laughs> <laughs> ません、えっと、はい、あの補足の3の2のところ。うん うん、いやそもそもあのジョイントアテンションというものを、まあ多分そんなにご存じない方もいらっしゃるんだと思うので、左の方が一般、まあ、にジョイントアテンションといわれるものですよね。ねうん、これが競技と言われているもので、えっと、これで言うと図の左側で言うと、この左のちょっと大きい丸の人が、この人が、まあ、話してに当たる人なわけですよね。この人が、まあ、花みたいなものに注意を、えーまあ、向けつつ、この 聞、えっとまあ、き手に当たる小さい方の人に、うん、まあ何かこれに注意を向けてくだ,、まあ、くださいというかともかくまあ向けてもらうような何かをして、うん、でそれに応じて、えー、この小さい方の人は、まあ多分実際にはそのこの大きい方の人の視線をたどるような形で、うん、えのこの対象としての花に注意を向けるということが起こっていると、うん、いうことですよね。の段階で見られる、はい はいようなことで、言語が生まれる前からこういうような行為をしているという、あ言語を獲得する前から。はい、あのあこの前だと、ととうそうですねししそれぞれの答えがってことですよね。はいで、えっとその時にえっに、と、気になるのは、この右側のえっと講義って言われてる方のジョイントアテンションで、うん、これはあのえっとまあ、ちょっとこの大きい方の人と、なんていうのか話して聞き手。 って <laughs> こっちはいいですよ。こっちは,こっちはいいですよ。この人は、えっと、この小さい人に向かって、放って言ってるんですかそ,そこの状況設定というか。うんまあ、一応、はいあの、この段階ではそういうことになってますね。後々そうじゃない場合も考えるようになってたんですけど、そういう疑問を持つようになって。ただ、ここでは、あのこの指さしが言語に変わっているわけなので、指さしの時もまも、あ、一応、うんあ、まあ、 あ視線でもいいのか、視線の方がいいですね。こっちをちらっと見て、こっちもちらっと見るっていうのがポイントになってくるので、うん、これを言うときにこっちの人も聞こえるように言っているっていうことが、うん、ここの段階では前提になってますね。そうするとその、この時の花、えー、上の花っていうのは、これは対象ですか、ちなみに。これ概念,れ概,念概念ですか<念>ですあはは、概念。ただ、き今日ちょっと補足資料は説明十分にはしてないんだと。そう ん、はい、いいか聞いてる。これ概念で。ということは、じゃあ実際の花に行くときにはもうちょっと、もう一段階あるってことなんですかねそうねそつまり概念に注目してほしいわけではないこともあります。うん、花を見てほしいときに、花って言って、うん、花の概念は想起するけど、花には何もしないと困るような場合には、これを返して、実際の花に、うんそうですね、これを返してってことですね。うん、うん。だから、あのこれは、 本当に言語活動そのもののことになってくるわけなんですけど、うん、まあだけど、ここの中の結果として、花を見たりはするってこともあると思いますよ。はい、あなるほど、ねうん、ちなみに、この、えっと、花っていう、この、えーとうん、なんていうか、吹き出しの中に入っている花っていうのは、これはあれですか、えっと、聞き手への働きかけだと考えてよい。だから、これは、まあえー、2>, 2個はあって、まあ、働きかけの意味にもよる。 かあつまり、2個あって、るところもう私は、つまりデクララティブのやつって、ちょ,ちょっと変わっただけで、結局、インペラティブなんじゃないかなとも思うんですが、つまり、インペラティブなんだけども、その目的が達成したいことがあの普通の命令とは違うっていう、あの必ずしも命令者の、普通の意味では利益と考えづらいようなことを。 組んでるから、命令に見えづらいというか、まあ、要するにあれ,あれを見てくださいって言ってる、一緒に見ましょうって言ってるわけですよね。だからまあ、あのなんていうんでしょう、そこら辺はまあ難しい問題ですけど、ええ、ただあの、発達の場合はりとはっきりしてきますよね、そこどっちなのか。もちろんその、こういう言語行為の時、うん、ってことですよね、どっちか。 だけど、まあ、その命令文的な意味で花を取ってこいっていうのか、花を一緒に見ましょうっていう意味なのかっていうことに関しては、うん、区別はできることはできるじゃないですかまあもちろん、た,ただ、えー、とどう言えばいいのかな、うん、あの概念に注目するってレベルだと結局は同じなんじゃないかって。ああ、なるほど、そういうことね。えー、あの現実に起こることはもちろん違うわけですが、うん、花を持ってこいに注目するのか、花が、花って、晴れは花があるってことに注目するのか。うん っていうのは、ここのレベルでは、なんか同じ図式にも見えるなとま、うんうん。まあ、あの、ちょっと先取りしちゃってるんですけど、ね、いくつか前の後。あと、なんか1分だと考えた場合に、うん、花って言ったときに、それが、あの、この人に、が、まあ、そういう、なんでしょう、花が欲しくて言ってるのか、取ってきて欲しくて言うのかっていうのは、まあ、この人の内面的なことになりますね。あはい、でこの人が それを聞いたときにどっちの意味と解するのか、しかも取りに行かないといけないとは限らないじゃないですか、命令だと思っても。いうのはまあこの人の自由に一応、でもまあその2個の可能性の中で迷うことが多い2種類ではあるじゃないですか。はい、花が欲しくて言ってる場合と、うん、花になんか感動したからそれをシェアしたいという場合と、うんで、さらになんでこの2種類に注目するかというと、 それが、なんていうか、そういうあの、平常文や命令文のような文の形と対応してるからっていうことで、ちょっと問題の立て方が、まあ、こ,こちらのベースはあの発達の研究としてやってるんであれですけど、私たちの場合は、あのこれもちょっとスライドの後のスライドからこっちに影響しちゃってるんですけど、はい、あのなんでしょう、そういう平常文を作ってみたいっていうところから、 命令文は作りやすいけど、閉書文は作りにくいってなったときに、閉書文を作ってみたいってなったときに、この同じ行動なんだけど、閉書文になったり命令文になったりするっていうことが注目ポイントになってきたっていうことですね。ああ、なるほど。でまあ、別の言い方すると、閉書文的意味っていうのがちょっと変わった意味なんですよね。全部命令だと思えば、えー、すごい簡単なんですよ。働きかけて相手に何かしてほしいと。えー、だけど、 平処分の、まあ、一緒に見てほしいっていうところまで本当にあまりにも明確に含んでると、うん、あのなんですか、命令っぽいけど、ええまあ、実際には単にこういうことがあったっていうことをシェアできればいいみたいな感じじゃないですか、平処分ってそもそも事態報告するっていうことに関しては。うん か毎回、そこあのしみしみ味わってまでな感じじゃないですよね。そそれはそうで外で雨が降ってますっていう時だから、その外で雨が降ってますっていう謎のその文を、なんかのモチベーションからどうやって作り上げるかっていうことですよね。で、あのただ情報を言うだけなら、さっき言ったようなラベルでいいわけですよ。えー、と雨とか、大雨とか。そうじゃなくて、 あの守護術語みたいなものが入った、つまり、和者の視点が埋め込まれたような形に展開させたいわけですね。で、そのモチベーションをどう与えるかっていう話になっていくっていうことですかね。説明になってるか、ちょっと。いや、まあ多分この,この後の話を聞くとかもよりかい、そうですね。ちょっと、ま、もう一回後で聞いてもらった方がいいかもしれないです。 ほかの方でな何かあればですけど、うん、大丈夫です。2>, 2ぐらいまで行った方が、あ石塚さんが。んがえっと、えー、その、えー、さ最初の、最初のっていうのは、二十二番目の丸1のスライドで、はい、はいはい、でえー、っとこの視点の共有が必要だって認識するに至ったのは、その、副文の研究で具体的に、 どうういそれはあのまあなんでしたっけあの、まあ、最初はこの助動詞の分析にすごいあので分析してたのは雨が降っているから地面が濡れたみたいな因果関係と地面が濡れているから雨が降ったっていう水路の関係っていうところから始まってあとは主節主語がまあ意識がある場合とない場合とか まあ、いろんなそういうのをやってたわけですね。だけど、あのー、なんだっけ、秋だからしみじみするとか、日本人だから内気だとか、こういう例文が出てきたときに、今までの分け方ではちょっと分けづらいなというふうに思ったわけです。で、こういうのっていうのは、えっ、ー、と、普通の,あの推論であり、因果関係であり、あれ、それが、なんでしょう、理、 広い意味での因果関係が出てるものはダイナミックな理由文って呼んでるんですけどスタティックな理由文って呼んでるものであの日本人だから内気だとか秋だからしみしみするとかこれ何、えー、だろう雨が降っていることが地面を濡らすことを引き起こすとかそういう因果法則に基づいてるんじゃなくて連想関係に基づいてるんですね。 日本人は内気なものだとか、秋はしみじみしているものだとか、いい子は静かにしているものだとか、そういうなんていうか、本来なら並列的なあの関係で、アンで言うような関係をここ、because で言ってるわけなんですね。で、これらのものっていうのは、まあ、あの日本語だったらからで言うけど、英語だったらアンで言うと思うんですけど、なんでこれも、あの、 かからでで言うううののののなっってていうふにうに考えたたきこのあの視点の共有の話も入,って入ってきたわけですでちょっと次のスライドで説明した方がいいからちょっと次の次か <laughs> 言うとだから秋だからしみしみするって言った時には秋としみしみするの間にあの関係を持ってるっていうことがこう聞き手に伝わるっていう状況になっていて。 こちらの方は何て言うかその秋としみしみするの間の関係を取り結ぶのが和舎だっていうようなタイプの主体何て言うか和舎関与が上がっていくようなそういうまあ理由文がたくさんあり、まあ、そういうものを分析するときに単にどれぐらいそのまあ従属説を和舎がコントロールしてるか。 主説はまあ当然和社がコントロールしてるんですけど、習俗説をどれだけ和社がコントロールしてるかっていう問題以外の和社の関与の仕方が出てきたということですね。はい。ちょっと。分かりと、や、す。分かれなかったですかね。なんとなくはでも分かっていただく。まあ、例は挙げたということで。はい。またちょっと聞いてください。どうですか他いかがでしょうか に行きますねそれで,あのそうでほん、ちょっと一応、まあ、あの2回目以降のことまあ <laughs> 言っときますと、今、石塚さんが博士論文の内容を聞いてくれて、本当は最初にイメージしてたのは、博士論文の内容を詳しく話して、でそこと現在の研究の間のギャップをなんかちょっと解き明かしていくっていう方式を考えてたんですけど、 博士論文の発表をするとそこの時間が非常に長くなってしまってそっちに集中すると肝心のその背後の関係の考え方のところを話す前に力尽きそうな感じのなんかスライド準備の感じになってきたのでちょっと今回は博士論文の話っていうのは一旦取り除いているためにちょっと分かりにくいところもあるかもしれませんが。あの まあそんな感じですすちょっっとままたそその話には戻ってきますそれで、えー、と今度は自然言語の分析から構成論的アプローチへということで、まあ、そんな感じでまああの副文の分析してた時に何かその何て言うんですかねあの先ほどの本田先生の言い方で言うとこう見せ方みたいなあるいは視点共有みたいなことも入れていかないと説明できないところが結構あり、まあ、そこが興味深いというふうに 思っていたんですけれども、ですけど、またちょっと一方で、なんか、自然言語の分析だけからは、使えない問題がいろいろあるっていうことをまあ感じて、例えばですけど、さっきのジョインターテンションみたいなものが、平常文の成り立ちには重要だよって言っても、意見としては言えるんですけど、本当に重要なのか、本当にどういうふうに関わってくるのかっていうのって、結構、言語データの分析だけからでは、 言い難い難ところがあったりしますで、まあ、ちょうどあのそういうシミュレーションする研究室にポスドクとして行ったので構成論的アプローチつまり作ることで分かるアプローチっていうのをしようというふうに思いました。でここ言葉を作ることで言葉を分かろうと試みるというようなアプローチになってきまして、まあ、普通は生命を作るんですけど私の場合は言葉を作ろうとなりました。 でまあ、ここで、まあ、持った仮説として、まあ、こうちご文っていうのがあって、まあ、でちご文っていうのはあの、水とか花みたいなものなんですけど、これ、指さしや眼差しでもできますよね、それを指さすっていうことだけなんで。で、そういうような行為に落としみやすいものから、さらに、まあ、ジョインターテンションを介して、つまり先ほど、えー、と競技と講義のジョインターテンションってやりましたが、その、 指さしっていうのを人に見せるとジョインターテンションになるわけで、まあ、そこは行為にも落ちるしあの言語の構造にも関わってくるだろうとでそこに関して平所文が出てくるっていうところをあのこうプロジェクトとして構成論的アプローチのプロジェクトとしてやろうっていうのを、まあ、あのこの頃ころっていつだって話になりますがそのポスドクしてる頃から考えてて。 ここの中間形態を作ろうっていうのは、まあ、ごくごく最近そのあの、競争言語進化のプロジェクトに入れていただいて、そこでちょっと試みてたことなんですけど、こういう流れで作っていこうっていう、水っていう語があって、それを一語文にして、水、取ってこいの意味か、水がきれいだねの意味か、分かんないですけど、で、そこから水があるだろうみたいな、だろうをつけられるような平処分っていう。これを あのロボットでもできるようになるんじゃないかということで、えー、とこういうプロジェクトを考えました。で、平常文は和者の視点が含まれる言語表現だからですね。で、1号文的な指さしで、録画の方ではまあ簡体と術体の話してたんですけど、まあ、その深く入らず、でもそういうのをもとに現代語において、あのその簡体ですね、出語がない文ですよね、美しき花かなみたいな、そういう叫ぶ文。 っていうのは、現代語だと、一語分ということで,で、尾上先生がその研究をしていて、私もまあ授業を受けていて、これは結構大事だなということを思ったわけです。本質的に一語じゃなくちゃいけないいちご文は、ここの存在一語分だということで,で、花って言ったときに、花に感動したと、花をが欲しいの、その2つになりますね。で、そういう一語分があると。で、この一語分 ののうちのですね、まあ、花が欲しいみたいな、こっちの方はまは普通にまあロボットとかがやってることなんですね、あの危険なときにサイレン鳴らしてあのですか、確認してくださいっていうのは、まあ、そっちに近いじゃないですか、でロボットとかがやらないのは、花を見て感動したときのチ語分の方ですね、感動しました。 さらに、これが、えー、とジョイントアテンション、尾、ま、上、あ、先生はこれ人、この段階ではですね、独り言的なこととして、まあ、言っていたんですけれども、まあ、当時、えーとまあ、バラバラに同時期だと思うんですけど、本田先生とか私、池上さんとかは、まあ、この一語分っていうのを、まあ、ジョイントアテンションの形であの捉えることができるんじゃないかというふうなことを、まあ、やってて、つまり、花に感動したっていうふうな意味で、花って言ったときに、 聞いている人がいれば、それはあの、まあ、プロットデクララティブになるわけですねあの。感動をシェアしようと。で、花が欲しくて花って言ったときは、こっちの人花を取りに行くから、まあ、プロットインペラティブになるという形で、まあ、国語学は割と独り言的に捉えているけれども、独り言に捉えたのを一旦、 対話的に捉え直すっていうことが入って、で、その上で、あの平常文っていうのの,の,あのが出てくるっていうふうに展開した方が、ここ、いくらこれ言ってても、独り言であった場合、これ以上の展開しないので、というような、まあ、ことをやったわけです。で、ここはちょっと今日、詳しくは話さないんですけど、ただ、さっきからロボットがやるって言っても、イメージが言語研究と違ってつきづらいと思うので、ちょっとこの概念図で。 ちょっとあの行きますがあの、まあ、このチェックついたこっちの実験が平常分が出てくる実験なんですけどいきなりこの実験したんじゃなくてそもそも、えっと、命令文だけある世界っていうのがあったわけですね。でこれはあのきあの共同研究者のマロッコさんとノルフィーさんがイタリアの研究者なんですけれどももともと2005年にやってた研究で。 でこれをアップデートして2008年に私たちの共同研究でやったわけです。で元の研究何かっていうとこのおはじきみたいな、えー、と赤とか青とかグレーのはこれがロボットなんですね。でこのロボットは2人組ペアになって黒いところに入ると高い点数をもらえてあの次世代またあの遺伝子を残せるみたいなそういうシミュレーションになります。 でこのロボットたちはですね、まあ、ルンバみたいな感じを持ってくれればいいんですけど、床の色がわかる、あとは他にぶつからないように、対物センサーもついてると、あとは音を出せるんですね。でまあ、床の色が濃くなると、より大きな声を出すんで、誰か人人入ってると、すごい大きな声でわめいてる人がいるんで、聞いた人がそれを頼りに近づいてきて、最後二人でこの中に居続けるっていう方向にどんどん進化していくんですね、何世代か。 を育てていくっていくとうのがまあこちらで、すねで何をしたかっていうと、そのここにあの、なんでしょう、餌場というか、ターゲットエリアって言われるんですけど、2人で居続けなくちゃいけない黒い場所がありますよって言って、相手にそこに来させるっていうのは、まあ、まあ、気,気球的というか、命令的な、まあ、1号分、花とってみたいな感じですよね。なんで、この、これ、見えなくしちゃおうっていうのが、こっちですね。 新しい研究なんかいろんなタイプのグレー、だからたまに真っ白のときもあれば、すごい濃い黒のときもあれば、薄いあのグレーのときもあるんですけど、もうこれ何、何千回も、もっともっと、何千回とかじゃない、何度も何度もこれ、トライするんですけど、そのときにあの、ここのグレーさをもういろんなグレースケールで入れると、なんていうか、だんだんですね、あの見えない場合もあるので、このターゲットエリアが。 あんまりここにターゲットエリアがあるよっていうんではなく、ここの中に一緒にいるっていうことに信号を使うようになってったという、そういうのですね、こちらが最初の時の最初の方で、えー、とこうで、2人がいて、最初に入った赤い人がここで大声ではめいて、最後2人で入って、ここから出ないようにシンクロするなんですけど、まあ、あのここ、こちらの方はそはシンクロするところ、つまり一緒に。 いいよっていうところがまあ長くなるっていうのをこれを変文がを出すっていうようなことのイメージとしてまあやってたということですね。で、まあ、ちょっとこういうトライアルをして、まあ、これで命令文的なものと偏処文的なものを出す研究としてまあ最初にやったものです。でまあ言語学者の皆さんから見るとどれだけ偏処文感があるって思うかはちょっと まあ、いろいろあるとは思うんですけど、ただ、まああの、トライアルとしては結構面白いんじゃないかなと思います。ただ、えー、とこれ、丸3に行くんですけど、シミュレーションから実,行実験記号論へで、ロボットやエージェントだけだと、やはりなんか結局使ってる言語っていうのがこういうものになりますので、あのまあ、だから、あーって言ってるのが。 大きくなったり、ちっちゃくなったりって感じなので、ちょっとあの、まあ、限界がありすぎるなっていうことが分かり、でまあ、ちょうど、まあ、この頃ですね、実験記号論のっていう、まあ、手法が流行り始めた頃で、つまりシミュレーションしてた人たちも人間で実験するようになってきた時期なんですね、サイモン・カービーはじめで、先ほどの,あの出会ってきた本の中にも、 えとエクスペリメンタルセミオティクスっていう実験記号論の本を、まあ、あの職場、えー、と農工大来てからの本に確か開けてたと思うんですけどもう2000年代に入ってからあのシミュレーションじゃなく人間で実験しようとで人間に自然言語じゃなくて何か物とかを渡してその物というか、まあ、コミュニケーションツールを渡してその使い方に制限をいろいろ与えて言語っぽく進化するのを見ようみたいな まあ、そういう研究が流行ってきていて、私たちもちょっとそれに切り替えたという感じですね。でもうちょっと,、えー、と言語っぽいものは出ないかなっていうふうにやってたということで、ちょっとあのここら辺で質問を受け付けた方がいいですからあの結局、シミュレーションをすることで、なんか仮説に対して示すっていうことが、自然言語データだけだとできないところに対して、ちょっとはできるかなと思い、 やったんですけど、まあ、パワー不足だから人間の、まあ、実験もしてみようっていう感じになったということです。まあ、実際の実験のデータとか、こういう感じになってくるんですけどあ、2枚だ、ここまでだからここ説明しちゃう。そうすると、えー、と実験がじゃあ今度、まあ、私とよく合ってる人はどんな実験か知ってると思うんですけど、どんな実験なのかっていうことがイメージできない場合があると思いますのでで。 まあちょっとローブンメインに書いた方はこのシステム使ってないんですけど、でもこのシステムでも研究してて、なんかあの赤と白のボールがあって、で、この2人の間で,です、ね、赤と白反転させられるんですね。で、この赤と白の反転によってお互いにメッセージを伝え合うみたいなコミュニケーションです。で、普通はですね、あのさっき同じ部屋に一緒に入りましょうっていうゲームがありますよって言いましたが、同じ部屋に入るとか、 あるいは、えー、とモンスターから一緒に逃れるとか、なんか被験者にタスクを与えて、えー、とそれを解決するためにこういうものを使わせるっていうのが一般的だったんですけど、それをやると、あのまあ、命令的になるか、あるいはラベル的になっちゃう。で、私がやりたいのは、まあ、平処分的なもの、つまり何々しろっていうよりも、まあ、あのこの場の状況を、まあ、なんていうんですか。 報告し、この場を共有するみたいなことをやることによって、助動詞的なものが含まれるあの人工言語を作りたかったので、あえてタスクなしにして、これをとにかく使って、まあ、自由にコミュニケーションしてくださいっていう形でやりました。まあ、コミュニケーションするのがタスクだろうっていう話 <laughs> あると思うんですけど、まあ、そういうことじゃなく、なんていうんですか、そのコミュニケーション自体を目的とするということですね。 でまあ、あのその中でどういうふうなあの記号の作り方をするかっていうことで一応、まあ、若干ですけど視点が埋め込まれてるって言ってもいいような状況が、まあ、出てきたというのがこのコミュニケーションの実験になります。はい、ここまではどうですかここら辺のもう1からでもいいのかもしれないですけど <laughs>、えっと、<laughs> 言語の話になるので,、はい、でここら辺がちょっと。 皆さん嫌かもしれませんが。嫌かもって。いう、いや、いやっていうか、あの、わあの情報が与えられすぎてないけど、か手がかりがないというか、ね。ええー。ただ、一個一個入ると、普段の研究家にもたがっちから、<laughs> なるほど。あのこんな感じですね。はい。うん、じゃあ、えっ、ー、と、まず私の方からいいか、はい、お願いします。まあ、あの他の皆さんもいつでも。えー、あいやなんか山泉さん、なんかあれですかあ、ありますか。マイクがオンになって。 <あ>階段上の絵、えーね、があったあ、それですね、絵、えー、に関してちょっと聞きたいんですけども、うん、まあこれ、おそらく順番としては5があって、1語分があって、中間形態があって、平常文があってっていう、うん、そういう順番を想定してるんだと思うんですが、5、はい、が、その、なんだろう、えーとまあ、私のかイメージだと、まず1語分があって、平常文があって、 でまあ、その平常文に限らず、えー、その複合的な記号がたくさんあることでその中の共通要素として「語、ま、が、あ、例えば「水」とかが出てくるんじゃないかなとは思ったんですけども「語、うん、が先にあるっていうふうに考えるのはなんでなんでしょうかこれはあの進化上に先に「語があったというよりも「語だけ出てくるようなシミュレーションはたくさんあって作 <laughs> りやすさの話ですかねさっき言ったように部屋の名前とか。 とういうのは結構たくさんあったりしたので、ラベル的なものに関しては。だから、あのラベル的じゃないものを、まあ、作っていく方が難易度が高くて、まあ、そういうことですね、これは。だこういう順番に作っていこうっていうことであの、進化の順番がこうなってたかどうかはちょっとよくわからないですね。あと、1個のシミュレーションでこの順で出てくるっていうよりも。 なんか今出てるものはどちらかっていうと、1語分というよりも5って言った方がいいんじゃないかなっていうものが、まあ、それは実験の、あのなんて言うでしょう、実験のデザイン上そうなっててっていうことなんですけどね。えっと、そのラベル的なものっていうのも結局何らかのタスクに埋め込まれているので、うそうなるとそれって1語分的なものって なななんんじゃいいかなという気ががしたんですがんだからそこは捉え方次第だと思うんですけど、何、うん、て言うんだろう、そうだからここがなくてもいいんじゃないかということですよね、<laughs> 今、割とピンポイントで。で、あるとしたら、そうですね、そうですねちょっと実際には語に関して扱ってるわけじゃないから、今、すでに、さっき言った、すでに存在してるのは、もう1語分だったということであれば。<laughs> あの 私がやっての一1分から平処分へのジャンプのとこなので、まあ、そういう言い方もできるかもしれないですね。そあのここにはそんなになんていうか、まあ、言われてみると深い考察があったわけじゃないなんか、うん、説明しやすいからあのこういうふうにしてただけかもしれないなるほど、わかりました。 っていうのはどんんな可能性があるんですかね水と水があるの間の間ってあんまり考えにくいんですけども<や>どんなものが。ねのこれすいませんねこれあの今日のために作ったやつじゃなかったからこれ後で出てくるやつで8番8番に出てくるのが中間形態なんですけどあの見ますと、ね、じゃちょっとすごい。 あいやいや、いいですよ。ちょっとあのその方が分かりやすいと思うから、これですね、だから、あのこれになります、このタイプ。<laughs> だからあの、和者は心の中のことを、えっ、ー、と、一語文で表してるわけですね。だから、和者にとってはだろうなんだけど、聞いてる側にとってはだろうじゃないっていうタイプですね。<laughs> うん つまり水っていうのが、外に、まあ、水とか花とか、まあ、こういう通常の例って、外にあるもののことが多いじゃないですか。<laughs> まあ、あの水が欲しいときは、水はそこにないんじゃないって言うかもしれないんですけど、だけど、なんていうんですか、あ,のある程度、相手ともシェアできるようなものであるっていう前提だと思うんですけど、まあ、1号文をいろいろ見てみると、まあ、心の中で思い浮かべてるものっていう。 で絶対相手には伝わらないけど自分で思ってるものっていうのがありえますよね。うん、そうすると、これ、あのその本人にとっては非現実なわけなんですね。うん、だけど、聞いてる側はその言葉聞いても、そのそれが指してる対象がちょっと分からないんで、あの何ともしようがないですよね。うんうん な,なんですけど、これは実験環境ではそういう時に、なんか、あこれは私にはわからないけど、この人はなんか想像してるんだっていうふうに聞き手が処理することができて、だからあの、水があるだろうの、ちょっとこれの例で言うからちょっと分かりにくいけど、うん、X があるだろうっていう意味なんだろうなっていうのがこの習慣形態です。 うん。だからこの中間形態においては喋ってる側と聞いてる側がちょっとすれ違っててっていうのを作ると、だからあの現実世界にあるかどうかっていうよりもそういうのを介するとこっちが出てくるっていうようなプロジェクトですね。ありがとうございます。<laughs> すみません。ちょっとでこの段階ではそういう風に思ってなくてこの中間段階っていうの。 だ,だから、うん、このスライド、この図でよかったの、ここもいらないってことです。<laughs> ここもいらなかったら <laughs> 1> こ、1号分から平常分に矢印を引くっていう図の方がどうも適切だったと思うんですけど、まあまあ、でも、あの今のありがとうございます。重要な点ですね。はい。これでいい感じですかもう先。えっ、ともうちょっと聞きたい。 最初のスライドでこやこれ単に確認なんですけど、ね、自然言語の分析からは使えない問題があるって言っていて、ねね、これ何で扱えないかっていうと要するに自然言語なり、まあ、要するにその自然言語の話といるのは人間っていうのの,の、まあ、心ない能力なりっていうのが既になんかつまりこういうものを備えてリッチな状態で存在しているから。 あの、どう出てきたのかっていうのは言えないっていう話ですか。でいやそう、そうじゃないです。まあ、も,もしそうだった場合、えっ、ー、と、えー、丸三がなくなっちゃうじゃない、人間にも。でも、ま、丸三は。でも、えー、っと、まだないものを作るって話なんじゃないですか。あ、まあ、そうですね。ただ、えー、まあ,あ、ここでの意味はそういう意味じゃなくて、それ、はあ、か、あの、なんか言語だ。言語のデータだけだと、循環論になっちゃうようなことって結構あるじゃないですか。あ、だから、例えば本当に。うん えっと一ご文から平常文に、うんまあ、な,なったっていうのは何ですかね平常文の中には、えっと一ご文の感動的な意味があの含まれてて、それが足がっかりになってるみたいな。うんまあ、なんかこう言ったらいいのかごめんなさい、うまく言えない。一語文の、えっと、承認的、うん、なんていうの,あの花があって花に感動したっていう一語文と平常文は。 何らかのつながりがあるように思えるっていうのは、なかなかそこから先に進まないじゃないですか。例えば。考えることはいろいろできるけど、実際にそうなのかとか、そう考えた、えー、ときに、どういうことが障害になるかかこれはじゃあ、むしろあれなんですか,か、えーと歴史、歴史的な話というか、つまり。<laughs> こう歴史的ではなく、えー、と構造的に可能かどうかっていうことですかね。つまりそのなんていうのつまり我々の言語っていうのは、まあ、こういう何か例えば1語文から平常文につながるようなことがあった、まあ、仮にあったとしても、うん、まあすでに1語文も平常文も同じ形でやっぱりあるので1語文が平常文の根拠というか。 きばになってるっていう証証拠はその中にはもう残ってないてです、ね。歴史的にそうなったかどうかと一緒とまでは言ってなくて。はい、あ、いやいや、そうそう、あ、そう、そういう意図ではなくて、つまり。我々の言語には、その何か、えっ、ー、と、平叙文も一語文もあるんだけれども。一、うんね、語文から平叙文になったということは残ってないので。 そうですねそうだから、まあ、そういうのが基盤になっているとか、ねえー、そうすると現在、一語分を,、えー、語分を何,何らかのエージェントに、まあ、例えば、まあ、5なり一語分なりを与えてみて、何かしたらそれが平常文的なものになるんだったら、まあ、少なくとも一語分から平常文が、うん、まあ実際そうやって出てきたからともかく、ね、作れるってことは示せると。そうだから、つながりが示せますよね。 かなんかそんな気はするけど、本当にそうかどうかわからないことって結構あるじゃないですか。はいうん、<laughs> であの、ほっといてもいい場合と、ちょっとそこを知りたいっていう場合があると思ってて、こ、はい、こに関してはちょっとそこを知りたかったんですよね。なので、あの実験するか、あるいは何かの特殊なデータがあればできると思いますよ。なんか、本当に歴史的にそうなってるっていうデータとかがあれば。 そういうあの例えばニカラグアの手話でしたけど最近出てきた言語とかでそういうことがあるとかなら、はい、自然言語の分析だけから扱えるかもしれないんですけどそうじゃない問題の場合、ま、実験するっていう方法もいいかなというただ実験に落とせないことが多いけど、うん、この場合はなんか落とせるんじゃないかなっていう感じがしたのでっていうそのラッキーが重なったという感じですかね。なるほど あのラッキーなのかかんないけど、うん、<laughs> ちょっとあの、人の場合とこのロボットの場合で、うん、えっと、なんていうか、人の場合は、す、え、で、ー、に言語は、まあ、普通の意味では持っていて、で,ね、で、言語を使えるような、まあ、心の状態に今なっているわけじゃないですか。うん、でそうすると、えー、例えば、〇3でやってるタイプの、あの、まあ、実験記号論っていうのは、なんていうか、ね、えっ、ー、と、記号、具体的な記号がどうやって出てくるかっていうタイプの、 まあ実験なわけですよね、これは。そのつまり、ね、人々の、えーと、なんていうかな、記号を作る能力がどう出てきたかとか、そういう話ではなくて。でもちょ、そうだから能力がどんな風な感じかっていうことですよね。ちょっと、これ、うん、ど,どうどうはた働いてるのかっていうふうに。だから、そうすいやちょっと気になるのは、そのうん、ロボットの場合でもそれは同じなのか、あつまりロボットの場合に、 えっと、ロボットの心の状態みたいなものと、えっと、ロボットの言語っていうのが、えっと、同じ同じというかつまりロボットの心の状態はこの実験によって変化しているというふうにあの考えるべきなのかロボットの場合も人間の場合と一緒で、えっと、初めからある種のコミュニケーションが取れる状態で、まあ、せ作られて設定されていてでそのロボットが、えっと、新たにこう平常分的なものを作り出す。 過程を見ているのか、でそ,そ,こそこを見たかったのか、それともそもそも平常文みたいなものを作り出せるエージェントにどうやったらなれるのかって部分を見ていたのかって、最後のだと、えー、心と一緒に進化するっていう話と一緒ですよねそうですね、はい。そうだからあの、シミュレーションのいいところはそこで、うん、だから、実験記号論だと、すでに言語が使えるレベルの心を持ってるわけじゃない。 ね、人間だと。はい、まあ人間のいいところは言語を持つことで,とで、ね、あの内部状態も複雑になるっていう実験もできるっていうことなんですよね。そうそうですね。だから。うん、内部状態はあるにはあるんですよ。うん、だからだ,だけど、一方で非常に貧弱でまあ言ったら虫みたいなものじゃないですか。はい、うん。だからペットの猫よりちょっと。うん ちょっと貧弱じゃないですか、その認知能力が。だから、あ,のあまりにもかけ離れてるってこともあるけど、でも、まあ、同時に、まあ、意識があ、意識と呼べるかもしれないものが、言語が成熟すると、現れるかもしれないっていう、そっちの目標のためには、実はそうです、ね、人工物の方がいいんですよ。ただ、そこまでの、えー、と準備ができていないので、うんうん、あだから、そこらへん。 の点であの、必ずしも人間で執権する方が優れてるっていうわけではなく、だけどそういうことですね、だからあの人工生命の醍醐味はそういうところにあると思いますよ、意識の発生みたいなことをこうシミュレーションするっていうふうなか立場から言語を進化させるみたいなときには、そっちじゃないと難しいと思いますね、人工生命じゃないと。そうですよね多分だからうん、うん なんでこの最初の、えー、と階段の図にもだからそういうなんていうかなある意味二通りの取り方があって、うん、つまり現にタイプとしてこれを、まあ、まあこの順序かともかこういうのを獲得していくっていう観点とその獲得されたその仕組みの中で具体的にその記号がどういうふうにして成立していくのかっていうレベルがあって、うん、その実験記号の,の、えー、と少なくとも人を対象としたやつはもう全て使える状態からでもその新しい え記号を生み出すにはどうしたらいいかって話に、まあ、そっちに集中することになってロボットみたいなその内的な状態をま調整できるようなエージェントを使った時には、まあ、そ,その内的状態自体がどう組み上がってくるのかっていう部分もまあなんていうか見,見ようと思えば見,見られる潜在性はあるということですよねだからそもそもこの、えー、と平常版に当たるものがタイプとして例えばないようなエージェントを作っておいて なんか何世代か繰り返した平常分みたいなものが本当に使えるようになってるぞってことも、うん、まあ見られるようになるっていうかうも今の実験、一応そういうことなんですけどね。うだからその使えない人たちも大勢いるんだけど、うん、使えそうな人がどん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 使える方に強化されて残っていくみたいな、うん、あの世代を超えてね、はい、でだんだん使えるようになっていくっていうのがこの,この実験はそっちの方ですよね、うん、こっちはね。 そうですよね。いや、この、この元の実験の方、まあ、でも、この元の実験の方が。えっと、つまり、もとって、つまり、今、えっと、左側の黒い方が。これが、えっと、これって、これは一五分だってことなんですよね。多分ま命令文っていう、そうですね。うん、これがなんか。 いやこれは別にあ細部なんでいいんですけど、これを命令って考えるのは結構不思議な感じがして、うん、つまり、ここのエージェントは別に、あれですね、他のエージェントは近くに来てほしいと思ってないわけですよね、別に。あだからあの、ここでジョインタイテンション間に返したっていう話と、えー、最初の方に言ったあの、はい、人工生命が行動主義的っていう話になってくるんですけど、えー、命令って言ったとき、普通、こっちが命令の気持ちを持ってるっていうことを。 で定義すするじゃないですか。うんはい、だけどこれは結果的に命令文として機能してるかどうかっていうことを考えるっていう立場でやってるんですね。そうすると、あだからその辺はじゃあなんかちょっと先取りするようですけど、むしろその記号の受け手の側が、つまり、えー、とデクララティブに受け取れるようにもなってきたっていう、えー、とつまり。<laughs> えとこの今度は右側に示した方の図だとそ、はいはい、そういうふうにも見られるっていうことです。なんでかっていうと、えー、本当はどっちの気持ちで行ったのっていうのが、えー、ちょっと心が未熟すぎるから、そういうところまでにはなってないからですね、この人たちは。まあ、そうですよね。つまり、この信号発,信発信してる側からい言えば、まあ、描写も命令もないわけですよ、そんな区,区別は。ないです、ない。だから、えー、本当に環境に応じて、 声を上げてるだけなんで。でそれを、えっ、ー、と、なんていうか、せ、えー、と、聞く側にはセンサーがあって。そうですね。うん、まあ、あの、お互いにですけどね。はいはいはい。え、聞こえて。そうですよね。うん、そこ、その聞こえてる方に近づいていくと、生き残るから、結果として、それが命令的なコードとして。<う>あの、つか、まあ、使われてる、機能するようになっていくと、うん。そうです。だから、文のタイプを定義するときに。あの。 行動で定義できるっていうことが、あのっていう考えのもと、ここではやってるっていうことですね。それを入れなかったら、まあ、できなかったと思うので、それがいいかどうかっていうこともあるかもしれないけど、まあ、そこがある意味、画期的といえば画期的っていう、<laughs> つまり、編書文の意味っていうのを、その最後に一緒に花を眺めてるっていうことを、あの、も持って、 ここではそれはちなみにあれですか、人を対象とした実験記号論でもあの基本的には一緒なのか、それともこっちは意図みたいなものを。人の方はもう本当にもっと何のつもりでしたかと、えー、をあ聞いてます。聞いた結果、あ,のそうです、ね、あと受けたものに関してどう解釈したかっていうのを全部聞くという形にしてるんですね。 どういうつもりで作ったかと、届いたもの、相手が作ったものをどういうふうに解釈したかっていうのを聞いて分類してるっていう状況ですね。だから、2人の解釈が食い違ってる場合とかもあって、でもちろん、細かい解釈を聞いてもあの、普通の人間だって毎回食い違うんで、それをどう見たか、でざっくり2種類で今ここ青、青と赤で塗ってるのがそうなんですけど、赤と見たか、青と見たか。 ちょっと赤と青の説明はあのこの後するとしてっていうのをあのこう見ているわけですね。で、赤と青っていうのが何かっていうと、これですよね。そのこうやって記号があったときに、まあ、これを何て言うんですか、アットマークの中にアスタレスクがあるみたいなものを、過去の,の中にウサギがいるって見るとき、つまりちょっと比喩的に見てる。つまりこの 真ん中の米印をウサギだと思って見てるんですね。で、これを比喩的モードって呼んでて、で、これをですね、アットマークが四角を書いてるっていうふうに、なんかあの図形的に見る直接的モードに、もうすべてのメッセージの,あのモチベーションと解釈をもうざっくり二つに分けて、それでまあ分析するっていうことをしてるわけです。で、この二つのポイントとしては、四角があるっていうのはあの意味共有が。 しやすいんですけどアスタリスタクがうさぎだっていうのはほぼ聞かなないいと絶対分かんら、これをうさぎだと思うっていうのを完全には気づかないけど、なんかあの人、このアスタレスクを生き物扱いしてるぐらいまでは気づくことがあって、でこれがまあちょっと先の山泉さんの質問と関係してくるんですけど、比喩をするときっていうのは、ある意味、非現実を表してて、 直接的モードの時は、今、目の前に見えてる、相手にも見えてるだろう形を見てるってことで、現実を表しているっていう形で、で、まあ、ちょっと、まあ、そういうのがどういうふうに出てくるか。例えば、毎回毎回内省させると、比喩モードが増えるとか、そういうのをしてるんですね。だから、なんか、まあそういう実験です、ここに関しては。なので、先ほどの結果的にどうなったかっていうことはしてないのと、あと、もう出てくるのは、あの、 ただのコミュニケーションに限定しているので、命令的な状況が出てこないように、さっきタスクを取り除いたっていうのは、シミュレーションでいうところの命令的状況ではなくて、基本、コミュニケーション自体を楽しむっていうのは、まあ、平常文的な状況を作っていこうっていう、まあ、とにかく命令的状況を取り除こうということですね、はい。だから文のタイプのバリエーションではないんですね、こっちはね。なるほど、うん 視点の埋め込まれ方のが出てくるかっていうことですかね。にこれもあれですよね、なんていうか、あの質感問題で、えつまりふ、ね、普,通普通はむしろこう、なんていうんですかね、記号があって、まあ、記号で何かをするわけですけど、この場合、記号自体に注目してもらって、その記号を動かしていくっていう、ね、普通のコミュニケーションとはちょっと異質なわけですよね、多分。そうそうですね。 グーグルって、グーグルって動詞になったら面白いみたいな感じですよね、うん。そうですね、記号そのものを主題として、しばらくコミュニケーション、ま,まさにその等の記号によって、そのコミュニケーションを取ってもらうだからそうしろとは言ってないんですよ、ちなみに。えー、だからい、一発目は大体挨いだったりするんですよ、意味を聞くとははなん。ちょっと作ってるものとの対応はほぼ意味不明なんだけど、うん、最初はこんにちはのつもりだったみたいな。 だからそこのポイントでその記号を送るってこと自体が意味を持ってて、ね、まあ、途中からだいたいその素材自体に、あの言語の質感に目を向けて作るっていう方向にほぼ展開してて、まあ、これちょっとちっちゃくて見えないかもしれないけど、白いところはそういうわけで質感じゃないんですけど、赤と青はあの今言った2種類だから、だからほとんどが赤と青になる、こういう状況を用意したらね、<laughs> なんで質感を使って。 あのなんか作るっていうことをしてくれるんですけどそっちの方に追い込んでるっていう状況ではあるけどそれ以外も可能では一応あるんですけどね。 うんまあ、あんまりこれで世間話みたいなことを始めるとも考えづらい。<laughs> 何ですか世間話が来るとこ。何ですかいやいや、これで世間話みたいなものを始めるとも考えづらいのでちょっと。あだけどちょっとこれやらなかったんですけど、うん、ここで突然サイレンが鳴るとかってしたらどうかなっていうて。ああ、まあそれはあるでしょうね。うんうん、そういうが外部に表現すべき何か表現する自然性のあるものがあれば多分そっちにまたといます。そうですね。そう。だからなんか そういうふうに展開していくってことを考えてたんですけど、結構大変で、ね、こういう時期にするの, <laughs> のと、ちょっとシステムを本当にこの記号のこれでいいかとかもあり、検討してるうちにただ年月が経ってるだけで、ただ割と検討はしてる状況ですね。だからその音をな流すっていうのもあるところまで準備したんですけど、実際にちょっとやらなかったっていうことがね。 まあコロナも関係してるんですけど、だからいろいろ考えられるんですけど、まあ、その状況、状況においてベストな手法なのかっていうのが変わってきちゃったりもするので、今ちょっと検討中ですが、まあ、でもちょっと大体そんな感じで、うん、世間話をしてくれるといいんですけどね、うん、多分た<だ>うん。なんていうか、いや、これは別に個別の話ですけど。えー、あんまり意図しづらいですよね、つまり。 普通のいわ,いわゆる例えば我々が平常文で言ってるような内容が、これで伝達できることを期待するのはかなり、まあ。うんあのさそうですね。だから、ちょっとやってない実験について話すのは、いいのかよくわかんないんですけど、<laughs> 最初になんかあの、ちょっとその記号自体に、なんていうんですかあの、自分のイニシャルみたいな感じの記号とかも、ああ 混ぜといていあと例えばあ、まあ、赤い三角とし青い四角と白い星とかあって私が赤着てて田中さんが青着てたらなんか赤い記号が私を表しそうじゃないですかなんとなく。ああとかみたいななんかあのちょっと何かを入れることによってあのもうちょっと。 そういうちょっとアイディアは実はあ、えー、ただ、そういう、まあ、あのツールの開発に関して、ちょっとあのそこはそこで面白いんですけど、<laughs> ちょっと今考えているのが、あの考えるのは一つ面白いんですよ、だけど、それが実際実験につながるかどうかとかっていうあたりがあって、そこの検討が必要っていうことですね。 うん、だからもっとこれ、だから貧弱なんですよ、結局これだと、ある意味のリッチさは出たんですけど。あた,うん、だただ、あのうん、貧弱であるがゆえに、その質感部分がもろにあの、ね、前傾化するってことですよね。この時は質感に、うん、まあちょっと着目してほしかったので、えー、そういう風な方向にまなってる、うん、けど、ね、さらに質感もありつつも、何か情報を載せる場面も差し挟まれるみたいな。 あだからちょっと思い出してきました、やった実験で、これ、えーと、洗濯物をたくさん作って、洗濯物っていってもまあ布の折り紙みたいなものなんですけど、全部三角形にしてもらうっていうタスクを作って、でなんかちょっと、まあ、とにかくあの洗濯物だっていうのはいいや、なんか余計情報だと、とにかくお互いに三角形を、えー、と同じテンポであの3つ作るみたいな。 タスクを与えで、その間にこれでその時間調整をしてもらい、で間になんていうか休み時間を挟み、インターバルとして。で休み時間もこれ、一応触っててみたいに言って、で実際にはその休み時間の方をまあ分析対象とするみたいな、そうすると、なんていうか情報伝達しているところと、 休み時間情報伝達ってなると情報伝達の時に作ったちょっとなんていうか単語みたいなのをあの休み時間の時に世間話というかその何かのために使えるからそこで視点もふあの組み込まれており情報伝達のために複雑化もしてる言語システムが出てくるんじゃないかっていうような実験をしたんですけどなかなかちょっとあのデータが。 扱いにくかったっていうこともありましたね。はいまあ、そんなのもありましたそういうことじゃなくて、いやいやいや、そういうことですね。そう,う,、ね、<laughs> そうだから、あの実際に分析できるような形まで落とせるってことと、えー、志が <laughs> ピタって合うのがなかなか難しいけど、トライアルとしてはそれをでだんだん思い出してきたんですけど、もうすっかり忘れましたこのシステムはそれに使ってたんですよ。そもそもだから2人で三角形を。 作るっていうのと、間の休み時間っていうので、交互に来てみたいね。でも多分ね、両方ないと複雑な言語にならないですよ。だからあのこ、こういうなんていうか、その素材だけで遊んでる部分ばかりにしちゃうと、あ,のあまりあるとこからはいかないから、ちょっとタスクも実際には与えなくちゃいけないなとは思ってるんですね。はい、あでもそれ あの実験しないのにそこに気づくとはなかなか素晴らしいなと思いますが、ね <laughs> はい、ありがとうございます。いはい、はいえっと、どうしよう。他,あ他に何か、あかあはい、山丈、うん、です。お願いします。はい、えー、っと、そうですね、一つは、一語分から平常分っていうところに関して、えー、おそらく子どもの発達の研究では、もういろいろやられてたと思うんですよね。でえー、っと おそらく宇野さんの今までの研究手法の中で子どもの実験とかあれば、えー、と子どもの観察とかっていうのが多分ないと思うんですけども、お,おそらくそこではまあ見たいものが見れなかったんだと思うんですよね。なので、ちょっとそれとの、えー、と対比で、なんで子どもの発達で一語分から平常分みたいなのを見なかったのかっていうのが1点と、あとは、まあ、これは単に補足してほしいっていうだけで、あの質感っていうのが。 えーまあ、これからも出てくると思うんですけども、うん、まあいきなり言われても分かんない人が多いかなと思うんでちょっとそれについて補足させてしてもらえたらと思いますはいじゃあちょっと質感の方忘れちゃったらちょっとリマインドしてください発達なんですけどあの唯一やってるのがあのなんだっけ音症長の実験では乳児を使った実験はしててといっ,ってももうあのなんて大勢でやってるのであの乳児自体を 扱ってるんんじゃないんですけどただ、ちょっとそれはこの話とは関係がないので、まあ、そういうのもやってますが、こちらではしていなくて、であのまあ、多分興味はあるんですけど、なんて言うんですかね、あのなのであの、そういう <laughs> あの、あ、これはこういうふうになるなっていうのがあれば、多分取り組みたいなと思うんですが、まあ、たまたまその機会がなかったっていうだけ。 とこれとで2択でそっちを選ばなかったとかではなくこっちの方向がまああのを単に粛々とやってるという感じですね。なんで今後それでもしかしたらなんか切り口が開けるんであればやってみたいなという感じです。あとはまあ勉強不足というところでしょうかね。はい、でもあの、はい、競争言語の,あのグループにはやっぱり発達の方もたくさんいらしたのでいろいろとご意見などもいただき。 面白いなと思ってるんですけど、まあ、手があまり回ってないって感じでしょうかね。で、えっ、ー、と質感ですよね。質感なんですけど。はい、えっとまあ、普通はなんか布の質感みたいな感じで。あとは食べ物だったら縁あたりとか布の布の手触りとかあると思うんですけど、言語は普通は質感には目がいかないんですけど、実はまあ素材感みたいなものが。 あ,あると考えててそれがだからあの構成している文字の形とかそういうだから、えー、と今の場合で言うとこの米印がうさぎに似てるとかそういうのですよね。あとはまあ,あのこのあと出てきますけど「頑張る」って「ガソバルに似てるよねって「うん」と「外似てるよねみたいなカタカナで書くと,とかっていうのとかまああと、まあ、一番わ、まあ、かりやすいの音象徴。 とかねあのツルツルとふわふわだったら、ふわふわの方が柔らかそうなイメージがあるよねっていう、その何を実際に指してるかは別として、みたいなそういうまああのー、言葉の持つ素材的な面の感覚のことですね。質感って言ってるのは。い。ありました。どうでしょうか。はいでは、 あのここまで行ったので,でちょっと言語のところは逆に皆さん言語学者の方が今日きたくさんあのメインだと思ったのであ,のあんまり補足資料入れてないんですがあの論文読んでいただいて分かると思うので今度はですね結局そういうふうな創発実験やってたんですけどあの自然言語研究に戻ってくるというところで。 実験で新しい言葉が話し手によって生まれる時ときとそれが聞き手に共有されるときの両方に特殊な状況があることを観察したっていうふうなことがまあ分かってきたということですね。あの皆さんの質問のおかげでちょっとそこを示せたかなと思うんですけど、まあ、単にあの話し手だけを見てて分かるっていうものでもなくあるいはまあちょっと聞き手と話し手の間に成立する関係っていうだけでもちょっと分からない。 ところもあるなということで、で、ここら辺に関してになってくると、普通の言語で、えー、と新しい語ができるときの観察っていうのが、今の問題には、えー、と役立ってくるんじゃないかということで、でまあ、私としても自然言語の分析もしたいということで、自然言語で新しい語ができるときっていうのを観察するっていうプロジェクトが、まあ、やるようになったと。実際にには同時期に <laughs> やってるんですけど、まあ そういう形で絡めることになってきたという形です。で、まあ、やってたのは主に2種類で、あの1つは、あの振動子の分析で、まあ、ウェブのデータとか使って、まあ、ちょっとこれ自体をやってるわけじゃないですけど、グーグルで調べること、ググルって言ったり、ぷよぷよ太ること、ぷよるって言ったり、プヨプヨたりまあ、頑張ることをカタカナで書くと、頑張るになるんですが、うんとそが似てるから、がそばるって言ったりとかですね。こういうい まあ、振動詞っていうのは、まあ、あのそんなにあのバンバン作れるものでもないんですけどもある程度は作れてで必ず元にある語がグーグルとかぷよぷよとか頑張るっていうのがあってそれのなんていうかモディフィケーションの形でできていくっていうようなものだったりするわけですで本当にごくまでにサボるみたいに普通の語になるものもあるんですけどほとんどが出てきては消え出てきては消えみたいな感じで。 まあ初期の頃はまあそのファブルっていうのがえっとファブリーズをするだとカーテンにファブリーズをするだけどえっとカーテンをファブルって言えるというような壁塗でカーテンにファブルも言えるのでファブルに壁塗り抗体が起きるっていうことからの意味観察とかモフモフするがモフルになると音象徴がまあどういうふうに減っていくかみたいなまあそういうような研究をしていたわけなんですけれどもまあこれが一つと。 でもう1個は、まああの、オノマトペの研究は全般にいろいろしてるんですが、いろいろなものを与えて、特にこういう iPad 上で、なんかちょっとあの図形が出てきて、それを触ると、すごい粘,粘度が高かったり、弾性が高かったり、質量が高かったりとか、そこら辺をコントロールできて、いろんな反応をする、ゴムみたいだったり、液体みたいだったり、反応が変わるっていうのを作って、でそれを表現してもらったときに、 慣習的なオノマトペ、つるんとかネバネバでいう場合と、あえて新しいオノマトペを作り出す、ウキュンとかシャワワで、これ、新しいのを作り出すときは、その、なんていうか、与えたものの特性によるのかとか、あとは1人であのやるとき、2人でやるときとか、そういう条件によるのか、個人の特性によるのかみたいな形で、臨場オノマトペの研究とかも、まあ、するようになりましたとであとちょっと。 具体例はこの5が終わってから出てくるんですけど5としてでさらにですねあの言語にも戻ったんですけどもう一方でなんかさっきやってたこういうのってあの、まあ、人工物でコミュニケーションするんですけどなんか私が作ったものだとここら辺にあのなんていうのさっき言った質感ですよね赤と白っていうのがあ,あるけどなんかそれあとはまあこう回転のしし,した時の気持ちよさとかも あったりはするんですけどなんかあの、いや、とはいえ、まだ貧弱だなということで、でなんだったらあの人が作っている創作活動そのものを研究対象にすれば、あのデータもたくさんあるということで、まあ、実験記号論の応用版みたいな感じで、まあ、アートやデザインっていうのをあの実験記号論で分析するっていうことも始めました。そうすると えと認知言語学的な分析ですねあの、そういうモフルとかググルみたいな、多くの新相語が現れては消えるっていう、そういう,こうメインになるレキシコンの周辺でですね、まあ、あの常にあのどんどん語が作られ、消えていくみたいな、この新語の分析と、あとはまあ最初の実験記号論的手法ですね、構成論的手法なんかを、あのそういう赤丸とか白丸とあとはあの米印とかで。 なんかメッセージ作ってやり取りするみたいな。で、これの間をまあをちょっとつなぐようなものとして、言語以外の創作活動の分析みたいなのをまあするというようにしました。で、ちょっと、これ、あえて揃えるためで、実際にあんまりこういう分析の方向ではないんですけど、まあ、自然言語の認知言語学的分析はバモルとか、もフルとかを分析し、まあ、人工言語の方では、こういう記号の中に、 意味共有度が低いものと高いものが出てくるねと。であとはまあファッションショーでこういう、えー、と作品が出たときに、これをどういう人間像と捉えるのかっていうような、こちらもまあ社会、これ、ゴミでできてるんですけど、この服がね。で、そういう情報もあったときに、社会から不要な人っていうような比喩的に見る場合や、女性、個性的な人っていうふうに直接的に見る場合など、まあ、意外とこの3つをまあパラレルにというか、 まあ信号の研究として、まあ、お互いにあの参照し合うとこもありながらやるということをしたりしていましたで、その結果ちょっと一旦ここで止めますけど67っていうふう8っていうふうに出てくるという流れになりますここのとこは何かご質問などありますかこの信号のとことか人工言語から創作物とかむしろないですか,いやなんか わ私あこれは個人的なあれですけど、私は結構この辺りが、はい、まあ個人的には難しいポイントで、何が難しい、まあ、これ後の話ともあるんですけど、つまり 6, 6と多分関わってくる。6に行きますかじゃあ。まあそうですね、6まで行った方がなんか私は。 7はちょっとまたいやいや別な話。わ、はい、かります。じゃあ、他に今、ご質問がなかったら6いってもいいですか本当は、だから結局これ、6、7、8は今の3つに含まれてはいるんですけど、うん、あの切り分けた方が説明しやすいので、切り分けてます。じゃあ、6ですね。で、新しい記号を作る側なんですけど、振、まあ、動詞先ほどのような、ぐるとか、もふるみたいな。 まあ、流動詞的なものですね、まあ、ここら辺に関しては言葉遊びと一緒で言葉を作る楽しむっていう観点がっていうのが、まあ、割と背後にあって、まあ、こういうふうにも、まあ、短縮ただの短縮ではないんですけどこういうふうな言い方もできるっていうことでファブルリースするをファブルにするんだけど結果的にはでもその高構,構造が変わってきたりとかっていうのを引き起こして意味変化につながっていく。 っていうことは起きるんですよ。でも、本当にこういうふうにも言える、こう言ってみようみたいな言葉を楽しむということがあり、で、まあ、臨床のマトペの方に関しては、まあ、この素材にはこういう音が合うんじゃないかっていう、いろいろな音を合わせて、トライアルするっていうことで、言葉で測るっていうことをまあやってるというふうに、ざっくり言うと、っていうことがまあだんだん、まあ、 分かってきてき情報を伝えるんではなくて、まああのーまあ、情報を伝える以外の,あの認知張のための言語用法があるっていうのは、今日何度も言ってる、アンディー・クラークなども言ってるわけですね。で、まあ、それが、あのまあ、例えばなんですかねあの、まあ、さっきの手帳とかの話もそうなんですけど、 あのリボン結びとかするときに輪を作る左手で押さえるなんとか,かんとかっていうふうに復唱してやるとできるようになるとかね例えばまあなんか言語だけど、まあ、そこら辺で扱われてないものとしてこういう言葉でたあの測るとかっていうのもあるんじゃないかというふうに思われるんですがいずれにせよこの2つともさっきから出てる言葉の素材の質感探索っていうのにまあ関わってるっていう点が まあ、ポイントかなと思ってて、さらに、まあ、自分がやった実験も、もちろんそういうところに興味があるからなんですけど、質感探索で形を生み出すということが、まあ、見られるということです。で、これ全部の場合がそうだということを言っているのではなく、まあ、そういう場合の、まあ、現象が、まあ、あのに着目したということですね。であの、こういう質感探索しちゃうっていうことは、あのもう、<laughs> 言語だけではなく、まあ、日常に見られる暇つぶしのために行う図形生成ということで、こうやってマグネットがあると、なんか勝手に花にしちゃうとか、あとはまあオンラインゲームとかで空いてる時間があると図形作って送り合うっていう文化が出てくるみたいに、結構、人っていうのは、あるメディアがあると、そのメディアの質感をまあ試すみたいなところが。 あって、まあ、これ黄色いから花だなとか緑だから葉っぱだな、まあ、ちょっとこういう、まあ、必要がなくてもコミュニケーションツールとしての質感の探索をするというような面があってまあ必要な時もあるでしょうけどさっきの測る場合とかですけどまあこれ自体が割とやりがちっていうかっこつきの楽しいと考えていますで、まあ、こっちの補足これだけなんですけど聞き手に行く前に田中さんから何かあるという。 あはいどうぞ振動子とかの話も含めて、えー、とオノマトペの臨時オノマトペの話は、えー、と今言った、えー、と言葉で測るってことなわけですよね。うん、で言葉で測るっていうのは、たいや私の理解だと大雑把に言えば正確さみたいなものへの欲求があって、うん つまり自分で自分が今感じているこの感覚っていうのを、まあ、既存のオノマートペなり他の表現なりで表現しようとするとどこかこうズレが結構大きくなってしまうとそうした時にそれをまあ的確に表せる、まあ、少なくとも自分のなんて自分の今感じているものにちゃんとアクセスできるようなオノマートペは何だろうかっていろいろ試してみてこれでもないあれでもないっていろんな感覚と対応させてやるっていうその 言葉で測る方は、だから割とモチベーションがある意味その普通の言語仕様の場合と同じだと思うんですよね。つまりな何か単に表現するときに、まあ、できることなら言いたいことが言え、ちゃんと正確に言える、あるいは伝わる方が良いと。まあ、良いので,で、だから言葉で測る方、臨場のーの方は、モチベーションが分かりやすいすあ。分かりやすいってことの、はいはい、はいえーあの。分かりやすいと思うんですね。あのつまり正確に、 まあ見ているものとか感じていることをまあ言語化したいと。で、まあそれは不正確なより正確な方がまあいいと思っている人が多いと思って。うんで、むしろ私はその楽しむ方が、なんて言うんだろう。まあ不思議といえば不思議で、これはな,なんて言うんだろう。なぜまず楽しいのかっていうところのな、なぜは何かあるんですかね、これは。やっぱり、<に>あの、 探索する方、常に探索するっていう風な方向になってるんじゃないかなと思ってるんですよね、うん。えっと、例えばそのグーグルで検索するっていうのを、まあ、ググルって言ったとして、ググルって言うと楽しいってことですか、例えば。うん、そ,うそういうことです、ね。で、まあ,あの、田中さんは楽しくないかも。いやいや、わかるでんですけど、その。ですけど、あの、一応ま、まずちょっと。 あのどこから私が言ってるかっていう話もしておいた方がいいと思うんですけど、はい、一応そういう、まあ、特に社会言語学の人とか元から若者言葉とか研究してい,いるわけですよね。でそういうのを見るとやはりそういう、まあ、楽しさのためにとかあのやってるっていうようなもちろんそのコミュニティの意識 だからあそうそ、ん、うこ、ね、そこはあのわ、うん、かるんですよねあのつまり聞き手にこれだけの手がかりで伝わるってことはあの話してる聞き手はこれだけ多くの情報を共有してるんだっていう,ようなことが分かってまた楽しいみたいな側面はまああの、うん、素朴に理解できるんですがやっぱり作り出すっていうのはあのなんていうか可能性を尽くすっていうことをする方向になんか 偏ってるってことなのかなっていうふうに思ってて、試せるとこは全部試してみるみたいなことがデフォルトになってるのかなっていうふうに思ってるんですよね。なるほど。なんか、うん、えっとそ、それにしては、あの、我々あんまり試してないなっていうのも一方で思うわけですが、そのあたりはどうなんですかどうなん,ででもそのなんでしょう、その文学活動とか、まあまあ、いや、<さ>そういう場合はをっうりとかね、うん 思いついつちゃうだからこれ結構人によるじゃないですか私はあまりしゃれ言わないけどでもダシャれ思いついちゃったりするわけじゃないですか。はい、で言ってみたくなりますよねきっと。うん、とかあのー、なんかそういうふうに比べたり試したりなんかいろいろしててそれのだから一番目立つのがちょっとそういう特徴のある文学作品だと思うんですよね。あの なんか寺,寺山修司の詩とかでこう愛の歌なんだけど全体がハート型になってるとかそういうのあるじゃないですか、はい、例えばあとは遠城さんの小説でその振り仮名が五重になってるとかだからなんかその全員がすごくなんていうの寝職を忘れてやっちゃうってことではないけど隙があればやるみたいな感じのことなのかなと思ってて。 でそれにあの上乗せで例えば若者だったら大人からちょっとしかめつらされてあの友達同士でなんかあの夫婦みたいに言えるみたいなポイントがさらに乗ってくるってことなのかなとは思うんですけど基本はなんかそういう生成能力っていうか生成意欲みたいなのがあるんじゃないかなと思ってて。 でそれがなぜあるかっていうとこまではちょっと分かんないんですけど、それがあるんじゃないかなっていうふうなのは思ってるということですね。だからむしろ知りたい。何の問題なんだろうな。つまりオノマトペの場合は、まあ、例えばここ、えーと、要するに、それこそで伝達的じゃないような、まあ、発芽にも。 使,い使える、発話というか、つまり自分で思っているときに、これはウキュだなとか、シャワワンだなとか、思っててもいいわけですよね。それをまあ言ってくださいって言われたら、これはウキュですとか言うわけですが、うん、ただ、えっ、ー、と、まぁ、ググルとかプヨールみたいなものの場合に、これは、いや、これな何の問題なんだろう。つまり、うん、あやっぱりあんまりいや隙が少ないってことなんですかね、やっぱりそ聞き手に、 まあ伝わわらないわけですよねだからあんまり奇抜な振動子を使った場合にそれで何かを伝達するってことがそもそもまあ達成されないわけじゃないですか。だからその何か、えーとまあ、情報を伝えるみたいなことが何らかの形であって、うん、それがでも達成できる限りでは遊びも行いたい。 っていうことなろか、でもあれですね、マグネットの例なんかは、むしろ伝達の側面が全然ないわけですよね、これは、まああのー。まず、伝達が保証されてないとき、する必要がそんなにない時の方がこれやるときの思うんですよねはあ、はあ、どうしても伝達しなくちゃいけないときに、あえて新しい形態にしないですよね。 うん、た,ただ、その伝達の見込みが全然なければ、あ遊びの、遊びの、なんていうんだろう、<laughs> だから、えー、見込みがなくても、まずやる人はいると思うんですよね。はあはあ、思いません、だから。まあ,まあい、いる<そ>とは思いますけど、あのー。なので、独、あ、り、のーまあ、言的な方に近いかなと思ってるんですけど、でも、伝達もできて、まあ、こうやるっていうこともあると思う。 えー、だからこそ、あんまり勝手なことはしないってことだと思うんですよね。そうで、まあ、うん、これは私の考えではないですけど、そのハスペルマスが、なんですよ、マクシマム・オフ・エクストラバガンスみたいなのを言ってて、その情報伝達よりも目立つことの方が大事なことがあって、注目を集めるみたいな。だから、ちょっとあの既存じゃない形が使われるようなこともあるみたいな。 ことを書いててるよってヒルパートさんがこの発表を見て教えてくれたんですけど、まあ、ちょっと関係してるかもしれないんですけどもし相手のためにしてるとしたらあの目を引くためっていうのは一つありうることですよね。はい、だからやっってて楽しいいいうののはまあ自分のためじゃないですか、うん、でも、まあ、あのコミュニケーション上のことがあの目的だと考えたらえってなるじゃないですか。 でまあ、それが分かりやすいのは画素バレエの場合だと思うんですけどほぼがんばれだとほとんどの人が分かるけどなんかがんれって書かれるよりは画素バレって書かれた方が何て言うかこうそういう使い方するんだってことで使ってる人の方にも目が向くからなんか応援されてる感が増すようなところがあったりするかもしれないですよ。 だから、表現が目立つってことはあります。まあ、それはそうですね。使ってる人も目立つわけじゃないですか。か言語行為が目立つ。えー、一瞬立ち止まるから。だから、うん、そのことも含めて使ってみたいっていうのはあるかもしれないですよね。うん、単にあの可能性を全部試したい以外に、ちょっとずれた形をすると目を引くから。で、まあ、それをすごく狙ってやる場合と、 まあちょっとそこら辺がぼんやりしてる場合はあるかもしれないですけどね。うん。だからなんかここら辺面白いんですけど、本当の意図は何かっていうのを、<laughs> 何をもとに検討していったらいいかっていうのが、ちょどれぐらいの深さまで何をもとに検討していったらいいか、それともそれが私の仕事なのかどうかっていうあたりが、ちょっと悩ましいとこでは。 ありますよねで本人に聞いても多分本当のことかどうかどうして使ったんですかって言って、うん、本当とは限らないじゃないですか。そうでしょう,、ねうん。だからあとちょっと関連する研究とかがもしあるんなら知りたいですねもっとね。社会言語学とかの人にもっと聞いてみるとなんかすごくあるのかもしれないですね。うん、でも 使ってる人に焦点が当たるっていうのは事実としてあると思います。あの狙ってるかどうかはまず置いとくとして。うん、それはそうだと思います、うん、それはあの明確に。そうですね、だからそれを狙ってる場合と、<laughs> 狙ってないけどやる場合があって、狙ってないけどやってる場合は、やはりそれをなんていうかあの、そのこと自体に、なんか、試そうみたいなことがあるのかなって思って、で言葉遊び全体もそうじゃないですか、だけど。 ううまあそうですね。ね<ー>なんか、うん、なんとなく私はもうそれも含めて正確さへの欲求の方に還元されちゃうような感じが、まあこれは個人的な。りえー、つまり、<ー>つまり本当に言いたいのはまさにグ Google で検索するでは言えない Google なんだっていうふうに思ってる人が Google って言ってる。つまり、本当は Google で検索するの方が自分が言いたいことは的確に言えるんだけど、Google の方が楽しいから Google って言うかって。 なってるのかなっていうところはちょっとまあこれは単に感想です、ね。はい。あまりちょっとそこ、そういう、あの、より正確だから Google を使うっていう考え方したことなかったので、ちょっと考えてみますね <laughs> <laughs> <laughs>。何かつまり、ラフに、まさに今ラフに言いたいという態度を表明すべきだから Google ググを使ってるんだ、例えば。ああ、だから態度の表明ってことではそうか、ねえっとえーと。として正確なんだっていう。うん その場面に合わせて、えー、検索するって行為じゃなくって、伝える、ー、にあたってダフさそう、そうです、ね、そ,それも含めて、正確さってことです、ねえー、的確に今の態度を捉えた描写にしようってなると、Google、うん、で検索する Google の方が、これは今ぴったりの言葉だっていう。それで計算ししをしてみると、この言葉になるっていうような。 正確さみたいな軸が作れるかもしれないいととうこですねそうですね。ね普通だったらその方がいいですね。ちょっと普通のでもせ、あんから測るの時の正確さと意味がちょっとま、ね、あまあまあそうですね。ね、うん、計算の、うん、計算の内容に自分の態度みたいなものも含めて。でもそれができたらいいかなと思いますね。うん、そう一個の軸にまとまるってことでしょええー。うん な何を測るのかって、まあ、でも改まった話し方と、例えば砕けた話し方とか、その手のむしろ測ってるんじゃないかな。つまり今,今の相手との関係を言葉で測るときに、砕けた話し方をするのが的確な関係なのか。っていうのはむしろはむ測るの方で。で、心臓後もある種のものはこの測るの方で、うんまあ、もちろんその中に楽し,楽しむっていうのがそのパラメータに入るわけですよね。こ,うこれだけ楽しんでいる状態だから、 こうみたいな。うんうね、だからその純粋に試したいっていう,なんていうか、試すこと自体の欲求っていうのがどれだけあるのかっていうのは結構。マグネットの場合はどっちだと思ってるんですか、ちなみに。マグネットの場合はどうなんですか、いや、これは、なんていうか、表現としてやってる場合と、ちょっと表現としてやってる場合には普通のコミュニケーションだと思うんですね。 つまり、あ、ここに花があったらみんな喜ぶだろうなって思って花を描いてみたい。うん、でなん、なんだかわかんないうちに形を組み合わせたらだんだん花に見えてきたから、とりあえず完成させよう。みたいな場合には、あの多分可能性の方。まあ、両方当然あり得ると思うんですけど、うん、私が後者に傾き、田中さんが前者に傾きっていうのと、あと、多分私は割と独り言的な状況っていうのを可能性として認めてるけど、うん 田中さんは割と一、まあ、人で言ってたとしても、対話的な、ね、そうですね初めからずっとダイアログ考えてるということです,とです、ねうん。だから、なんかちょっとそこら辺の違いはあるとは思うんですけど、まあでもそれで今の点は説明されるのかなと思いますけどね、どあのそのそ疑念が出てる点は大体、<laughs> <う>私は一人ごとに放とうとしてるところですからね。 はい、ありがと、ううございますすどでかこれは単に確認なんですけど、ファッションの話は、これ、最初の話にも出たように、うんうん、これや、やっぱりあれですよね、あのつまりじ、事故と環境なり何なりの,その境界に位置するものだっていう側面もやはりあるわけですよね、この研究自体でそれを捉えられてるかわかんないあで、これは捉えてますね、すみません。 その服のアイテムなのかっていうのを切り離すんじゃなくて、この人知らない人じゃないですか、モデルさんって。だから、服込みでその人を判断することになるので、うん、そういうことになりますね。はい。自己拡張になってますね、服がね。そうですよね、そういうことになります、ねうん。はいはい。うん、だからまあ、基本的には、むしろ、えっ、ー、と、なんていうんだろうな、言語との、えー、と質的な差異っていうのは、 あるんですかねそれとも特になくて、あの質的には違わないんだけど、まあ、なんていうか、質的にというか、本質的に何か差があるわけじゃないんだけど、何か、えー、なんていうの、別の体系、別の体系であるのは事実なので、それを見てるってことなのか。あのこう思ってるんです。あの、言語の、<laughs> 私、言語側から見てるからね、ファッションの人はそう思わないかもしれないんですけど、言語の半分ぐらいが、あの、 本質的な一緒って感じですね何かっていうと<ー>さっきから言ってるその正確に伝達情報伝達するっていうのはファッションじゃできないんですよだ,だけどそのなんか素材から何か感じさせるようなこととかはできてるわけですよねだから例えば今ここに反戦っていうメッセージを込めて ファッションショーをしますとかっていうのにはあまり向いてなくてあの何かを相手は感じるんですけどこっちが必ず伝えようとしたことが伝わるとは限らないわけですねじゃないですか <laughs> そうでしょうねうん、うん、だ,だけどすごく注目を集めるとかそういうことはできるんですよあとはまあ、うん、そういう質感を作り上げていくみたいなことはできてでも言語の方はあの まず基本はある情報を伝達複雑な情報も伝達できるっていうことですよねでもそれ言うとプログラミング言語の方がその点においてはさらにパワフルじゃないですか間違わないからググルとか言い始めないからガソバレとかだけど言語に関してはだからそのプログラミング言語的なところと そのファッションのところに共通するようなところが両方が入ってるっていうことがポイントなんじゃないかなと思ってるっていうことです。あなるほど、うんはい。割とその、えー、と宇野さんの研究で、えー、となんていうか注目されるような言語の側面っていうのは割と、はい、えっとファッションは満たしていて,って、うん、半分はぎ取られてるから見やすいっていう、ね、そういうことになりますよね。はい はい、入ってるからですね。うん。はい。じゃあ、聞き手の方に行ってもいいち,ちなみにこれ、時間時間どうするか問題は。そうですね。<う>山泉さん、今どんな感じですかなんかケー,キケーキのマークを出してる。ケーキのマーク出てるんですか、まあ、<laughs> 私には全然見えないんですけど <laughs>。<laughs> 35分になったみたいなのでやりますかそうですね。じゃあ始めましょう。はい ちなみに、今日の日の入りは17時57分なんで、ちゃんとそれまでに終えられそうな気がしてる。意外とちょうどよかったです。<laughs> <laughs> 嘘だ可能性が高いですねま。まだちょっとどっち側に触れるかわかんないんですけど、では、今、全画面共有になってますよね。あ、なってます。はい。ちょっと待ってね。それで、とどこだっけ。 えっと聞き手の側から行くんですもん、ね、そうですね。えっと、まるならかな。はい、はい。ちょっと余計なのが出てるから。えっと、さっき話しての側は質感探索が、まあ、面白いからこう探索しちゃうみたいな話だったんですけど、聞き手側も何かしているんだろうということで、えっと、人工言語実験の中で、聞き手はそれが完全に理解できないものであることを承知しながら共有しようとする場合が、 観察されたっていうのは、例えばさっきので言う、なんかこう、米印とかを見せてた時に、絶対ウサギを相手が思い浮かべてるとは思わないんですけど、なんかやけに米印を大事に毎回動かしてるなっていうことから、なんか生き物のことなのかなみたいになんか一生懸命こう、相手がやってることを理解しようとするっていうところがあって。 でまあ、これを不確かな共有というふうに呼んでます。で、えっ、ー、と、ファッションデザインを実験記号論におけるプロト言語とみなすと、新しい語の不確かな共有が、あ、で、こちらの下の話は何かと言いますと、えっ、ー、と、ちょっと待ってください。これであれえっ、ー、と、で、えっ、ー、と、これはですね、あの、ファッションデザインの時は、さっきのちょっと小っちゃな写真しかないけど、こういうのを えと一般の人に見せて、まあ、一般の人といっても、ファッションショーによく行く軍と行かない軍に見せたんですけど、デザイナーがどう思ってるかと関係なく、見てる側のこと聞いてるんでっていうことは、この人たち聞き手がどう思ってるかっていうのの分析になってるわけですね。で、ファッションショーによく行く人っていうのは、あのここをあのなんでしょう、メトニミーと見るとか。 これをメタファーと見るとかっていうのが一致していきがちな傾向があるみたいなことがまあ分かっていったということで、まあ、あるコードにすごい慣れてくると、まあ、あの聞き手側のなんていうか不,かん不完全な意図共有っていうのが意外とまあ揃ってくるという話ですねこの下に書いてあるの。で結局そういうなんかよく分かんないんだけどとりあえずまあ,あの 意図教諭の形作ろうってするのの背後には何があるかっていうと、まあ、日常行われてる人間らしさあるいは主体性の検知っていうことがあると思います。これ、まあ、主体性の検知っていうのはあの何かと、まあ、何でしょうオンラインでコミュニケーションさ,れさせて相手はコンピューターですか人ですかみたいなの聞くことありますよねチューリングテストなんですけどで実験ではそういうエージェンシーディテクション主体性の検知を行う。 ですけどなんか日常生活において相手はもうすでに人だと分かってるんだけどその上でなんか相手が人間っぽいことをするとなんかそれをまあ味わうというか,、まあ、なんか楽しむみたいなことがあってこの傾向が先ほどの話し手の側の質感探索を楽しむって傾向と,、えーとまあ、聞き手がですね例えばこういうあのマグネットを見た時に ま誰かこういうことをやった人がいるんだっていうのを、まあ、ちょっと確認すること自体がなんか、まあ、なかっこつきの楽しいっていうことですよね。で、これがうまく、まあ、あの組,み組み合わさるとふかあの不確かな共有が生まれるんじゃないかということです。で、ちょっと関係あるから月まで行っちゃっていいですかね。8までで行くとなんで 普通のまあジョインターテンション、糸共有っていうのは、うさぎって言ったら、でうさぎがあるとで、相手もそれを見るという形になってるんですけど、ここでさっきから話してる話は、まあ、和者の方は、なんかすごく自分勝手にというか、自分の内面にまあ集中して、ああ、なんかうさぎっぽいな、まあ、この記号はうさぎっぽいから、うさぎって書こうみたいな。 なんかそういうことなんですけど聞いてる側は何のこと言ってるかわからないけどとりあえずなんとなく意図共有してるっていう形を作り出してくれるということですね。でポイントはなんか、まあ、この意図共有の形っていうのは公的な指差しなんですけど相手にも分かるように指差して相手に一緒に見てもらいたいと。でもこの場合はですね私的な指差しになってて自分のためにまあ指差ししてるっていう。 まあ,ある意味、指さしっていうものを考えたときに、謎の状況ですよね。でも、艦隊文とかの,あの叫ぶっていうことを考えたときに、まあ、自分もびっくりしたから叫ぶっていうときは、必ずしも相手をまあこう意識してない可能性もありますよね。でそういう場合の私的な指さしになってると。で、このまあ独り言的な私的な指さしが、聞き手にもまあ共有されるように、 なっていくって段階を、まあ、間にさっきちょっとあの中間形態ってありましたけどこういうのが間にあってでなんとかこう本当に今度は、えー、と和社の視点が入った言語表現って出てくるんじゃないかというようなことを考えているということですでちょっとこの補足は今の話を単にまとめただけで、まあ、これが全てではないけどこういうメカニズムがあるんじゃないかということですね聞き手が 言葉の質感これ話し手、ね、が言葉の質感探索を行うことがプライベートポインティングとなると。でまあ、記号の意味と形のつながりを不安定にし、新しい形が生まれる。でえー、と聞き手が主体性検知、つまり言葉の質感に潜む人間らしさの探索を行って、まあ、プライベートポインティングであるはずなのに、 まあ、パブリックポインティングの形に持っていこうと共有するということで、パブリックポインティングが成立すると。で、まあ、新しい意味も生まれるみたいなことがあるんじゃないかなという、こういう話です。どうでしょうか、ここまでで、ね、メインのとこは大体ここまでになるんですけれども、何かありましたら。はい、えっ、ー、とあ、まず他の方でも何かあったら、ちょっと一旦共有停止しますね。 あ、共有停止すいません。あのスライド直したくなったんですけど、ああ、そうか、そうか。いやスライドかどっか行きました。で、あの、そうか、見ないと質問しづらい。あいやいや、別に、あの、それは、あ何かれに関し言っていただければ。はいいや、ここは多分すごく、なんていうか、な、今一番多分難しいポイントはあの本日、扱われているテーマの中で。ええ、不確かな意図共有ってやつですよね。これがな何なのかっていうか、あるいは、 これは、あの、さらに全体の話ですけど、これとなてこれな結局何を、何をしてるんですかね、これは、単純に。私ですか、それとも、馬車。いやいや、あの馬車が、ええー。<laughs> 不確かな意図共有っていうのは、これはあの、要するに、えっ、ー、と、まあ、要するに、本当は聞き手じゃない人が勝手に聞き手になって、 ってことというこですよね。えっと、えとそうじゃなくて、聞きたいんですかあそ,うそうです、そうです。あ、ごめん、合ってます、ね。今、えー、あのそうですね。だから、話しては何もしてなくって、一手、えー、が勝手に、あのこれで今見えてるでしょ見えてます。はい、こ,れこのまま、スライドショーにこれでいいあ、はい、えっ、ー、と、大丈夫はい、はい。だから、まああのこの時は、なんていうんですか 結果的には、これで、こっちと同じような効果を持てるってことですよね。うん、えっと、今見えてるあ、はい。えっ、ー、と、普通の意図共有の時に、まず、えーと、不確かじゃないのは、何によって不確かじゃないんでしたっけ一応、こっちの、えー、だからこれ、モデルだからね、なんかこっちの人の、最初のジョインターテンションズでも出てたように、うん、こっちの人はこれを見てもらいたいっていう気持ちがあって、指さしてるだろうっていう。 ことにななってるじゃないですかはい、はい、でそっちに答えてこっちも見てるっていうことで、まあ、意図共有されてるけどこっちは別にちょっと何のことを指さしてるのかもよくわかんないけどとりあえずまあそれをだからウサギが生き物ぐらいにちょっとわかる場合もあればもうよくわかんないけど何かを見てるってことで何か X みたいな形でもいいから。 ちょっと抽象度を上げてとりあえずなんか形を作るってことですね。 えっとこれはちょっと確認なんですが、えっとこの時にえっとまあこれウサギって書かれているとあの要するに日本語話者ウサギを思い浮かべちゃうわけですよ。あのこれはウサギっていうのが何のことなのかわかんないあの近くのこの潜在的規定にはわかんない状態の話をして。そうですそうです。そょっと山入れじゃなか、そうですね。あのであのえ話してなんか。あ、どてくれますか。米印で。そうそうですそういうことです。はいはい。でそれでまあでも何かをまあさし 何か深くて思,いう思い浮かべて、心的にそれを確認なのか何なのかしてるんだろうなということは、潜、え、在、ーまあ、的に聞き手からすればその意図は読めるので、そ,うですね、それに合わせて、えー、と話しての、まあまあ、この場合だと心の中なり何なりを、まあ、想像するということが起こっているそうです。だから今まで記号で相手の心あの、自分の心を示す記号がなかったわけなんですけど、この方法を使うと、 力技でこの人の心の中を示しているっていうことができるようになるってことですね。これはあのいや何度か出てきたようなポイントで確認なんですが、うんえっと、意図共有みたいなコミュニケーション、つまり、まあ、我々が今普通にコミュニケーションって言っているものに先立って、不確かな意図共有の段階があったって主張を含んでるんでしたっけ、これはいや、そういうわけではない,うい,うないです。はい 確かな意図共有っていうのを入れないと、うん、意図共有だけだと、まあ、平処分的なものは出てこないんじゃないかってことは言ってるかもしれないですそれはな,なぜ出てこないんですか、ちなみに。あそれは、まあ、本当にここの中だけの話になってしまうんですけど、うんまあ、そういう仮説で、ここのところで、この一五分から平処分に渡るときに、意図共有だけだと、うん 一五分から平所分に行く道筋を作りづらくて、ああ不確かな意糸共有ってことも間に差し挟むとここに行けるっていうアイディアですね。えっと、糸、えっと、共有っていうのは、えっと、この場合だと平所分にあ当たるんですか、まあ、平所分もだし、一五分。1五分も,、ね、分もそ,うそうですね。で、うん、えっと。常に、えー、あのこればっかり繰り返してると、一五分から出る必要がないので。ああそうで あなるほど。じゃあ、意図共有は1語分の段階であって、というかむ、むしろ1語分というのは、まあ、普通にコミュニケーション使われるときは、それを、そうすると、そこから、えー、と平常文的なものが、えー、と意図共有で出てくるのに、その間に不確かな意図共有が必要で。まあ作るのにって言ったらいいかもしれない、えー、作るのにえっ、ー、と。 なんていうんですか、作る秘策として不確かな意図共有っていうのを入れるといいんじゃないかと、はい。しかも実際にあのそういう新しい表現をやり取りしてるときに結構この形が見られるので、こういうのをい放り込んでみると、結局これって、X の心っていう、X っていうかこの人ね、はい、この人の心っていうメンタルスペースを支持する。 表現にななるわけじゃないですか、はいうん、だからあの相手はウサギっていうものを思い浮かべてるってことが伝わるんでだからこういうのかを返さないとそのイリアリティの方を表すようにはなっていかないんじゃないかなっていう考えですね。それは、えっと、つまり一語分普通の一語分の場合にはつまりそ,その場にまさにある話しても聞き手もあるようなものに,、まあ、要するに指,指さす。 しかないので、平常文的なものになるためには、その目の前にあるものを指さすだけでは、まあ、平常文足りえない。で、じゃあそ,そこにどういくかっていうので、目の前にないものを、まあ、ただ目の前にないものを2人で指させる段階でいきなり達するわけはなくて、2人で目の前にないこれですよって言われてもま,あまさにないので,で、じゃあそこをどう埋めるかというと、 えー、勝手に話して、まあ、潜在的な話しての側が勝手に指さしたものを聞き手が勝手に読み取って、でその、まあ、話しての心みたいなものに何かの形でアクセスできるようになっているてことあそうですね。だちょっと目の前にあるかどうかっていうところで線を引くとちょっと違うかもしれないです。えー、あのそういう、わしゃの心の中って、わしゃにとってのイリアリティってことですかね。はい、はい。うん ちょっと山泉さんから今コメントが来て、画面の上で点が点滅する症状が開発してるって、あどこで再,あの再発してるえとこれ多分、えー、とあれじゃないですか。えー、とどう言えばいいのかこれ多分な、なんかそ、えー、と宇野さんの表示の問題で。一旦ちょっと共有停止しますね。そういうこと多分そう、そうですね。えー、と多分、最初と多分共有、えー、の仕方が実は違うんでしょうね。そうですよねちょっっととやってみますねあとなんか 画面あそうですね。なんかちょっと待ってください。多分フルスクリーンにしてスライドショーなんですかね今、ウィンドウが最大のさらにスライドショーになってるだけだった。ああ、そうかもしれないですね。ちょっとまず共有してからフルスクリーンにしますね。えっ、ー、と、ありがとうございます、山泉さん。こっち、自分自身だとね、全然わからなくて。今共有したんで、えっ、ー、と、まず全画面にしなくちゃいけないんですね。 これ線画面になってますよね。で、スライドショー。これどうなんか動かしたりめくったりして。そういうところで出てくるんですかあ、なんかいやってか、そうですね。これ多分これで、これでもたまに上に赤いのが出たり出なかったりしますが、なんかさっきとは近くても違いますね。え、良くなってるってこと悪いってことと。良 <laughs> <laughs> くはなってないんじゃないですかね。<laughs> でも 赤いのでしたら、でもともとじゃないんですかこれは出てなかかったですか赤いのはリハで、えー、なんか出ちゃってて、じゃ3パターンく、えー、そうですね全 <laughs> 画面なのと、あと、まあ、スライドショーのやり方なのかもわかんないですけど、まあ、よくわかんないです。ちょっとっ確かになんかちょっとさっきと違うなっていうのは思ってて。 ちょっともう一回共有してみますね。今共有してて、それで。これ、スライドショーにいきなりしたらよくないでしょだって。<の>これで、ね、スライドショーにしてみるこれは今どうですか た多分これを動かしてどうなるかだと思うんです。動かさないとわかんないんだ。どうですか？あなんかあ綺麗に見えてる気がする特になんか上の方に何か出たりはしてないんです。はい、じゃこれでいいですか山泉さんどうですか？あいいと思います。あれあそうかこれ違うと思った方のやり方やったらよかった。全、うん、画面にせず知らあ。あその,のそれが正解だ、ね、ったみたいです。え、うん、はい。なでしょう？あいやいや多分。大丈夫。えー。 大丈夫で,すで、ちょっと質問は何か他にありますか今の。よかった。でここわかりにくい。で、ね、まあ、ここが割と最近やってるところなので、うん、そんなにまだ、なんていうか、あの、こっちとしても固まってないから、まだちょっとわかりにくいっていうのもあるかもしれないですね。なんで聞いていただけるといいかもしれない。この、ちなみにですけど、はい、えっと、ここの、えー どれも、まあ、えっと、まる7の補足1の1である、えっと、うん、主体、主体性をのあることが分かった上で、うん、なんていう、で、主体性を味わうことが楽しいからっていうふうに書かれていて、うん、で、これとの関係でちょっと不思議なのは、えっと、つまり普通の意図共有、一語分的な意図共有の場合でも、その主体性を確認するってことは、なんか同時に起こってもいいような気がするんですね。で、そうすると、その、えっと、 そうすると、不確かな意図共有がなくても、話し手は、えー、とつまり何かに指差しをするときに、例えば指差しの、まあ、これ、例えば目の前にある場合であったら、うん、その目の前にあるってことが分かってやってるんだなってことは、例えば聞き手には理解できるんじゃないかなって思うんですが、うんうん、でそうすると、その、なんていうかな、指差しと,、えー、と話し手の、まあ、何か心的な状態との対応関係さえつかめれば、なんか不確かな、 っていうのをなんか個別の段階で挟まなくても3は、うん、平常部に行けてもおかしくないのかなって気もするんですが同じことなのいやだからその場合、うん、あのー、切り分ける必要がなくない、はい、和社の和社はこう思った和社の視点を入れなくちゃいけないんですけど、うん、毎回和社の視点入ってるからはいはいた多分私はそ,あそっか私は多分普通の一語文でもともと入ってると思って そうそうだから発話の場にってことですよね、えー、今の私の不確かなのもまだ1語分だから、うん、発話の場には寄ってるんですけど、はい、発話の場に寄ってる時点で今、まあ、2種類になってるわけじゃないですか、うん、不確かと不確かじゃない。はいはい、でそのこの2個目の方じゃないとこのあ、えー、と言語に繰り込む時に、うん、<laughs> ただの1語分しかないとなると なんかその一語分のままでよくないってことになりませんなんか多分そこがいやこれはあの話す長くないそうですけどつまりあの、えー、ここ心が、えー、っと心みたいなものが、えー、意図共有の段階では、えー、普通の意図共有でつまり普通に一語分を使うときにその話して聞き手がそれぞれ心を持っててみたいなことをえー、っとまあ多分私は知ってる必要があるって思って話を聞いてただと思うんですね。<ー> 多分一語文分的な意図教育というのは、かなり、えっと、それこそ行動主義的にというか、取ってもいいだろうということなんですかね、そういうことですよね、おそらく。ね、多だから、分なん、私が考えているのって、話が一旦終わったかもの、なんていうかもうみんな普通に平常文とかを使い出した頃の一語文分のあで、ね、り方で、そうじゃないような一語文分、一番最初のというか、そういうの持ってないような一語文分を考えたときに。 そういうのを排除できるような形で考えたときには、そうです。はい。ってことああ、なるほど。じゃあ、ね、えっと、<laughs> じゃあ、この、えっと、な,なんだ、この、丸八の、うん、丸八の、えっと、パブリックポインティングの話して聞き手っていうのは、これは聞き手は、話してがうさぎを刺して、えっと、自分に見せようとしてるみたいなことは分かってないってことですか、これは。それは分かってるんですか、まああの わかってるんじゃないですか、えー、でもあっ、えー、あんまりもうちょっと聞いてください,、ねあいや。はい、はい。あだそれがわかってる時には、でも聞き手は話し手の例えば見えてるものの中には聞き手自身がいてとかそういうことも分かって。あなるほどね。うん。るんだとすると聞き手には普通の意味で自分は見えてないわけですから、その話し手の心の推測っていうのはこの。 中で,すでにあるんじゃなないかなとも思う,うんだからその相手の心が推測できるかどうかっていう点では多分これ右も左もできてるつもりで私書いてると思うんですね、うん。だけどそれを記号の中記号としてバラバラの記号に割り当てる必要が出てくるかどうかっていうことなんだと思うんですけど。あの 非現実のものもとあい今ので言うと、最終的に,そのに特に出てきたのが、例えば、助動詞的なものがどう出てくるかとかの話して、ね、いました。なので、あのーまあ、人間でこ、この段階今もう人間の実験しかないじゃないですか。全部。はい、だから、あのー、何も知らない、未熟な心を持ったものっていうのは、うん、あまり想定しづらい状況になってて、はいでまあ、その上で、だけど、まあ、新たな、 助動詞マーカーみたいなのを作ろうってなった時に向かって左の糸共有の場合だけだとなんかあの別のマーカーをつけようかな作ろうかなっていう感じになってこなくて向かって右の場合をマークしないといけないっていう状況に追い込むことができるのかなと思ってて。 でちょっと変わった状況じゃないですか、不確かな意図共有。そうですね。うんうん、でも,もし向かって右のが不確か,かなければ、今なんか事足りちゃってるので、偏処分にかなんか作る必要が出てこなくないですか、うん、全部一語分であの述べていけばいいってことにならないですかで、さっきおっしゃってたのは多分、意図共有の中にも話者の視点とかあるから、はい、<laughs> それぞれに あの分類して、だからこの意図共有っていう仕組みの中を三分割とかして、ここは視点ですね、ここはウサギですねとかでしたらいいんじゃないかっていう提案をし、ね、ですね、うんはいで。そういう風なストーリーはないのかいうでもそういう風、うん、にあの切り分けるっていうことを起こしづらい状況に。 あるるのかなと思ってるんです、うん、いや、なんか私もそう、うん、だからむしろその切り分けてそれぞれに捉えるって発想自体がすでにこう,、うん、こういう状態を経てから、っと不確かに時を見たら経てからの発想だってことなんですかね。そうだと思いますね。あと、うん、まあちょっとその、あの誰かの図あるじゃないですか、そこにも、もこれですね。はい、だから、まあ、ここのグラウンドの中ですべてはこう行われてるわけです、一語文っていうのは。うん だけどここの点々の非現実のところのマーカーを作ろうっていうモチベーションにならないですよね、ここだけで。ああ、そこだけで。そうそう、はい、でも今はここのいろいろな位置のマーカーをつけていきたい。ここから測って。うん、だけど、ここの中だけだったら測る必要ないから。だから、ここからちょっと距離感があるものを何か、ここの中にいながらも <laughs> 距離感があるものを何か。あの 出現させなくちゃいけなくて、っていう考え方ですね。ああ、なるほど。いや、うん、そ、それはなんか非常にそう説明していただけるとわかりやすいなち。そうですか。つまり、えー、えー、ここそ何でかに怒られるんじゃない。<laughs> <laughs> まあでもあのつまり、人、人の心っていうのはそのまあある意味現実に今あるここにあるんだけれども、一方からはまあ直接観察はできないもの。 としてつまり、まあ、非,非現実の元でとして、まあ、現実にギリギリ入っているものを探すとするとそれはこういう、えー、プライベートポインティングに当たるものであろうと。うですね、だから、えー、今本当に目の前にあるのは米印なんですよ、どっちにとっても。はい、米印の上にうさぎを重ねているのはこの和社だけなんですね。うん、だからあのそこで今和社の方は世界が二重になっているわけ 現実と想像の中っていうふうにでこの二重構造をあることは聞き手は分かってるんですけどだけどそれをまあ表現するっていうふうにだからし,していきたいってことですよね、うん、でもその非現実っていうかうさぎとその米印を結びつけてるっていうのは和者のところから測れるところにしかなくて。 はいはい、だからっていう意味で和者を含んできちゃうわけなんですよね。和者の視点を入れざるを得ない。だからあのそういうマーカーを作るモチベーションになりますよね。なるほど。 いや、なるほどしるけです、してほしいで。せっかく、さっきより分からなくなったっぽい話です。あいやいやいや、わかわかだいぶむしろ分かる <laughs>。というか、いや、なんていうかな、うのさんのおっしゃってることはわかりました <laughs> あ。はいはい、なんか納得するかどうかっていうの、えー。それはまた、こ,れこそれはこれでも私の問題をいきたいと <laughs>、はいま <laughs> <の>いやいや、だから <laughs> そういう一個一個に関しては、あのぜひ議論したいというか、あの。 もう行き詰まってるからなんかインプットが欲しいなとは思ってるんですけどまあここの意味を説明するという意味で言うとそれぐらいしか考えてないですねんか今のところあ<ー>、うん。であのそこまで考えたっていうのが、まあ、2021年とかそれぐらいまでで <laughs> まあ今23年間だからちょっと最近は結構違うことやってるんでこ,あのこれじゃないのやってますけど。 まあ、なんかこの次がないと、この次、ごめんなさい、チャットで何か来てますかあこれ、ご質問いただいてるんじゃないですかあ、そうです。いいですかね、これに。あすみません、コメントです。ですありがとうございますあの。あの、直接言っていただいてもいいんですけど、読んだ方がいいですかあのはい、ラフお願いします。じゃちょっとまず読みますね。えっと、話がそれていたらすみません、参考になれば幸いです。一語分岐か、それ以前の用事が、バッと発生したり、あるいはウサギなどといって、 子どもと大人が視点を共有しても対象物が,対象物がなく意図共有が不確かな状況ですが母親などがそうねう そこにうさぎさん、ぬいぐるみや写真などがあったねなどと平常文で置き換えて過去の状況について言及し子どもの指さした理由を探り情報の共有をしたいあ、意図を示すことがあります。子どもの指さしは今ここから文脈が拡張していき大人が子どもの発話意味と意味を意図を推測することが難しくなってきます。あこれすごい あのいい絵をどうもありがとうございます。ありがとうございます。<あ>ちょっと子供のあの,あの弁護習得の指差しでこうやって何もないところをいきなり指差してあ、えー、って言ったりすることがありますので、でね、まあ今のお話聞いてて、うん、あの子供の場合はどうやって大人がまあ、意図共有を探っているんですけども。うん、まあちょっとこの自分の研究とどう結びつけていいか迷,迷ってまして、ちょっと一応。まあコメントとして書かせていただきまして、うんえー、もすごくあのちょっとこういうことあるといいなと思ってたんですけど、実際にあるとは知らなかったの。ので まああの、はい、そう意図共有というのではなく、まあ、あの子どもと大人の会話分析ですけど、うんまあ、動画を見てるとあのたまにこういうあのシーンがあって大人が一生懸命こう子どもの視線を追って何もないのであの過去の状況を共有してるっていうのが大前提なんですけどもここ、はい、にはクマさんが写真があったねとか、まあ、そういう補足的な説明を大人がして。 なんとかこう子どもの指差し何を言いたいのか、何を意味しているのかっていうので、まあ、ちょっとまあ平常文と言っていいのか分からないんですけど、まあ、大人が一生懸命、一語文からこう拡大して説明をこう解釈しているので、まあ、その意図共有でも不確かですよね、まあ、対象物が目の前にないので。はい、大人がこう あの補充しているっていうのをちょっと今思い出したんですけども。ありがとうございます。はい。こういうねあの例があるとちょっとあの励まされるというか。いやでも本当にすごく面白いはい面白いですね。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。いやすごい良いタイミングで。なんでちょっとこういうのがどう分析されてるかとかっていうのをもっと知っていくと、この次どういう風うにすべきかっていうのが見えてくるのかもしれないですね。 こういう例を示していただける、なんか私なんかむしろ、ここから、えー、と子供は自分の内面をなんか大人から学んでいくんじゃないかって感じもしてきて、だからそこもちょっと面白しろい。今、今この自分の心的状態っていうのは、そこにうさぎさんがあったってことだ,ことだったんだってことがむしろ言われてそ、そういうことにするというか。 うん、まあ仮にそうじゃなくてもそうだったことになっていくっていう側面もあるんじゃないかという気がして、そこも気になるとか面白いところです。そうです、ね。だから今の発達の場合だとすでにもう日本語は確立されているので、うん、そういう言い方と捉え方ですよね。そうですね。小兎ウサギがいたんだっていう言い方をあのとかウサギがいたことがあるって言い方と、さらにはそれに付随する。 理解の仕方ですよ、ね、今いないってことはいないんだっていうようなことを教えて、ええ、それをあの使用するっていう方向に行くっていうことで,で今スライドで写してる方に関しては、まあ、言語が今作られつつあるっていう状況なのでそういうどれかに当てはめるってことができないから作るっていうモチベーションにつながるといいなっていう話ですかね。うん これ、9に行くとずいぶん話が変わっちゃうんですけど、どうしますかここで、9まで行っちゃいますかうす、ね、もう9が最後です。なんか、皆さんに長くお付き合いいただいてますが。9えー、どうだろうこの段階でなんかご質問とかさらに、あこの方でも<あ><あ>いっちゃあ、はい、石塚さんが。あお願いします。はいすみません。えっ、ー、と、あの、聞き手が、うん、えっと、なんだっけ。 あそうプライベートポインティングを共有しようとすることと主体性検知の関係をちょっともう一回説明していただいてもはい、だから、えっと、主体性検知はあのつまり今話してすごい自分勝手になんか思い浮かべてるわけだからほっといてもいいわけじゃないですか。で、まあ、ちょっとその話してが勝手にやってるっていう例例えばこれとかですよね話してが勝手に私に見せるためじゃなくて勝手になんかマグネットで 花作ってるる人がいるとで私通りかかったとして、まあ、無視してもいいわけですよ別にこれ私に対してなんかメッセージ言ってるわけじゃないからでもなんかこういうのがあった時にちょっと結構見てしまうっていうようなとこがあってあるいはあの砂場にあの砂の城とかあるとちょっと見てしまったりしますよねでというのも誰かが何かをしたっていうのがえっ、ー、と まあ、だから人間が何かしたっていうのが、まあ、痕跡として残ってるからになってくるわけです。で、まあ、元からはそのあのちっちゃい子とか何ですかその規則的なことではなくちょっと不規則的なことに、まあ、注意を向けるっていうことから、まあ、他者への、まあ、興味を向けていくっていうようなことはあると思うんですけどもここもだからあの結局その。 人っていうのがすごい人らしいことをしてるっていうことに私たちが注意を向けがちだっていうことがこの,あのパブリックポインティングをプライベートポインティングからパブリックポインティングみたいなものを作りがちっていうことにつながるっていうことですねだからプライベートポインティングしてるのはあの話し手ですよねで聞き手はプライベートなものに本来別に入ってくあの 責任はないんですけど、なんかこの人が米印をなんかに思い浮かべてるってことが、すごく、まあ、興味深いことなので、なんであの、なんかついここで理解しようとしちゃうっていうようなことがあり、結果的にはパブリックポインティングみたいな形になるっていうことです。なんかあまり説明うまくなかったかもしれませんが、どうでしょうか。あいや どうですかね<う>他に何か。9も不確かな意図共有の話だから。あ、でも山泉さんがななあ。ぜひお願いします。えっと、今の図の不確かな意図共有の意図っていうのが、どういう意図なのかなっていうのはちょっと疑問なんですね。うん、対話的なパブリックポインティングの意図共有だったら、まあ、なんまあ、コミュニカティブインテンションとかインフォーマティブインテンションみたいなものっていうふうに考えても、うん 理解はできるんですけども、うん、プライベートポインティングの場合、どっちも当てはまらなそうなので、じゃあどういう意図なんだろうっていうのがちょっと疑問です。なるほどね、あ <laughs> そこについてすごい、ま、考えていたわけではないんですけれども、あのー、こちらの意図共有みたいな形になるっていうことなので、うん、ただな今の2つの意図共有、何と何でしたっけ、コミュニカティブの。 インフォーマティブというのは、はい、情報的にってことですよね。ですかコミュニケーションしようとしているつもりがあるよというのがコミュニケカティブで、うん、でじゃあ,じゃあどんなことを伝えようとか、まあ、命令しようとかしてるのかっていうのがインフォーマティブというふうに理解してます。コミュニケーションしようって意図はこっち側にはないので、コミュニケカティブではないんですけど、あの <laughs> これがウサギって言ってるってことは分からないけど、 何かを言おうとしてるってことが分かってるっていう点ではインフォマティブになりますかだただ、うん、いや、つまりこれだからあれなんじゃないですかえっ、ー、と、ふたしから糸共有ってあ、いや、これ、用語の解釈のまず確認なんですけど、糸、うん、共有として不確かなやつっていうことかなって私は思ってずっと理解してたんですが。そ,そ,そうだと思うんですけど、糸にかかってるっていう解釈ってこと、山泉さんは。あ、いや。 ではないね、つまり左みたいなやつが不確かな形で行われていることになるそうですね不。不完全なっていうことなんですけどね。左の偽物みたいなのが生じてるっていうことなので、左に基づいた、糸共有に基づいて不確かな糸共有っていうのを作ってるので、糸っていう語が糸共有の中ではワークしてても、不確かな糸共有の中では、<laughs> なんて言うんだろう、もう模造品になってるために <laughs>、 あのちょっと意図は何かっていうのが分かりづらくなってますね。うん、結果的な形がこれになんか似てるっていうことなので内部構造はもう全然違うものになってるかなと思います。そう、ね、共有されてるものってあるんですか場ですね、だから結局。<ー>うん、コミュニケーションの場がこれでなん、だから2人が同じグラウンドにいるってことがこれで成り立つわけです。こっちの人は 聞き手と思ってないから、この不確かな意図共有のとき。本来はグラウンドの中にこの聞き手いないんですけど、聞き手が聞いてることにすることで、ここの全体が一つのグラウンドになるっていう状況ですね。だから、あの、これちょっと実験の場合だとワンショットですけど、これで喋ってるときに私たちが、なんかちょっと独り言言,言言ったとしても、私がそこに対して勝手に理解して話を続けるみたいな会話の中に、 だから意図共有全体の中に一瞬だけ不確かな意図共有とか差し挟まれる場合ってあると思うんですよ。だからそういうふうにあの思うと、そこのところで突然なんかあの、グラウンドからこの人追い出されちゃうんじゃなくって、その間も位置づけ、位置けるみたいな感じになるっていう感じですかね、うん。あんまり関係するかちょっと分かんないんですけど、うんうん、えっと、宗助士の研究をしている人が関する。 の観察なんですが「ぜ、うん」とか「ぞ」とかあんまりこう普通の会話では使わないような修助詞あるじゃないですか。うん「ぜ」と,とか「ぞ」とか。そうそうですそうです。うん、でそれを、まあ、ただ、えー、と実際使ってないわけじゃないんだけども使う場面では独り言的な「と思った」とかそういうような。えー 中に入れ,入れて対話の中で使ってるっていうこうまあ本当の主説では使ってないみたいなそんな観察もあってそれがなんかちょっとこの、うん、えと右の図から、えー、ちょっと思い出したことです自分自身になんか直接グラウンドされないようになってるってことですよね <laughs> なんかだから私の発話として「行くぜ」っていうのがじゃなくて「行くぜ」と「許さないぜ」と思ったみたいにすると ワンクッションできて、はい、ここの中みたいになるってことですよね。<ー>聞き手との関係はそれでそういうふうになるのかなどうなんですか、ね、なんか一時的に聞き手がグラウンドに入らないような場を設定してるんですかね。ううだからこっちで行くぜって言うとこういう感じってことね。だけど、はい、こっちみたいな行くぜって言うと この人がこっちに言ってるみたいだけど、あゆる行くぜって変なのに、許さないぜっていうと、うこっちに言ってるみたいだけど、許さないぜと思ったっていうと、ここの中に入る。うん、ただ、今のは出来上がってる分だから、<あ>その場合も見てるので、スペースの埋め込みがベースじゃなくって、えー、ベースからできた非現実スペースに上がるだけの意図共有ではある、うん、そうですね,そう,ですね、えー、うん。うん ただ、自分のことになるってことですよね。うん、うん、そんなでもなんかそういう知らなかった。そうなんですね。面白いですね。うん、うん。はい。じゃあ9もやりましょうか。そうです、ね。はい、じゃあ未来のコミュニケーションで、これはもう研究してることじゃなくて、今の不確かな。意図共有をめぐって思ったことでで。まあここまでの研究をもとに未来のコミュニケーションを考えると。と その競争言語進化でのなんか宿題だったので考えたようなとこがあります。でまあ、あのここのとこコロナだったりしたので、あのこうやって Zoom で研究会したり、SNS がすごいまあ活発になったりして、まあ、もうコミュニケーションの方向性として、まあ、時間、空間を超えるっていうことがもう一般的によりなっていくってことを考えると、この不確かな意図共有みたいな形っていうのがむしろ 結構中心にななっってていいくんじゃないかっていうことですねこれ結局ですね、まあ、SNS とかに書くときに、相手を想定してそれに呼びかけるってことをしてもいいんですけども、だけど、相手っていうのがですね、ここにある、想定できないぐらい多様になってくるってことがあり得るわけですね。まあ、例えば宇宙人とかってことなんですが、まあ、宇宙人が言語わかるかどうかわかんないので、宇宙人的知性。 ですが、まあ、でも具体的にはなんか全然違う言語の人たちにもう伝わりますよねあのいろいろな翻訳ツールも充実してきてるからで自分の知らないなんか文化とかあの生き方とか価値観の人たちにこうどんどん発信されてっちゃう一体他になるわけですねっていう時にはどちらかというと相手がもう全然想定できないっていう時にはこういう なんていうか不確かな意図共有を作ること前提のコミュニケーションというのが、まあ、強いんじゃないかということですね。で、あとはまあ情報伝達の効率じゃなく、共有可能な場を立ち上げる力が重要になってくるのではということで、まあ、発信者は自分の質感が伝わる自己拡張としての言語、えっと、さっきまで質感って、言語の質感って使ってましたが、まあ、人間、それ自体にも、まあ、あの質感があるわけですよね。さっき言った文化とかでもいいですし。 もうちょっと肉体的な特徴でもいいし、まああの、もう何でもですね。で、それで、まあ、を伝えるための言語っていう形になっていて、カッションのような形で言語のまあ役割として、情報の部分ではなく、私の拡張だってことが、もっと光が当たってくるんじゃないかってことですね。言語以外の自己拡張と一部、等価になると。で、受信者の側なんですけど、 まあ、視点追跡など多様な情報から相手を自由に再構築し質感を味わうということで今度それ受け取る側も、まあ、こういうプライベートポインティング的な形で発出されたものって相手が本当に言いたかったことを受け取ってるのかどうかっていうのは分からないけれどもそこに含まれている情報から勝手に相手をまあ 再構築すするるということがでできてくるわけですねそうすると、あんまり情報伝達がまあ中心じゃなくなってくるんで、ということはまあこれをさらに推し進めて、まあ、自分、他者、生物、非生物、すべての存在の質感を味わい、それらとコミュニケーションできるようになるんじゃないかということで、な、ま、ん、あ、ならこういう形で発信するんであれば、 相手側は別にあの人間とかじゃなくてもいいわけですし逆に受け取る側も相手が人間じゃなかったりとかっていう場合もあってくるんで、まあ、こういうあの不確かな意図共有っていうのは、えー、と助動詞的なものを生み出すための間の、えー、と中間形態としてまあ考えたものだったんですけどまあなんか今後の コミュニケーションのかんを考えるのに役立つんじゃないかなっていう話です。ただ、これはあの別にこういう研究しましたというわけではありません。ということで、これで1から9まで全部終わったところでもうこれが多分、ああの最後のスライドで、本当の最後はここに答えていくんですけど、これスライドなく口頭で答えますので、内容的にはこれで終わりになります。ここに関しても何かあり,ありましたら最後に。 なんかありますでしょうか、田中さん、これはいい、ねあ。はい、はい。いやいや、はい、いや、いろいろ、気に、気になるというか。いやいや、いや、むしろ大きなテーマで。これで、はいうん。あれですかね、いや、ここが。なんていうんですかね、いや。この、えっ、ー、と、どこって言えばいいのかな、補足の、例えば、二の二なんかを見ると。補足の二の二。な、な、丸七、まあ。あ、あ<ー>いや、今、今の丸九の。九、はい、の,のとかね。はい。はい。で。はい えと自分の質感が伝わる自己拡張としての言語、えー、で言語以外の自己の拡張と一部倒壊になるっていうふうにおっしゃっていてであのなんていうかなこ,こういう時のコミュニケーションっていうのを考えた時にその、まあ、今今のコミュニケーション現状のコミュニケーションっていうのはその、まあ、割とその個人がいると思うんですねうん個人がまあ多数に当てるにしても 多数の個人に当てるっていうのが、まあ多分普通のコミュニケーションというか、我々がよく知ってるコミュニケーションで、うん、でその時に例えば誰が言ったかとか、誰に言ったかっていうのが、まあ誰にの方は、えー、とそれなりに今ぼんやりしてきてますけど、すでに、うんだ。誰がの方はまだあると思うんですね。でそ、そこがなくなっていくということ。 になるってことなんですか<あ><の>いんならないと思いますかならないんですか、うん、だからグラウンドのまあグラウンドの中には聞き手もいるっていう話になってくるからグラウンドにいるその発信者自体が伝わるっていうことだと思うんですよね、はい、発信者自体が伝わるうんだから発信者の伝えたい情報ではなく発信者自体が 結局、まあ、だからこの状況って別にこれから起きることとかじゃなくて、うん、インスタグラムみたいなああいうコミュニケーションを考えた時に、まあ、そんなに情報を伝達してるわけじゃないけどこの人ってこういう人だなっていうのはすごく伝わりやすくなってきちゃうじゃないですか写真がたくさん並んでてあんあのこういうタイミングでこういう感じの写真をあげるってなると。 まあなんかこの人こういう人なんだなっていうのが顔とか映ってなくてもすごいこう伝わってきたりするわけですよねだから結局あの誰っていうところは解けていかなくて誰発信っていう方は聞き手の方はすごく広がってっても発信者は一つになままだと思いますねその時にそのて、えー、なんていうのあの発信者自身が えこう自分自身をコントロールできるような部分が、発信すればするほど減るってことはあるってことですか、ね、うんと思いますね。どこをあの発信してるかが分からなくなってくると思うので、発信すればするほどっていうのも <laughs>、危険でもそ、それだけは、ここえそうですよね、あの聞き手があのまあどんどん広がっていく可能性も増えて、うん、で聞き手の側から、ここで不確かな意図共有を、なんていうかな、多様に受ける。 あの可能性ってのはどんどん広がっていくわけですよね,そう,ですね、はい、そうだと思います、うん、だけどま1、あ、個の能力としてどれだけ広がれるかっていうこともあると思うんですよね、うん、まあ今なんかあんまりコントロールしないと危険だと思いますって言いましたけどよすごくたくさんの人が不確かな意図共有しようと思う人っていうのはやっぱりあの自己拡張力がすごい人だと思うんですよ みんなが、ね、自己共有しようって思うっってて思ことだからそれが何によるかっていうのはちょっといろんな可能性あると思うんですけどだけどどんな文化の人が見てもどんな環境の人が見ても興味深いみたいなのって、まあ、相当強いじゃないですか何かが。だからあの、まあ、どんな風に広がるかっていうのもあのその人についての表れの一つだと思うんですね。それがいいとか悪いとかはまた別だと思うんですけど。はい まあそうですねだから勝手にたくさんあの不確かな人共有されるっていう状況が起きるけど起き方はまあ、あのみんなが一様に起きるわけじゃなくすごいデータになると思いますいろんな不確かな意図共有のかなと思って。うん いったい一対他っていうのが、まあ、そのあたで,ではあるんですよねだからたたいたではなくて発信発信は発信でその、まあ、一応1個の一点があってと、うん。そうじゃないと興味深くないんじゃないかなと思って人間の特性上、うん、聞いたようにその人間の集団が興味深いってことはあまりなくてなんかその <laughs> ある個人の人間らしい行動には興味が持たれるけど、そういうのが誰だか分からん、なんていうんですか、その全部が混じっちゃった状況よりも、個人の拡張になってた方が、なんか興味が引かれるんじゃないかなっていうふうに思います。ただ、まあ、ちょっと、これは、ここは、なんかの専門家ということで言ってるのではなく、なんかそういうふうに思ってるということですね。うまくだかららここら辺のあのあ まあこれ未来みたいに書いたけどまあほぼ現実にもうすでに置きかけてることなんでここら辺のなんかあのデータをうまい具合に先ほどの研究に使えるような感じで吸収していけないかなっていうことを多分考えてるんだと思います一言ずに言うと。なるほど <laughs>、はいうん。まあなんで最後のとこはそんなに皆さん ご質問もないかもしれませんが、ただの。いやいや、気になることはいや、<laughs> 多分いっぱいあるないか <laughs> 何がありますか <laughs> <laughs> むしろ一回い、や、なんか山井さんかいや、まあ <laughs> い、はいかね。えー、っと、じゃ、うん、このプライベートポインティングって、例えば、ツイッター、Twitter、で一方的にフォローしてるみたいなのも含まれるっていうことでいいんですよね。だから、フォローの方はまあ不確かな意図共有の側だと思うんですけど、ツイッターはもともとはすごく。 プライベートポインティングっぽいメディアだったんですけど、うん、こちらはだからブログがあって、うん、ツイッターがあると、ブログは私はこう思いますって書くとこで、<laughs> ツイッターはお腹空すいたみたいにつぶやくとこだったんですけど、うん、ただ現状つ、あまあ、ツイッターがすごく、今またちょっと人気落ちてるかもしれないけど、ツイッターが一番人気のあるメディアになった時期とか、結局すごくどう受け取られるかを <laughs> すごく意識してまあ言ってることもあったから。 あれですけどでもまあまあなんかあのプライベートポインティング的なところは保ってると思いますよ結構、うん、知り合いがフォローしてたとしてもうん、うん、大勢聞いてるからその一人のために言うっていうのはちょっと難しいじゃないですかだからメンタリティ的に相当あのー、こっちの意図共有の感じでツイッターやろうとすると結構難しいんじゃないですかうん、うん 鍵やかとかにするっていうのはこっちに行こうとするっていうことだと思うんですよね。ね意図共有できるサイズにコントロールするっていう感じだと思うんですけど、開いてると、なんか、あのだ段だったら返事してくれる人、対面だったら絶対こういうとき返事してくれる人もしてくれなかったりとかってなってくるじゃないですか、だから。<laughs> はい。そんな感じです。 なんかヒントにななるかもしれないですけどねっと次のスライドなんですけれども、まあ、これ質問というか、単に思ったことなんですが、割とこのイベントって、なんかそ,のそ,のそんな感じになっているのかなという、特にプライベートポインティング的な、<laughs> まあ宇野さん一人だけが喋っているわけじゃないですけど、宇野さんとな中さんが中心に喋っていてで、他のオーディエンスが。 なんかこう本当に自分にこう向けられてるんだろうかと、まあ、なんか一部思いつつもなんか聞いて,てでこてどんな人なんだろうって野田さんがどんな人なんだろうっていうのこう自由に再構築したりというようなところがあるのかなとでさらにこう、えー、と情報伝達の効率ではなくて、えー、この共有可能な場を立ち上げるっていうのがこ,うこのイベントの、まあ割とこう大きな部分になってるのかなと。情報うん 伝達の効率だったらまあ普通の学会発表みたいにこう、えー、まあ普通にストレートなプレゼンすればいいわけですけどもまあそうじゃない形式をしているっていうのも、うんえー、まあちょっとここの、えー、このスライドに言ってることに当てはまっているのかなと思いました。ありがとうございます。じゃ未来のコミュニケーションだったというわけですねこの最後、うんね、はいはいな,あなあそれはもうまとまとめになっているために次に行きづらいというか <laughs> ありがとうございます。<laughs> このままちょっと次いっちゃってもいいですか、すべての答えを言うやつです、まとめ。あとりあえずって、はい,っいま、もう最後、これ、まああの、さっきも言ったように、ここはスライドを作ってあるわけじゃなくて、最初に見せたこの3つの疑問にフリーで答えようと思っていて、でまあ、もうなんか遠い昔になり始めてますが、この研究会で答える疑問っていうの3つを、まあ、ゴールにして、進んできたわけなんですけど、 まあ私は認知言語学で新しい言葉が生まれる仕組みを研究しているんですけどまずなんか信号生成の研究するんならなんかそういういろんな対象と方法をやらないでもっと絞った方がいいのではって思っている人も通常はいると思うんですけど今日の話聞いていただいて分かっていただいたように、まあ、信号生成の研究もまあ手段みたいなところがあるので、まあ、方法が絞れなかったと。 あとは、私が発した言葉は私の一部なのかという、当初の研究動機との関係はということなんですけど、事、ま、故、あの視点が埋め込まれた表現を作りたいっていうのが、まあ、現状のところので、作ることで分かりたいっていうのが現状のところのそれの読み替えなので、まあ、関係していますと。で、博士論文との関係なんですが、まあ、一番最初にそういう事故、えー、の視点が埋め込まれた。 言語形式っていうのを、まあ、研究していたのがそれで、でまあ、そこの中で、まあ、ちょっとその視点は追跡するだけじゃなくて共有する部分とかについても検討が必要だなどと分かってきたことで、まあ、今の研究の形になっているということです。で、まあ、こうやって話してみると、ちょっととはいえ、少しなんていうか、最後の方の,その質感探索とかのあたりとかにつまり、 新しい形ができるところのあたりに結構研究のフォーカスが、まあ、焦点というか力点が行き過ぎててちょっと序動誌のあたりのもうちょっとあの研究とかあってもいいのかなというふうに、まあ、バランス的には思いましたがまあ,あのこれは <laughs> あの最終講義とかではなくまだちょっとあのこのあと頑張りたいと思います。でまあ、の一応ここででも本当に終わりで で、あのこれ、こうあ、なんかチャットに来てますね。何でしょうか。はい。あ、2つ目の答えの時にですか ?2 つ目の答えの時に、えっ、ー、と、音声が乱れましたか ?2 つ目、ありがとうございます。これですね、あ、私が発した言葉は私の一部なのかという当初の研究動機は、えっ、ー、と、話者の視点が言語表現に、 組み込まれてるかっていう形で読み替えてやっているのであの今もやってますという話でした。はい、で最初に言ったように本当はなんか博士論文の紹介もここの中に含まれてたんですけど時間的には今あ,のあと20 25分ほどって日の入りだからこれぐらいでちょうどいいから、まあ、あのちょうどよかったかなと思います。ちょっとと具体的なな言語データとかない中 あの皆ささん聞いいててくださってありがとうございましたで打ち合わせの時は博士論文の話もちょっとしたんですけどちょっとその山泉さんや田中さんと話してやっぱりそれはそれでまあ頭の使う部分は違うんですけど新しい発見とかありましたのでで博士論文本に出版してて多分本がもう絶版になってるのか分かんないんですけどあまりその後あの話す機会もなかったんでもうひょっとしたら後編があるかもしれないし別の研究会するかもしれません。 ということで、ここで終わりです。ありがとうございました。何か、また質問がありましたら、えっ、ー、と、お願いします。桜は水曜日に大学で取ったものでした。はい。では、田中さん、何かご質問などありますでしょうかあるいは、皆さん、ありましたら。そうですね。いや、<laughs> まあ、ここはあの、まあ、特に個別の質問とかないんですけど、まあ、でも、あれですよねあの。今日話していただいた、なんていうかな、まあ、内容というか、 っていうのが、まあ、これも多分あれなんですよね、その一つの、えー、と切り取り方というか、つまり、宇野、ね、さんの問題意識みたいなものがあって、まあ、手法とか対象もいろいろあるわけですけども、その、まあ、なんていうかな、一個の可能な整理という感じで、うん、多分こういうのがあの、多分ちょっと例えばこの中に違う研究を入れると、また別の、なんていうんですかね、問題意識のあり方とかがあの見えてきたりするはずで。 まあななののでどう言えばいいかここだと、その切り取らない状況であの動画のところ、うん、あまり切り取らない状況だとここだったんですよね。で、そうですね、なかなかちょっとやっぱり結局はなんか割と最近の研究の方向から、 切り取っていってていにつなげるみたいな感じでやっぱり最近焦点が当たってる方向からの切り取り方になっちゃったなっていうふうに思ってだからおっしゃる通りだなというふうにまあまあでもそれはあの多分そ,、うん、そういうものでただこれが何て言うんですかあの多分これ自体があのつまり今おっしゃってある今日おっしゃっていただいたようなまとめ方自体が多分えっ、ー、と何て言うかな宇野さんの例えばそれぞれ例えば5年単位とかで聞いていくとそれ自体が変化していって <laughs> いや別にこれ次があるって言ったわけいいです,長すぎる <laughs> <laughs> まあでもそう,そうやって変わっていくはずでおそらくで多分その、うん、つまり今こ,こういうやつをさらに、えー、と時間を通じて見たときになんかさらに多分共通しているものとしてそのつまり私が発した言葉は私の一部なのかとかそういう問いの輪郭がよりかより 明らかになってくるという感じがしてだからまあ今後のあれですよねだから宇野さんの研究とかも含めてこの問い自体をより分かっていくっていうことになんかつながっていくんじゃないかなというふうにも思いましたこれ,これ単なる感想です、はい、あ,ありがとうございます <laughs> あの励ましていただいてやっぱりやってるときは、まあ、この前博士論文のデータの話になったら田中さんも頭の使い方が違うって おっしゃってたと思うんですけど、あはい、やはりあの個々の問題を扱うときに、あまり全体像を常に想起しちゃうと、今度は問題がそっちに、なんていうんですか、事実の観察が <laughs> 偏った視点になったりするので、やっぱりこう切り替えながらやっていかなくちゃいけないので、全体とか背後の考えを遮断しているときも多いのでた、ま、でもちょっと遮断する期間が長いと、今度はそれはそれでね。 研究のモチベーションが下がってきたりもするので、なかなかこれは良い機会だったので、本当にありがたいなと思っております。はい、なので、ぜひ皆さんもやっていただけるといいかなと思うし、まあ、ちょっと途中の田中さんの話聞いてて思ったんですけど、まあ、そんなにまだだから、博士論文を書いたばかりの人でも、場合によっては、まあ、この回で話すっていうのも一つあるかもしれないですね。 まあ、あの長い間やってる人っていう感じになってたのかもしれないですけど、うん、なんかあの背後の考えに焦点を当てるっていう機会があるっていうのはなんかあのどの年代にあっても結構重要かなっていうふうに思ったりするので、はい、ちょっと企画が盛り上がっていけばいいなっていうのと私のせいで盛り上がらなくならないといいなっていう感じですね。はい でもあの素晴らしい第2回が決まっているので、ちょっと楽しみにしているという感じですかね。どうでしょうかねあの。これで一旦終わりにしたとしても、もし何かご質問などありましたら、メールで送っていただいてもいいですし、基礎言語学研究会に何か送っていただいてもいいんですか。あと、資料について、さっき休み時間にちょっと考えたんですけど、別の方法でも配布するかもしれないですけど、リサーチマップに今日の 発表を項目として登録して、でそこに何かファイルとか確か置けるんですよね。そこにじゃあ PDF の形にして、置くっていうのはまあ最低限しようかなと思います。はい。そんな感じですね。じゃあ、一旦ここら辺で終わりますか そうですね。他に何かなければ。山泉さん、拍手をしているだけです。ありがとうございます。最後、たぶん次回のことについてとか。そうですね。はい。じゃあ、私は一旦。そしたらあれじゃないですか。山泉さんの方からまた、全体の挨拶的なところとかをしていただければ。ありがとうございました。 えー、ありがとうございました。ということで、えー、第1回の言語研究博覧会、いかがだったでしょうか。まあ、ちょっと、えー、難しいところもあったとは思うんですけれども、えー、言語研究っていろいろあるなというような、こう、まあ、認識が広がったらよかったと思います。えー、そして次回は、えー、っとまあ、何度も画面共有しておりますが、えー、6月3日、朝、えー、尾さんの、えー、っと言語研究博覧会がありますので、 えこちらも、えー、ぜひ、えー、ご参加ください。はいえー、それでは、えー、本日は以上です。まあ、この後、えー、まあと延長戦だか懇親会だかがあるかどうか分かりませんが何か言いたいことある方は、えー、退出せずにっ、えー、ていただけるといいかと思います。えー、では皆さんありがとうございました。